江戸川乱歩十字路1プロローグたびたび来た道だがやはり都会の大道路とは違っていた伊勢正吾は運転に注意力を集中しなければならなかった隣に揺れている晴美の温かい体 愛人でなくてはできない一種無遠慮な接触彼女の特徴のある体臭それと窓から忍び込む山の匂いとが物懐かしい調和を成していたがそれを彼は半分の注意力でしか味わっていなかったあなたはいくどもいらっしゃったのね私こんな山のドライブ初めて怖いよねこちら側が谷ですもの時々車が道から外れそうに見えてドキッとする。 大丈夫おっこっちゃ嫌だわ、まだ。今日は社長秘書の晴海ではなかった。誰も聞いている者がいないので、思い切って存在な口を聞いた。伊勢の方でもそれが楽しかった。うん、まだ一緒に死ぬのはね。だが、いい景色だろう。ほら、見てごらん。あの水の美しさ、岩の形。 あれきっとえぼしいわっとて言うんだぜ。今は聞けないが春から夏にかけては小鳥の声がすばらしいあら危ないもっと気をつけて曲がり角ばっかりねはるみの体を知ってから1年に近いだが不思議とこの女には飽きなかった共信者の名ばかりの妻よりもはるみこそ本当の妻だと思っていた 彼女にはそういういところがあった。若い秘書などに似合わぬ細かい心配りのできる女だった12月に入っていたがうらうらと晴れ渡った暖かい日曜日だった一度晴海に富士瀬の石材工場の跡を見せる約束だったので今日をそれにあてた晴海は女学生がピクニックにでも行くようにはしゃいでこの日を楽しんでいた。 青梅街道を多摩川沿いに谷沢町に出てそれからジグザグの山道を富士瀬ダム麹場の横を通って富士瀬部落に出る道順であった車はしばらく渓谷を離れて峠道とでもいうような上り坂に差し掛かった刻一刻眺望が広くなっていく立ち並ぶ杉の巨木の小杖が層をなして目の下に見渡せるほら あそこに見えるのがダムだ恐ろしく大きなもんだろう高さ8 0ルダムとしては中型だけれど丸ビルの2倍半だというどれほどコンクリートを使っているかわからないねもうほとんど出来上がっているが水入れにはまだ間がある水が入るとあれから上手は大きな湖水になってしまうんだまあ雄大ね 大仏様を見た時と同じ気持ちだわ来てよかった山っていいわね東京のいろんなことすっかり忘れますわうん忘れた方がいい今日は一日ただ楽しく遊ぼうやがて道が本堂から逸れて下り坂になり近く神蔵湖の底に沈む運命の藤瀬部落に入っていった かつて伊勢が経営していた石材工場からトラックで富士製紙を積み出した道であるこの辺はすっかり個水になっちゃうのねあらあんなところにまだ家が残ってますわあれも無論立ち退くのでしょううん何のかんのといって立ち退きを遅らせているんだこの部落には50軒ぐらいしか家はないんだがその大部分は立ち退いてしまった そして、家も壊して、材木にして運んでしまった。だが、まだ四、五軒残っているらしい。でも、立ちのくことはみんな決まっているんだ。先祖代々の土地への執着だね。墓場まで移転するんだからね。無理はないよ。さあ、この辺で降りて歩いてみよう。お弁当を持って行きましょうかうん。 そのののサンドイイッッチかを下げとくといい。ウイスキーは僕のポケットにあるからね。どっかその辺でピクニックランチといこう伊勢は四十を越したばかりだが年よりは老けて見える方であった伊勢商事の社長としてはその方が何かと都合がいいのだけれど25歳の年よりはずっと若く見える秘書の晴美には親子というほどではなくてもやはり引け目を感じていただから はるの全く年齢の差を意識していない愛情がひとしおう嬉しかった凸凹道を2丁ほど行くと向こうに大きく山肌の露出しているのが見えた美しいろく色の岩山であるあれが昔の僕の石切り場だあの青いのが蛇紋岩の一種で富士聖子というのだよ 工場の建物は取り払ってしまったので昔の面影はないがこれは僕の副業でね相当盛んにやっていたもんだほら切り出した青い石がまだあの辺に転がっているだろう。建築材料になるんだあなたもダムの被害者ねうんまあ損害だね買収費は相当出させたが事業を続けているのと比べれば 付き合うものじゃない？右手に大きな石ころの河原があって、広い川が流れていた。藤瀬部落そのものが渓谷の底のような山あいにあるので、川も渓流ではなくて平地の川と同じに見えた。河原の石ころも美しい。6。勝色のものが多かった。どうあの川のそばでお弁当を開きましょうか？ おうんゴろう。あそこの大きな石がいいあれに腰掛けて休もう空は青々と晴れ渡っていた冷え冷えとした寒気は感じるものの太陽の直射日光は暑いほどだった2人が腰掛けた6升色の大石もほかほかと温まっていた弁当かごからサンドイッチを取り出して2人で分けるのも楽しかった伊勢は。 ポケットの銀のウイスキービンを取り出してチビチビやり始めた「君もどうええほんの少しいただくわ」はるみは酒は飲めなかったけれどウイスキーがのどを通るときカーッとするのが好きだと言っていた川の水は透き通って石ころの上をさらさら音を立てながら流れていた小さな魚が敏しに泳いでいるのが見えた 正面に鷲の巣山がそびえていたやわらかい山芋が陽光にかすみ立って緑よりは青に近い色に見えた河原から立ち上る影うに山裾がゆらゆらと揺らいで見えた奥様いつお帰りになるのでしょうねるみがうつろな目で向こうの山を見ながら独り言のように言ったその話はよそう。 伊勢は現実に帰るのがいとわしかったそのまま二人は黙り込んでいたうららかな陽光が急にどす黒くなってくるような感じだったでも私はいけない女じゃないのかしら奥様があんな手紙をくださるの無理ではないのじゃないかしらよそう君は何も考えなくていいんだ 僕だだ。けがんえたればいいんだみんな僕に任せておけばいいんだ妻のとも子は悪女ではなかったしかし愛しえない女であった41歳の伊勢と5つ違いの36だったがおしゃれを少しもしない男みたいな性格なので年よりも老けて見えたその上彼女は、 ある意味で夫よりも金持ちであった伊勢商事の資金は絶えず運転していたからまとまった現金となると銀行から借りるほかはないのだがとも子は親譲りの土地と株券と預金を握っていたいつでも現金になるものを握っていたそして今ではそれを伊勢の事業につぎ込むことを固く拒んでいたあいつは僕よりも 日輪京の日の巫女様が大事なんだ日の巫女様に三郷を捧げているんだ僕なんかどうだっていいんだだから僕の都合なんか無視して日の巫女様のために布教に歩き回っている今度は静岡だが静岡に支部を作るんだと言って夢中になっているんだいつ帰るのか知れたもんじゃないそのお話はよそうと言いながら つい鬱憤を漏らさないではいられなかった。でもそれはあなたが愛してあげなかったからじゃないでしょうか。奥様はあなたの代わりに日林京を愛していらっしゃるのじゃないでしょうか。でもそれで本当に満足できるわけはないわ。だからあなたにもあたしにもあんな手紙をお出しになるのよ。奥様は。 私を憎んでいらっしゃる私を愛してくださるあなたを憎んでいらっしゃるそして復讐をしようとしていらっしゃるのだわそれは晴美の言うとおりに違いなかったとも子が旅先から2人によこした手紙は狂信者の呪いに満ちた不気味な内容のものであったお前たちには遠からず 琴様の新罰が下るであろう私はこさ様のお告げを度々受けているお前たちは今にきっと思い知る時が来るであろうというまがまがしい文面であった伊勢はこちらから協議離婚を申し出たことも一度や二度ではなかったしかし智子は その度に断固としてこれを拒絶した別れられるものなら別れてみろと恐ろしい呪いの言葉をぐるいのように口走った人一倍世間体を気にする伊勢はそれでも別れるとは言いかねだまるで養子みたいに見えるが僕は養子じゃないいつかも話したように親戚の者がやかましく進めて持ち寄り女体を作らせたのだそれは 青年時代に智子の父に学士の厄介になったことはある先方では養子に従っていたしかし僕は養子だけはどうしても嫌だった対等の結婚ならということでしぶしぶ承知してしまったそれが僕の一生の失敗だっただから社長さんはあらごめんなさい社長さんなんて 二人の時には言わない約束だったわね。だからあなたはそういう意味で不幸な方だから私こうなったのよありがとうご同情下さいましてあらでも本当に死ぬほど好きなんですもの女の方からもたれかかってきた伊勢は すぐに両手を背中に回して抱きしめ唇を合わせた女のきめ細かい顔がウイスキーでほんのり赤らんでいたあの好もしい体臭がくすぐるように襲ってきた青空の下雄大な山形を前にして美しいせせらぎのかたわら密閉された部屋の中に比べて大自然の中での2人きりというものが 都会人の伊勢にはもの珍しく異様な魅力であった世間の絆から全く解放され自然の子に帰ったような不思議な楽しさであったしばらくして2人は石切り場の方に向かって肩を並べて歩いていた「別に景色がいいわけじゃないがお名残によく見ておきたいのだよ」 67年の間僕の工場があった場所だからねええ、私も見たいわあなたの工場のあですもの石ころ道の傍らに一村の木立があったその木立の向こうに何か物の動く気配がした親と思っているとそこから汚い大きな白い犬がのっそり現れて そのと出てきた無人の境とばかり思っていた2人はそれを見てギョッと立ち止まったカーキ色のズボンに茶色のジャンパーを着て髪を汚く伸ばしたむさ苦しい345の大男であった都会ならルンペンという感じだが山奥ではこれが普通の服装かもしれない顔は日に焼けた田舎者であった その大男がニヤニヤ笑いながらこちらへ近づいてきたそしてぴょこんとおじぎをしたいいお天気さまで田舎者にしても変に間延びした口の聞き方だった顔も締まりがなくなんとなく超人でない感じがした君はこの部落の人ですかはい。 だいだいここのもんだよだからおらここが海になるのがかなしくってニヤニヤ笑いを引っ込めて本当にかなしそうな顔をしたうんそれは気の毒だねしかし気の毒なのは君ばかりじゃない私はこの石切り場の持ち主だが私も 工場を潰されてしまったよこの部落の人たちはみんな気の毒だしかしもう諦めるんだねそしてどっか他の土地へ落ち着くんだねうんやほらあ諦められねえ水が来るまでここにいるだおらあ一人ぼっちで ごぞさまのほかにはなしあいてはねえだからおはかのそばははなれねえおはかがみずびたしになるまでここにいる大男はそこにしゃがんでしろいぬのあたまをなでながらしたをむいていんきな声でいったそうかむりもないねえ。 君は二親も女将さんもないのか全くの独りぼっちなのかそれじゃあ先祖のそばは離れにくいだろうねしかし仕方がないよみんな諦めたんだ君も諦めるほかはないねご先祖のおいはいを大事に持ってどこかへ立ち退くんだね立ち退き料は受け取っているんだろう 金に換えられるもんじゃねえほら、金なんか一文もいらねえからここにいさしてくれって百遍も頼んだだがどうしてもいさしちゃくれねえんだうんいさしてはくれないどうにもしかたのないことだね気の毒だが諦めるほかはない 新しい土地で新しく出発するんだねまあ体を大事にしたまえ伊勢はその辺で切り上げて歩き出した晴海は涙ぐんでいたかわいそうな人ね少し足りないらしいそれだけに頑固な執着心があるんだこれもダムの悲劇の一つだろうね 大男は2人が歩みだしたのを見て後ろからまたぴょこんとおじぎをしたが白犬を従えてのそのそとオクリオカミのようについてくる無人の境にたった一人で残っていたはやはり人懐かしいのであろう近寄ってみると石切り場の後は雄大な風景であった大きな山が削り取ったようにろくしょう色の岩肌を露出していた 切り取った跡がだんだんになっていて山肌に青いピラミッドをはめ込んだ感じであったその前に大きな池のように深い穴がいくつも口を開いていたその中もだんだんになって石を切り取った痕跡がはっきりと残っているまあきれいローマの廃墟みたいねほら石のだんだんが見物石になっている野外劇場があるでしょ コロシウムかいなるほどそういえばあれに似てるね藤製紙といえば関東では随分重宝がられたもんだこれが湖水の底になるかと思うとやっぱり名残惜しいねああ危ないそこには古井戸があるよまあこんなところに井戸が工場で使ってましたのはるみはその古井戸をのぞき込んだ 井戸川も何もなくて、切り出した富士瀬石の角材で囲ってある。三メートルほどの深さだが、そこには石ころが溜まっていて、水は見えなかった。うん、これは工場の建物の中にあったんだよ。しかし、もうずっと前から水が枯れてしまって、使い物にはならなかった。まあ、たくさんの石だこと。 これみんなあそこから切り出したんでしょうこのまま放っておくのはもったいないようだわその辺には角材の藤瀬石がゴロゴロ転がっていたみんなくず石だよそれと工場の建物の土台石がそのまま残っているんだ質のいいのはみんな運んでしまってくずばかりだよいつまで立ち尽くしていても再現がないので 2人は自動車の方へ引き返すことにした。伊勢は石ころ道が危ないので、晴海の手を引こうとしたが遅かった。はるみはあっと小さく声を立てて倒れていた。急いで駆け寄って抱き起こしめた。別に怪我はしていなかった。靴のヒールがもげたのよ。はるみは顔をしかめて起き上がった。 左の靴のハイヒールがポロンともげて落ちていたこの石この道にハイヒールは無理であったローヒールをはいてくればよかったねええつい気がつかなかったわまだその近くをうろうろしていた最善の大男がニヤニヤしながら近寄ってきたやっぱり大きな白犬がお供をしている奥さん 怪我しなかったかね。ああ、靴の底が取れたのか？それじゃあ歩けないよ。おらがおぶってやろうか？晴美は,はなんだか薄気味が悪かった。ありがとう。でも大丈夫よ。伊勢に手を取られて、ビッグを引きながらゆっくり歩いた。 自動車までの2丁ほどの道に10分もかかった東京を出るときにはピカピカ光っていたキャデラックの車体にうっすりほこりが積もっていたはるみはやっぱり運転席の伊佐の横に座った車は凸凹道を揺れながら動きだしたまだ2時前だ明るいうちに東京に着けるよまだそんな時間 なんだか名残惜しいわあなた明日はまた社長さんなんですものまたドライブしよう君がよければ日曜ごとにドライブしてもいい晴海は,るみは奥さんがうちにいる時はとても遠出なんかできないと思ったが口に出しては言わなかったそして名残を惜しむように振り返って後ろの窓をのぞいたあら さっきの人まだあそこに立っているわニヤニヤ笑っている悲しい笑い顔だわ伊勢も振り返った大男はメートルほど後ろに棒立ちになってじっとこちらを見送っていた白犬もその横にちょこんと座ってこちらを見ていた晴美の言うとおり地方のような締まりのない大男の笑い顔に 言い知れれぬ哀愁が感じられた「俺はあの男にもう一度会うことがあるだろうきっともう一度会うだろう」伊勢は不思議な予感に打たれたそれは少々たる秋風を連想する暗い物寂しい予感であった。 伊勢正吾とその女秘書の沖晴美とが富士瀬ダムへドライブした同じ日の夕方商業美術家の真下幸彦は銀座裏の喫茶店ブルーの2階の窓際に席を取って人待ち顔に下の人通りを眺めていた青空の日曜日斜めになった日差しが白っぽく街は紫色に霞んで見えた通りの向こう側に有名な靴屋の店があった その隣は贅沢品ばかり並べている洋品店それから有名な洋菓子店その向こうに細い路地の口が開いていて洋菓子店の3階のコンクリートの壁から「南探偵事務所」という小さな看板が下がっている探偵事務所っていうのはこんなところにあるのかな薄汚れた貧弱な看板だな貸屋の2階か3階が貸事務所になっているのかしら それともあの路地の中かな銀座界隈は知り抜いているつもりでもこんな見落としがあった幸彦はこの見落としを面白がってしばらく看板から目を離さなかった大型の立派な自動車がスーッとやってきてすぐ向こう側に止まったいい車だなキャデラックだそれにしてもあの埃はどうだ せっかくの高級車が台無しじゃないか遠くへドライブした帰りだな見ていると銀ン色のオーバーを着た重役タイプの男とグリーンに近い目の覚めるような色の裾の広いオーバーを着た若い女がこの車から降りて靴屋の店へ入っていった男は女の手を引いていた女はその手にすがりつくようにしていたそれは ただ甘えているというのではなくて足でも痛めて男にすがらなければ歩けないという感じであった2人が降りた後の運転席には誰もいなかった自分で運転して水いらずのドライブというわけかはは <laughs> それに女もなかなか美しいあの男は幸福そうだな商業美術家の幸彦は かなり豊かな暮らしをしていたけれどキャディラックには程遠かった恋人のよしえを今の女ほど幸福にしてやらないことを意識下で嘆いていた「よっちゃん遅いなあ何をしているんだろう」だがそう思った時にはすでに町の向こうから歩いてくるよしえの姿を目の隅で捉えていた彼女はエンジ色のやっぱり裾が広くてひだの多いオーバーを着ていた 急いでいたためか少し蒸気しているように見えた彼女の癖の活発な歩き方でオーバーを左右に揺るがせながらさっそうとしてやってくるさっきの女よりもよっちゃんの方がずっと新鮮だかわいいなだが甘い顔をしちゃいけないこんなに待たせたんだから少し怖い顔をしていなくっちゃ彼は冷たくなったコーヒーをぐっと飲み干して ゆったりと椅子にかけ直し、タバコをくわえてライターをパチンと言わせた。しばらくするとよしえが階段を上がって息をはずませて近づいてきた。待たせたでしょ。つんと上を向いた可愛らしい花。花唇の花が開いて美しい。歯でニットを洗ってみせた。30分待った。こりたね。もう君とは約束しないよ。 あら、ごめんなさい兄さんの誕生日の贈り物を買っていたのこれどうよしえは幸彦と並んで腰掛け小さな四角い紙包みを出してみせた兄さんは大事だからねええそうよだから僕なんかいくら待たせたって構わないあらそんな意味じゃないわ意地悪ね でもごめんなさいね大正堂が待たせるんですものちゃんと約束しといたのに彫刻が仕上がっていなかったのよすぐできるというもんだからつい待ってしまったのね機嫌直してそう言っていたずらっぽい目をしたかと思うと肩で幸彦の肩を柔らかく押しただめだ君には怒れない今のは僕の女勢だよ 甘い顔ばかりしてちゃいけないと思ってね。<laughs> 彼も肩でぐっと押し返して侵害の情報を示した。そうだろうと思ってた。でもちょっと怖かったわ。そこで声をぐっと落として。あなたっていい人ね。そして照れ隠しのようにくすくすと笑った。幸彦は紙包みを解いて。 平べったたいいサックを取り出していたシガレットケースだねうんそうよ純銀のを奮発したのビロード張りのケースの中に銀無地の10本入りのシガレットケースがピカピカ光っていた鏡のように顔が映った幸彦はそれを手に取ってパチンと開き内側の彫刻を見た「愛するお兄様へ」 y か？よしえも y。幸彦も y。まあ、そうね。だったら2人からの贈り物にしてもいいわ。僕にも兄様。ええ、そうなるんですもの。2人は目を見合わせてにっこりした。どちらも美しかった。よしえは思い出したように。 コーヒーヒに口をつけながら考え深い顔になっていつものことを言い出した「兄さんにお話いつしてくださる?」「もう少し待って今兄さんご機嫌が悪いだろう。何かいい批評が新聞に出るか兄さんの絵が売れるかするのを待ってるんだがねだって来年の春にはあたしたち結婚してアパートを借りるつもりじゃない?」 グズグズしてたら間に合いやしないわあなたって兄さんが苦手なのね分かっているわ幸彦ヒコは図星を刺されて渋い顔をした実はそうなんだ亮介くんは本当の絵描きだよある意味で天才だよ同じ絵描きでも商業美術で金儲けしている僕なんかとは比べ物にならないだから それは尊敬しているんだだが兄さんの方で僕を軽蔑しているいくら天才でも抽象派の絵なんて売れやしないからねそのやっかみもあるんだだからいっそう僕を軽蔑してみせるんだよ本当を言うと僕は兄さんに言い出すのが怖いんだあの人が嫌だと言ったらもう取り付く島がないからね つまり、君のお兄さんと喧嘩になることを恐れているんだ。それはわかるわ。わかるけど、このままだっていることはできないでしょ。やっぱりお話ししてくださるほかないわ。ユキヒコは頭を抱えてじっと考え込んでいたが、ふと調子を変えて。君からは何も話していないんだね。お兄さん気づいているだろうええ、たぶん。 でも兄さん子供みたいな人でしょ絵のこととお酒のほかはまるで無関心でしょ細かいことなんか何にも気がつかないのよ。ですから私が洋裁のデザイナーで稼いで婚子を貯めていても私が25になっても結婚のことなんか一口も言わないのよ。自分も独身で平気だから妹も独身で差し支えないと考えているらしいわ。わからず屋の兄さんだわ。 それにあんなにお酒を飲むでしょうそして町の与太もんなんかと喧嘩したりするでしょあたしユさんに申し訳ないわたった一人の兄さんだけれど憎らしくなることがあるわでも君たち兄弟はうらやましいほど愛し合っている僕は兄さんが妬ましくなることさえあるよだからかわいい妹の幸福のためなら 兄さんも譲歩するだろうとは思うんだがしかしなんだか話しにくい君の言う通り苦手なんだねでも勇気を出してくださらなくちゃ私もそれとなく兄さんに分からせておくから1週間ぐらいのうちにぜひ話してくださらないねいいでしょいつまでグズグズしてても再現のないことですものうんそうしよう 本当にグズグズしたって仕方がないからね。約束するよ来週中にはきっと話すだがね話した上で兄さんが不承知だったらどうする私も一生懸命に頼むわそれでもダメだったら決心します兄さんと別れます兄さんがかわいそうだけれど仕方がないわそして 私だけの意思で幸彦さんと結婚するわ幸彦はまた頭を抱えてうつむいてしまった深い感銘に涙ぐんでいたそれがよしえにも分かったので彼女の目も潤んできたしばらくして幸彦はさっと顔を上げて元気な調子になっていったよしそれで決まった今日はもうその話はよそう それよりご飯を食べに行こう。今日はらんらん亭の席にしようね。いつか君が美味しいと言ってた。それからこれだ。ポケットから札入れを出し、そこから2枚のチケットを抜いてよしえの前に並べた。まあ、電撃のシネラマね。特等席だわ。ああ素敵。よしえはいつもの可愛い。笑顔になって手を打たんばかりにはしゃいだ。

美術家らしい服装の人たちが23人残っていた幸彦と義恵はその前を何の気もつかず通り過ぎていったが画廊の中の美術家のうちに偶然義江の兄の相馬良介がいたそして彼の方ではガラスの外を通りかかる妹たちの姿に気づいていた乱れた長髪骨ばった青ざめた顔 形の崩れたアルパシカ風の黒コールテンの上着ひざが袋のように膨れて白っぽくなった同じズボン額に垂れ下がった長髪の中から大きな目がけいと輝いていた彼は二人の姿に気づくとはっとしたようにガラスに近づいてまるで化石にでもなったように身動きもしないで彼らの後ろ姿を見つめていた。 その目には何かしら嫉妬めいた感情が動いていた二若葉草伊勢祥吾が愛人の沖晴美と藤瀬ダムにドライブした日から三か月余り後翌年の二月下旬空は厚い雲に覆われ 雪もよいの寒い夜であった。青山高木町の若葉荘アパート3階36号の晴海の部屋で伊勢と晴海とが一通の手紙を読んでいた伊勢夫人の智子は2日前から静岡市の日林教支部へ旅行していたこの支部は昨年の末彼女の奔走によって設立されたのだがその関係から智子は支部の最高顧問に祭り上げられ しばしばしそこへ出かけるようになっていた。しかし今度の旅行は必ずしも支部の要件のためではなかった伊勢との間に大口論がありその腹立ち紛れに家を飛び出したのであった伊勢はもともと激しい気象の人で彼の事業も一か八かの賭博心と普通の商人には真似のできない決断力で成り立っているようなものであったそれが 家庭の問題に限って優柔不断に見えたのは家庭的なスキャンダルを世間にさらしたくないという一種の虚栄心から因任を続けていたためだがごく最近ついにそれが爆発したある夜伊勢夫妻の間に例の口論が始まった言うまでもなく晴海のことだお互いにいつもの言い草をしゃべり合っているうちに伊勢が本気に怒り出した もう世間体など考えていられないという気持ちになった。彼はとうとう決断したのだ。お前の方で何と言おうと俺は別れる。俺の意思で別れる。お前が出て行かなければ俺の方で出て行く。訴訟でも何でもするがいい。それが最後の言葉であった。あとは智子の方からいくら口論を仕掛けても沈黙を続けて相手にしなかった。智子は いつもの共振者のヒステリーを起こして日の尊の仰々しい神棚の前に座り呪いの祈りをわめき続けた座っている体が異様なリズムで震え合掌した手が上下に躍動したそしてその翌早朝彼女は何も言わないで旅の用意をして外出してしまった彼女が静岡市の日輪教師部にいることは はるみへよこした手紙で分かったのだがその手紙にはあらゆる呪疎の言葉が書き連ねてあった「お前はこの世の最大の罪を犯している火の巫様の新罰がどんなに恐ろしいものだか今に思い知るだろう」「お前は八つ咲きにされ地獄の豪華に焼かれるのだ私にはそれが目に見える」 お前が阿炎教官の苦しみにもがき苦しむ無残な姿が私の目にはありありと映っているそんな恐ろしい文句が長々と共信者の執念深さで書き記してあった今度の手紙は今までのと違っているのよ私怖くなった本当に恐ろしいわはるみは すぐ後ろに何か怖いものでもいるかのように伊勢の体へすり寄ってきた伊勢も今読んだ手紙には異様な不安を感じないではいられなかった伊勢には行く先さえ知らせないで晴海だけに脅迫状を送ってきたのもこれまでのやり方と違っていたその手紙の行間に何かしらまがまがしい前兆のようなものが隠見していたしかし はるみをこれ以上怖がらせてはいけないあいつは気が違ったのだキング類のたわごとだちっとも怖がることなんかありやしない君には僕がこうしてついているじゃないかそれより今夜は何か温かいものを食べてゆっくりしようすき焼きがいいな外は氷雨が降っていたが室内にはガスストーブが赤かと燃えていた アルミが電話で牛肉屋の小僧に牛肉の他にネギなども買ってきてくれるように頼み畳の部屋の真ん中にちゃぶ台を置いてガス七輪にすき焼き鍋をかけた牛肉には日本酒がいいというので熱かにして2人はちゃぶ台に差し向かいで熱い肉片をふうふう吹きながら舌包みを打った2人の心の隅に絶えずと子の不気味な姿があったが それを口には出さなかった伊勢は酔いが回るにつれていつもの快活な調子になったは美も笑い声を立てるようになっていた一時間もかかって食事を終わった伊勢は窓際に立って行って障子を開きその外側にしまっているガラスの越しに外を眺めた室内からの電灯の光の中に日めがチラチラと降っているのが見えた 外は凍るような寒さだ。こういう晩に暖かい部屋で静かに語り合うのも悪くないね伊勢がしんみりした調子で言ったええ何かを思い出しますわもうずっと前に今夜と同じことがあったような懐かしいような悲しいようなしばらくそこにじっと座って 二人とも黙っていた。もう8時過ぎだ伊勢が腕時計を見てポツリと言ったアルミは口をきかないで伊勢の方にニッと笑って見せて立ち上がるとちゃぶ台の上のものを炊事場に運びそれから隣の部屋に入って床を取っている様子だった彼女の36号室には6畳2間の他に炊事場と浴室と手洗い所がついていた どこに入る前に温まりたいと思って湯戸のノガスをつけておきましたわ。もう沸くころよ。お入りになります。僕はまだ酔ってるからあとにする。君先に入りたまえ。じゃあそうするわ。はるみはもう一度にっこりして伊せて、そのまま浴室の脱衣場へ姿を消した。伊勢はガスストーブの前に腹ばいになって。 残しておいた酒を手酌でちびちびやり始めた。このアパートこそ、本当の家庭のようで心底からゆっくりした。落ち着いた気持ちになれた。ふと気がつくと。入り口のドアにほとほと,ととノックの音がしていた。どなた？大きな声で尋ねる。お向こうの島村です。ちょっと。 女の声であった35号室の島村夫人だ伊勢は顔見知りであった立っていって掛け金を外してノブに手をかけたすると先方でも強くノブを回しぐっとドアが開かれ茶色のものが恐ろしい勢いで室内に飛び込んできた伊勢はさっと自分の顔から血が引いていくのを感じた 全くの不意打ちであった想像もしていないことが起こったのだ茶色のオーバーを着た女は後ろ手にドアを閉めて掛け金をかけてしまった真っ青な顔をしていたち走しった目が狐のようにつり上がっていた色を失った唇がわなわな震えていたそれはとも子であったたっぷり1分間 知子は,は手にしていた黒革のハンドバッグをポイッと捨てるように座敷に放り出していつもの声とは全く違ったかすれた甲高い声で言った「あなたは私が旅をするとここへ来ていらっしゃるそれはずっと前から知っていたのです」しかし今夜は覚悟を定めてきました。 日の御子様のお告げに従ってやってきたのです。駅からまっすぐにここに来ました。もしあなたが今夜ここにいらっしゃらなければ、私は決心を伸ばしたかもしれません。だが、あなたはちゃんとここにいらした。もう伸ばすことはできません。私は、日輪様の奉劇をいただいてきたのです。これで悪人を懲らしめてやるのです。 トモコはそこまで行ってオーバーを脱ぎ捨てた下にはグレーのスーツを着ていたどこからか奇妙な形の担当を取り出してさっと鞘を払った青みがかった刃先が伝統の光を受けてきらりと光った危ない無茶なことをしたらお前自身が破滅だ落ち着きなさいそしてよく話し合おう 伊勢が必死の声で言った。だが教授は無誘病者のように人の言葉など耳にも入れなかった彼女はつりえがった目でキョロキョロと部屋の中を見回したその時浴室で湯を流す音がした晴海はまだ何も気づかない様子だあの女風呂に入っているんだなよし 伊勢はそれを止めようとしたが深くにも突き飛ばされた突き物のした女は日頃の彼女からは想像もできない力を持っていたとも子はオーバーを脱いだが靴は履いたままだった浴室のドアを体でぶっつかるように開いて飛び込んでいったそして浴室の中から妙な押しつぶされたような声が聞こえてきた伊勢もすぐに飛び込んでいった 浴室の洗い場に裸の女とグレーのスーツの女とが残虐な生き人形のように立ちはだかっていた晴美は何か虚脱したような表情でぼんやり空間を見つめていた左の肩先から血が溢れて手首までずっと赤い紐のように滴っていた智子は青光の担当を振り上げて第二劇を加えようとしていた 慌てた伊勢の視野にタオルかけの乾いたタオルがあった彼はそのタオルを引きちぎるように取ると後ろから智子の首にひとまきして力任せに締め上げた理性は全く影を消してただ動物の防御本能ばかりになっていた狂乱の女は激しく抵抗した担当が伊勢の顔の横で目まぐるしく旋回しただが 後ろ手で彼を傷つけることはできなかった締めつけられて紫色に膨れ上がった顔がゼンマイ仕掛けのようにグーッと彼の方へねじむけられてきたつり上がった目がほとんど白目ばかりになって三寸の近さで彼の目をにらみつけた「今手を離したら大変だと思った必要以上に長い時間辛抱強く締めつけていた」彼の手は、 もう無感覚になっていた。だがその手が恐ろしい力で下へ引っ張られているのが分かったとも子の体がぐったりとなって全身の重みが彼の手にかかっていた彼はとも子の死体と一緒に倒れそうになったタオルを握った指を伸ばすのに骨が折れたやっとそれを離すと死体は 腰のところで2つに折れて洗い場にうつ伏せにうずくまった裸のはるみは元の姿勢のままぼんやりと立ち尽くしていた肩から手首への血の皮は2倍の太さになりその末は人差し指と中指と薬指の3本に分かれ3つの指先からポトリポトリと赤い雫が落ちていた伊勢は 無心にそれを眺めていた着色映画のようにきれいだなと思って眺めていた伊勢がびっくりして晴美の顔を見た彼女が突然何とも言えぬ変な声を出したからだ彼女はその時になってやっと自分の腕の血に気づいた恐怖のために体がさーっと白くなったように見えたそして くなくなと洗い場に崩れていったそれを見て伊勢はやっと正気に帰った脱衣所のガラス戸棚に救急薬の箱が入れてあることを知っていたそこから脱脂綿とガーゼと包帯と赤チンの瓶を出して洗い場に戻った傷は5センチほど切れていたが深さは大したこともなかった血を拭き取って赤チンを済ませたガーゼを当てて 胸から肩にかけて大げさな包帯をした痛むかいいえ思ったほどじゃないわこの包帯ダメよ絆創膏うの方がいいわ絆創膏を長く切ってガーゼの上から十文字に当てるのよ軽い手傷と分かったのではるみは元気を取り戻していた伊勢は言われたとおり手当てをしてやったまだ血が吹き出ていたけれど静脈だし それもあまり太い静脈ではなさそうなので心配はしなかったあちらへ行って早く服を着なさい。るみが脱衣所へ出ていくのを待って浴室との境のすりガラスの戸を閉めたそして知子の死骸を覗き込んだ彼は少しも後悔していなかった首を絞めただけだから ひょっとして生き返るかもしれないと思うとその方が気がかりだったこの女はこのまま生き返らない方が幸福なのだと思った彼は首に巻きついたままのタオルを力いっぱい締めつけて固く固く結んだ座敷に帰ると服を着たはる美は壁にもたれてぼんやりしていた 伊勢は座敷の別の隅に寄りかかってあぐらをかいたわざと遠く離れてお互いに目を合わせないようにしていた突然胸の底から恐ろしい魔物に追っかけられるような焦燥が湧き上がってきた「俺は人殺しをしたんだこうしてはいられない後始末を考えなけりゃ」早く 後始末をしなけりゃ。自主という考えは全く念頭になかったこの死体を隠さなければならない永久に人目に触れないようにしなければならない伊勢の頭は非常に困難な商売上の作戦を考える時と同じ鋭さで回転したアパートの隣人に気づかれはしなかったかそれが第一に判断すべき点であった大丈夫だ 決して気づかれてはいない。なここは鉄筋コンクリートの4階建ての最新形式のアパートであった各階へのコンクリートの階段を中に挟んで両側に1世帯ずつしかなかった1棟の建物に階段は3か所にありその両側に1世帯ずつだから1階ごとに6世帯全体で24世帯の建物であった だから本当の隣人というのは階段を挟んで向かい合っている1世帯だけしかなくそこは離れてもいるし冬のことだからその住人は二重三重のドアの奥にいたわけでどんな物音でもめったに聞こえるはずはないまた鉄筋コンクリートのことだから天井も床も非常に厚く上と下の部屋にも物音を聞かれている心配はなかったでは アパートの建物への入り口はどうかというと門はあるけれども開けっぱなしで番人はいないし階段のある入り口にも都営アパートと同じで管理人の窓口があるわけではない誰でも出入り自由なのだ盗難を防いでいるのは各世帯の入り口のドアのエール帳だけであるこれが1世帯ずつ全く違った方の精巧な鍵だから決して間違いが起こらないというのだ だから、全く人に知られないで、この死体を外へ運び出すことも十分できるわけだ。それに、表には俺自身で運転してきた車が止まっている。ふは、これはうまくいきそうだぞ。だが、待てよ、友子はここへ何に乗ってきたんだろう。あの女は都電なんかに消して乗らなかった。まして、こんな雨の夜だ、タクシーに決まっている。すると、 タクシーの運転手がトモコを見ていいい。るな。危ない危な危危うっかりし,ていたぞしかしよく考えてみるとそれも大して心配するほどのことではなかった普通タクシーは門の中へは入らない門から建物の3つの階段口まではわずかな距離だし車を回す余地が乏しいので大抵は門の前で止まるだから が24世帯のうちのどこへ来たのか容易にわかるものではないこのアパートにはタクシーに乗る人が多いまたタクシーで訪ねてくる人も多いので一晩のうちには10代20代のタクシーが門の前に停まるわけだその中に茶色のオーバーを着た3 5 6の女が1人混じっていたところで少しも目立たないしそれが伊勢智子だったとわかるはずがない まずここまではよろしいだがあの女は旅行カバンをどうしたんだろううちへ寄らないで駅からすぐにここへ来たと言っていたその駅は一体どこだろう東京駅か新橋駅かまさか品川のはずはないが考えているとそこに放り出してあるとも子の黒いハンドバッグが目についた 彼はふと思いついてそれを引き寄せパチンと開いて貴重品を入れる区画の中を調べてみたするとそこの札束の後ろから駅の手荷物一時預かりのチッキが出てきた新橋駅だったハハ <laughs> 面白くなってきたぞすると智子が東京へ帰ったことは誰も知らないわけだな 静岡の日林峡の支部の人は帰郷したことを知っているしかし途中で気が変わってどこかへ下車することもありえるわけだ新橋の駅員がとも子を見覚えているはずはない一時預かりの係だっておそらく覚えていないだろう目白のうちに留守番をしている女中たちもとも子が帰ったことは知らないでいるつまりとも子は東京へは帰らなかったかあるいは 帰ったけれども急に思い立ってうちにも知らせずまたどこかへ行ったということにしても誰も疑うものはないのだ不思議なことにこんな際にも彼の頭は筋道を立てて論理を追っていくことができた破産に瀕した商人の苦し紛れの思案に似ていたしかし一方ではまるで詰将棋を考えているような一種の楽しさがないでもなかった おそうだ突然声を出したので晴美がギョッとしたようにこちらを見たおい晴美君が智子に化けるんだそしてどこかへ旅行するんだそうすれば智子はここで死ななかったことになる君は今夜これからすぐにそうだ熱海がいい智子が静岡からの帰りに熱海に一泊したことにすればいい そして君は元の君の姿に戻って東京へ帰るのだわかるかいも子は熱海で死んだことになるんだ僕たちは少しも疑われなくて済むのだはるみは彼の言葉を理解するのにしばらく時間がかかったがやがておぼろげにその意味が分かってきたでもどうしてあの人が熱海で死んだことになりますの 行方不明になるばかりじゃありません行方不明だけじゃ物足りない死なせる方が安全だそれには手があるんだよ君は友子の服とオーバーを着るんだいやオーバーだけでもいい服はあれと似た色のスーツを君は持っていたねそれでいいそれから口紅を落とし化粧を変え髪の形も変えて友子らしい年配に見せるんだ もろんとも子のメガネをかけるそしてこのとも子のハンドバッグを持つまた別に君自身のオーバーと君のハンドバッグを風呂敷包みにして持つああ、それからまだあるここにとも子が新橋駅で旅行かばんを預けたチッキがある君はとも子になりきって新橋でこのかばんを受け取るんだそして熱海へ行く今から出発すれば12時前後に向こうに着ける 熱海に着いたらどこでもいいあまり大きくない宿屋に泊まる宿帳には伊勢智子とつける住所も僕の家を書くそして朝早く宿を出て鏡ヶ浦へ回り人目につかぬ林の中でオーバーを着てメガネを取り口紅を塗り化粧も多少直して智子のオーバーとハンドバッグと旅行カバンを崖っぷちに残して そこから身投げしたように見せかける絶対に人に見られてはいけないのだからよほど朝早くでないと具合が悪いまた十分あたりに気をつけて後ろの道路にも人通りがなく前の海にも船なんかいないことを確かめた上でなければいけない冬の早朝だから大丈夫だとは思うが遠くの家の窓から誰かがのぞいていてもいけないのだわかったねえー、っと そのためには君は一日会社を休むことになるね構わない休暇を取って湘南方面の友達の家へでも遊びに行ったことにすればいいるみは感心したように伊勢の顔を見つめていたこんな劇場の中でとっさにこれほど緻密な考えが浮かぶというのは怖いようだったやっぱり男だし社長さんだと思ったしかし何やらまだ腑に落ちないところがある でもあの人のの人はどうするのこのままにしてはおけないでしょ晴海が最も重大な点に触れた伊勢はそれを聞くと傷口に触られたような気がした無論それが最大の難関だあれは表に置いてある僕の自動車に乗る後ろのトランクへ隠すんだそして誰にも発見されないところへ運ばなければならない それが問題なんだ。さっきから考えているんだがこれという工夫が思い浮かばない土を掘って埋めるか重りをつけて川か海に沈めるかどれもいけないそういう隠し方はこれまでの多くの例でもわかるようにいつかは必ず発覚する溶鉱炉に投げ入れるとか硫酸で溶かしてしまうとか犯罪史にはいろいろ例があるが誰にでもやれることではない 伊勢の頭の中には死体隠蔽に関するあらゆる想念が次々と慌ただしく浮かんでは消えていったはてな古井戸の底に埋めるという手があったぞ誰かの小説で読んだことがあるだが俺はそういう古井戸の心当たりがないいやないことはないぞうんそうだあれだああ思い出せない 分かりきったことなんだ。よく知っていることなんだ大きな活字で印刷してあった新聞だつい23日前の新聞だ畜生分かりそうでいてあそうだったダムだ藤瀬ダムだ石切り場に古井戸があったあのダムの水入れが3月1日に決まったと新聞に大きく出ていた 今日は2月25日は月だ。あと4日で水入れが始まるのだ伊勢はこの素晴らしい着想にほっとして明るい顔になって晴海を見た藤瀬ダムのの石切り場の古井戸を覚えているだろう。彼女は劇場の際なのでそれを思い出すのにちょっと時間がかかったええ青い石で囲んだ古い戸。そうだよ そして君がハイヒールを折ったあそこだ僕はあの女の死体を自動車のトランクに入れてあそこへ運ぶ腕時計を見てああもう9時だあそこまで2時間かかる色々いろいろなテカを勘定に入れると2時間半だ往復5時間か6時間だ夜明けまでには十分東京に帰れる大仕事だ途中で見つかるかもしれない バチか,かだだが他に妙案はないこの素晴らしい思いつきを捨てることはできないあの女は大きな湖水の底に葬られるのだ僕は死体を古井戸に投げ込んでその上から石材をいくつも落とし小石を投げ入れて完全に隠してしまうそれは死体が浮き上がらないためにも必要なんだ 水入れ直前のダムの底に死体を隠すなんという応じかけな素晴らしい着想だろう絶対に見つかる心配はないダムの水入れなんて何年に一度あるかわからないちょうどそこへぶつかったのが僕たちの幸運だ晴美は,はあっけに取られたように男の興奮した顔を見つめていた 男ってなんて素晴らしい生き物だろうと思った在合感はほとんどなかったまだそこまで冷静になっていなかっただだだ。だ。が、が誤誤算算はないか。ちょっっとした誤算だって破滅の剣山絶対に必要だ伊勢は天井を見上げて安山でもしているような目遣いになり身動きもしないで1 5六6分の間黙り込んでいたよし遺産はない。 結構だはるみ君もしっかりしなくちゃいけない僕たち二人が破滅するかどうかの瀬戸際だ冷静に綿密にそして大胆に君ならきっとできる自信を持ってやるんだいいね分かったねやれると思うわ私の方はきっとできますそれよりもあなたの自動車が心配だわ ダムまでの途中が心配だわ。どんなことが起こるか知れませんもの運命と戦うんだ俺は今までたびたび運命と戦ってきたそしていつも勝ってきた今度も戦ってみるんだ一か八かだ大胆不敵な闘志だそれでなくちゃこれほどの難関が切り抜けられるものじゃないいいか 君ののの変装にに必要ななものを忘れないように残すのだ。オーバーハンドバッグメガネそれからこのチッキだその他に君自身のオーバーとハンドバッグを風呂敷に包むんだ無地の風呂敷がいい内裏のやつは無論いけない伊勢はそう言いながら浴室へ入っていった彼にもまだ常の心はよみがえっていなかったので ともこの死体を1つの物体として扱うことができた。顔を持ち上げてメガネを外し、後から入ってきた。はるみに渡した。髪の形はこれだよ。全く同じにはできないだろう。ただ見たところ似ていればいいんだ。服はこのままにしておこう。だが、ネームだけは切り取っておこう。ハサミを持ってきたまえ。上着と下着のネームを切り取り。 すべてのポケットを調べて鑑別の材料になるようなもののないことを確かめた靴履きのまま上がってきたんだな靴もこのままにしておこう靴にはネームなんか入っていない君はこれに似た黒い靴を持っているねあれを履いて出かけるんだえっ、ー、とまだ何かあったかなああそうだ担当だ彼は死体の下に隠れていた担当を拾い上げた 歯にはほとんど血はついていなかったけれど石鹸をつけて湯で洗った鞘は座敷に落ちていたその鞘に収めて死体のポケットのハンカチで包みそれを死体のスカートのベルトに固くくくりつけた離れ離れにしておくとうっかり忘れる心配があるからだ担当は死体と一緒に葬ってしまうのだ無論古井戸に投げ込む時にハンカチを解いて 小細工の跡は残さないつもりだ。それから血と指紋の始末が残っているどんな些細なことでも忘れてはいけない洗い場に少し血が滴っていたけれどとも子の服は汚れていなかった2人で死体を脱衣室に連り出して洗い場に湯を流したもう何の痕跡も残っていない君服を見てごらん肩に血が滲んでいるだろう。 あとで出発する前に着替えをするときその服も下着も結婚のところをハサミで切り取ってさっきの手当てをしたガーゼや脱脂綿と一緒に焼き捨てるんだこれを忘れないようにそして切り取った服と下着はネームも切り取りズタズタに引き裂いて古新聞いや印刷してあるものはいけない新しい小包み紙がいいあるだろう。それに小さく包んで 途中で川にでも捨てるんだ。それから、ともこの指紋が入り口のドアと浴室のドアのノブについているかもしれない。僕が今拭き取っておく。彼は座敷にかけてあったオーバーのポケットから革手袋を取り出し、それを両手にはめ、ハンカチを持って二箇所のドアの入り口のノブと、念のために座敷の襖の引き手や浴室のガラス戸の手の届く部分や、入り口のドアの鏡ままでも、 入念にき取った。さていよいよ死体を表の自動車まで運ばなければならないこれが第一の関門であったもし誰かに見られてもしたら何もかもおしまいなのだ3十字路アパートの構内にも。 門の外にも、人通りは全くなかった。付近の家々の窓も、大部分は雨戸が閉まって暗くなっていた。あれは僕一人で運ぶ。君はその前の階段の上と下をよく見てくれ。誰かが出てきちゃ大変だから。はるみは足音をしのばせて四階への階段を上り、しばらく聞き耳を立てて何の気配もないことを確かめると、 今度は2階まで降りて様子を見たが、2階の住人たちも寝静まっているようであった。大丈夫、誰も起きてないわ。戻ってきて、ささやき声で報告した。伊勢はその時、死体を両腕に抱き上げていた。先に1階まで降りて、もし人が来るようだったら急いで駆け上がって僕に知らせるんだ。はるみが足音を忍ばせて降りて行った後から、 彼は死体を抱いてゆっくりコンクリートの階段を降りたどの部屋も全く寝静まっていると見えて死に絶えたように物音がなくまるで大きな地底の墓穴へ降りていくような感じがした服を通しての感じでは死体はまだ冷たくなかったそれはただ全く生命のないぐったりした恐ろしく重いものであった 歩くにつれてブランブランと揺れたあの荒れ狂う狂心の女がこんな惨めな物体になってしまったかと思うと彼はその時初めてやるせない憐れみの念に打たれたこれが十数年連れ添ってきた妻だと思った自分が手にかけた妻の死体をこうして運んでいる状態はおそらく 万人に一人も味わったことのない世にも異様な感情であったもう憎しみは少しもなかったといって哀れみの情に耐えられぬほどでもなかったただ人間というもののあるいは生き物というものの荒涼たる寂しさが胸を打った胸の内側で涙がこぼれていた3階から2階まで降りた階段は真っ暗だった 住人たちが伝統をけんや約するのか近頃のアパートのコンクリート階段は夜になると真っ暗なのが多かった2階の踊り場を通るとき何かにぶっつかってガタンと音がしたぎょっとして立ち止まり聞き耳を立ててしばらくじっとしていたが2階の住人に怪しまれた様子はなかったよく見ると下からのかすかな光線で それはドアの外に置きっぱなしになっている乳母車であることが分かったその時下へ降りて見張りをしていた晴美が1階からそっと上がってきて「大丈夫」という手まねをしてみせた1階に降り建物を出て門に達するまで何の障害もなかった油断なく建物の窓を見上げたがどの窓も暗く閉まっていた晴美は1階の出入り口の影に身を隠して 自動車の方を覗いていてるらしかった門を出ると片手でキャディラックの後部席のドアを開いて死体を一応その中に寝かせ急いで後部に回りトランクの蓋を開いたままにしておいて死体を抱き上げ体を二つに折るようにしてトランクの中に押し込み蓋を閉め鍵をかけたこれで第一弾の仕事は無事に終わったのだ彼はそのまま建物に引き返し階段口を覗くと はるみがまだそこに待っていたひと言も口をきかないで身振りでついてくるように伝えて2人は足音を立てないように3階に戻り部屋に入ってドアを閉めた伊勢はオーバーを着てそこに転がっていたたばことライターをポケットに入れた帽子はかぶっていなかった念のため君の役割を口に出していってごらん少しでも隙間があってはいけないのだから。 ささやき声で言ってじっと晴海の顔を見つめた晴海は,は指を折りながらさっき伊勢の言った通りの順序を繰り返してみせた正確だったよしそれなら大丈夫だ鏡ヶ浦の断崖の林の中でオーバーを置き換える時が一番大事だよく辺りを見回すんだ遠くの家の窓も忘れてはいけない分かったねはるみは深くうなずいてみせた そして顔を上げるとじっと伊勢を見つめた2人はそのまま目を見合わせて突っ立っていたアルミのまぶたにキラキラするものが膨れ上がってきた2人はどちらからともなく抱き合っていたお互いの胸を一つになるほど締めつけ合っていた一寸の近さで目をのぞき合ったもうこれきりで。 二度と会えぬかもしれない。双方の目にその思いがこみ上げていた伊勢の唇が恐ろしい力で噛むように晴美の唇を覆った上司の直前に似た感情であった晴美も相手の唇を自分の唇で押し返すようにしてあらゆる感情を唇に込めた果てしもない接吻であった 二人が離れたとき、アルミの顔は美しく涙で洗われていた。伊勢は突き放すようにしてドアの外へ消えていった。アルミはその場に苦なくなと崩れて両手で顔を覆った。そして声を立てないでいつまでも泣いていた。伊勢はトランクに死体を積んだキャディラックの運転席についてハンドルを握った。 藤瀬ダムへは数回ドライブをしたことがあるので深夜でも道を誤る心配はない新宿を通って青梅街道に出る道順だ神宮外苑の前を走っている時ハッとガソリンのことを気づいた往復4時間以上の山道だからガソリンはいっぱいにしておかなければならないそれを先にやっておけばよかったと後悔したがここまで来てはもう仕方がない その辺のガソリンスタンドに立ち寄るほかはなかった外苑の前を過ぎるとガソリンスタンドがあった彼はその前に車を止めて締め切ったガラスを叩いたたい、ま、た火鉢をやっていた中年の男がおお寒いと震えながら出てきた80億単価の50リッター伊勢が注文すると男は OK と答えてて長いホースを引ききずってきたガソリンが注入されている間男はキャディラックの紳士に話しかけてきたこの音の具合じゃまだタンクには相当残ってますがこれからどっか遠くへでも自動車の後部にしゃがんでうさんくさい顔でこちらを見上げる遠くへ行くわけでもないんだが私は気がついた時にはいっぱいにしておくのが癖でね。 伊勢は苦しい言い訳をした。神経質なんですね。自分で運転なさる方はどうしても神経質になりますね。旦那、今夜は雪ですぜ。こんな日は雪が降ればすぐに凍ってスリップしますよ。早くお帰りになる方がよろしいですね。男は嫌にじろじろこちらの顔を見ながらニヤニヤ笑っている。こいつには。 はっきり顔も服装も覚えられたぞしかし何でもない俺が行方不明になるわけじゃないからな俺が夜中に車を走らせていたことととも子の失踪とは何の結びつきもないのだ不必要な心配だラジエーターにも水をいっぱい入れさせてから金を払ってスタートした新宿の繁華街に近づくに従ってすれ違う車が多くなったが寒さのために 両側の歩道は人通りもまばらであった明るい大通りをしばらく走ると向こうにガードが見えてきたあの下の十字路は昼間は車の服装するところだ今でも角の交番の中から交通巡査が見張りをしているだろういくら気が付いても飛ばしてはいけない街を出るまでは安全第一にやろう事故が一番怖いのだ。 だがあまりゆっくり走っていたのがいけなかったのかもしれないそれが後ろのトラックの運転手をもどかしがらせたのかもしれない突然後ろから強烈なヘッドライトの光が差してバックミラーが炎のように光ったハッとしてハンドルを切ろうとした時ガクンと恐ろしいショックを感じたキーッとブレーキのきしる音がして 巨大なトラックの車体がすぐ目の前に現れ途方もない方角を向いて止まったこちらも急いで車を止めたちょうどそこはガードの下であったガードの電灯でトラックの全部の泥よけがねじ曲がっているのが見えた人相の悪い運転手がトラックから降りて近づいてきた伊勢は一瞬心臓が止まるほどの恐怖を感じた。 もうダメだとさえ思ったつい今しがたあれほど心配していたことが現実に起こったのだきっとんさんがやってくるそして身分を調べられる今頃どこへ行くのだと聞かれた時何と答えたらいいのだもう一つ心配なことがあった今のショックの様子ではトラックは伊勢の車の後部に衝突したに違いない 死体の隠してあるトランクは大丈夫だろうか彼は急いで車から飛び出すと何か怒鳴っているトラックの運転手は放っておいて自分の車の後ろに回って見たバンパーがひどく曲がっていたがトランクは見たところ別条なかった両手で蓋を押し上げようとしたが動かなかった鍵は外れていないことが分かったおいおい自分の車よりこっちを見てくれ 泥よけとバンパーがめちゃめちゃだなんとかしてもらわなければ会社に申し訳がない俺が弁償しなければならないトラックの運転手は伊勢の風采を見てつけこんできたおいいつまでもそこにとまっちゃ困るじゃないか早く車を脇へ寄せなさいあとの車の妨害だびっくりして振り向くとそこに巡査が立っていた角の交番から駆けつけてきたのだ 伊勢とトラックの運転手は各自の車を道の肩脇へ寄せた後で交番へ引っ張って行かれたその頃には伊勢も一時の驚愕から覚めていた智子の死体さえ発見されなければ決して恐れることはない名を名乗っても少しも差し支えないと心を定めていた二人とも免許証を出してください伊勢は住所生命を明記した免許証を差し出した トラックの運転手も運転席へ取りに戻って免許証を持ってきた巡査はそれを手帳に控えた後で損傷の位置を尋ねた伊勢の方は後部のバンパーが曲がっているだけであったトラックは泥よけとバンパーが傷ついていたこれはまあお互いに我慢するんだなどっちかと言いや後ろからぶっつけた君の方に落ち度があるそれに損害も大したことじゃないから争いにしない方がいいと思うがね 巡査は穏やかに諭したがトラックの運転手は承知しなかった人相の悪い喧嘩好きらしい男だったそれは後ろからぶっつけたには違いないがこの人の運転がめちゃくちゃなんですよ僕の車が後ろから来たことはこの人に分かっていたはずですそれにいつまでもノロノロやっている故障かと思ったぐらいですこんなノロノロ車の後からついていくわけにはいきませんだから抜こうとしたんです するとこの人は僕の車が右側を抜こうとしているのを知っててわざと自分の車を右に切ったんです。あんなことをしなけりゃぶつかるはずはなかったんだ。この人が運転を知らないんですよ。こんな腕前で自家用車を運転するなんて迷惑な話だ。だから後ろからぶっつけたにもせよ。僕の方が悪いんじゃないのです。いや、決してそんなことはない。僕は右に切った覚えはない。 それは君の言いがかりだ。伊勢もつい答弁しないではいられなかったしかしいくら議論をしても証拠のないことだから水掛け論に終わるほかはなかった巡査は困っていずれにしても双方に抜かりがあったわけだから和解してお互いに先を急いだ方がよいだろうと仲裁したがトラックの男はがんとして聞かなかった旦那は大した損害じゃないとおっしゃるがそれは。 この方のようにキャディラックを乗り回すような人には大したことないだろうが、ごちとらにゃあ、れだけの損害でも大金です。弁償してもらわなきゃ、僕がわずかな給料の中から会社へ払うことになるんです。いつまでも言い張っているので、巡さんが気を利かせて、伊勢を傍らに招いてささやいた。あなたもお急ぎでしょうから、いくらか出してやられたらどうでしょう。どれほどですか そうですねで5000円もやればいいのじゃありませんかあの車の2箇所の修繕代としてはそんなものです欲を言えばキリがありませんがね伊勢は一刻も早く出発したかったのですぐそれを承知した巡査は彼から受け取った5枚の紙幣を持って男と話していたが男は何のかのと文句を言って弁償額を引き上げようとするのでこれ以上グズグズ言うなら こちらにも考えがあると脅かしてやっと納得させた男はじろっと伊勢の方をにらんで一言の挨拶もせず出て行った伊勢はその後から巡査に熱く礼を言って交番を出たやれやれこれで1年が去ったあの巡査に住所生命や車の番号を書き留められたがこれは心配するほどのことじゃない智子は 熱海で死ぬんだから、その前夜俺が車で新宿を通っていたって少しも構わない死体さえ発見されなければ少しも恐れることはないのだ彼は行く手にどんな運命が待っているかも知らず雪の中を自動車の方へ四、松葉杖の女 同じ夜ガードした十字路の追突事故が起こる少し前新宿北園街の間口一軒半のバー桃色で2人の画家が飲んでいた相馬義しののに凌介と彼女のフィアンセ増田幸彦である2人はもうかなり酔って議論を始めていた他には客がなくスタンドの後ろにマダムの桃子がおかんをつけていた モデル上がりの桃子の店には画家の客が多かったことに相馬良介とは長年のなじみで以前には彼のアトリエのモデル代に立ったこともたびたびあったまだ30になったばかり色白の愛嬌者で体がよくてなかなかの商売上手だった良介はいつものコール店のルパシカマガイの服の上に厚ぼったい荒い格子島の腰までしかない半街灯を着て 挑発のもじゃもじゃ頭にベレー帽をのせていた商業美術家の増田幸彦は新しいネズミのオーバーに派手なマフラー無謀の頭をきれいになでつけていた君はそう言うがねルネサンスの大化の絵なんて骨董品だね歴史的存在だね川口先生なんか今でもポチチェリなどに随記の涙を流しているが僕らには気が知れないね 商業美術家がマダムの出した勘どっくりからコップに酒を注ぎながらしゃべっていた常識論をやるな絵には常識が禁物だルネサンスの魂がお前さんなんかに分かってたまるもんか酒癖の悪い涼介が突っかかってきた彼はもうしたたかに酔っていたじゃあ君はピカソよりもミケランジェロを尊敬するのか行彦も負けてはいなかった よせ、お前は俺にお世辞を言ってるんだ。アブストラクトの絵描きは古典派を攻撃すれば喜ぶと思ってお追唱を言ってやがるんだ。絵というものは魂だよ。古典であろうが、シュールであろうが、アブストであろうが、問題は人間の魂なんだ。俺はミケランジェロを尊敬するよ。ルネサンスの魂というものに頭を下げるよ。君なんかせいぜいダリぐらいに惚れてりゃいいんだ。 あいつのとっぴな着想は魂でなくて商業主義じゃねえかこの言葉が商業美術家の神経を刺激したフフ <laughs> 君にダリだけの才能があるのかダリの才能なんてまっらだお前みたいな商売絵描きじゃねえからなフフ <laughs> やっかむなお高くたまってて絵の売れないやつもあるからね言い終わらぬうちに ほううちがきた涼介は手が早かった何するんだ幸彦は無気になったが相手は殴っておいてそのまま知らん顔をしてコップをグイグイやっているいつものことだこの男と酒を飲むには取っ組み合いも辞さない覚悟がいる涼介の派手な柄のくせに薄汚れた半街灯のポケットから島摩真珠店のパンフレットがのぞいていた その表紙図案は幸彦の手になるものでちょっと自慢の出来栄えだったのでまだ酔いのまわらぬうちに涼介に見せたのだが今ではそれを後悔していた帰ったら丸めてくずかごへ捨てられるのかと思うと取り返したいほどに思ったそっと抜き取ってやろうと手を出しかけた時涼介がコップを置いてこちらに向き直った俺は貴様を弟にするのは嫌だ。 断るよ。彼の水岸にはゾウが燃えていた幸彦にはすぐにはその意味が分からなかった弟ああそうか良枝との婚約のことを言ってるんだな亮介はこの話にもともと乗り気ではなかった彼は商業美術家の幸彦を軽蔑していたということはつまり 自分の貧窮に比べて彼の豊かな収入を嫉妬していたわけだがそれだけではない何か妙に気性が合わなかったそれに彼は妹に対して奇妙な執着を持っているように見えた父が一人娘に応じる執着に似ていた精神分析的にはシスターコンプレックスとでも言うのであろう意識せざる一種の恋愛だ 全ての事情がには不利であったしかしよしえが古風に「兄の許しを得てくれ」と頼むので3月ほど前勇気を出して兄の亮介にプロポーズした無論即座には承知しなかったがよしえからも必要に働きかけたのでひとほど経ってやっと承諾を与えたしかし2人の結婚式が近づくにつれて 介は承諾したことを後悔し始めているように見えたよしえとの二人暮らしから独りぼっちになるのを耐え難く思っている様子だった酔いに紛らせてともすれば突っかかってくるのは妹をやるのは嫌だと言い出すきっかけを作るためではないかと幸彦は疑っていたそして亮介は今とうとうそれを言い出したのだだが幸彦も酔っているので負けてはいなかった 妹が惜しくなったのかうん惜しい貴様みたいな堕落した商売人に義江をやるのは惜しいのだお高く泊まって絵の売れないやつとは何だその一と言で俺は貴様と絶好する義江にも絶好させるアナクロニズムだそんな言い草は江戸時代の封建思想だ妹は兄の所有物じゃないぞ法律的にいや君に断る義務なんかちっともないんだ ただ友情で承諾を求めたんだ君が何と言おうとよしえさんは僕のところへ来る君は妹と友人と同時に2人亡くするんだぞ身をかわす暇もなく握りこぶしがパッと顔を打った口の中にしょっぱいものが流れた唇が切れたのだ2人は立ち上がっていた相馬さんダメじゃないの あんたたがわいおしさっら。スタンドの向こう側からマダムの桃子が引き分けようとしたが及ばなかった泥酔した涼介はよろよろしながら両手を広げて幸彦につかみかかっていったあ危ない桃子の叫び声と涼介が恐ろしい音を立てて倒れたのと同時だった幸彦が身を防ぐために 介ののを強くついたのだ。泥酔者はその一撃にもろくものけざまにひっくり返ったのだ倒れたままいつまでも起き上がらないので幸彦はそばに寄って引き起こそうとしたマダムもスタンドの外へ駆け出してきた涼介はぐったりとなっていた嫌だわ気絶したんじゃないさっきここの角へ頭をぶつけたようよ その隅に陶器の手洗い台が取り付けてあった倒れるはずみにその陶器に頭を打ち当てて脳震とうを起こしたのかもしれない幸彦は酔いも覚めて凌介の挑発の頭を手で探ってみただが傷ついたり血が流れたりはしていなかった相馬君どうしたんだしっかりした下前幸彦が彼を抱き起こしていると 桃子がコップに水を入れてきて涼介に飲まそうとしたがうまく入らないので思い切ってその水をパッと顔にぶっかけたすると涼介はやっと目を開いてキョロキョロと辺りを見回したがやがて幸彦に支えられてのろのろと立ち上がったひでえことしやがる。痛そうに顔をしかめながら後頭部に手をやってさすっている勘弁してくれよ 時のはずみだ頭は大丈夫かいか酒をついだコップを出すと凌介は無言で受け取って椅子にかけて半分ほど飲んだそしてスタンドの上に両手を曲げてそこに顔を伏せしばらくじっとしていたがよろよろと立ち上がるとひと言もものを言わず真っ青な顔をして表へ出ていってしまった幸彦は後を追わなかった 相手が怒って物も言わずに立ち去ったと感じたので、そのままスタンドの前に腰掛けていた。ハンカチを出して唇から顎に垂れている血を拭いた。思ったより出血が多く、ハンカチが真っ赤になった。ねえ、マシタさん、あの人、なんだか様子が変だったわ。大丈夫かしら。しばらくしてももこが心配そうな顔になって言った。 それを聞くと幸彦も不安になってきたあれほどの喧嘩をしたのに何も言わないでしおしおと出て行ったのはただごとではないように思われたあらそこに落ちているのはあの人のベレーじゃない帽子も忘れていったんだわ幸彦はそのベレー帽を拾い上げて土を払っているうちに一層不安が募ってきたじゃあ僕ともかく追っかけてみる。 多分駅の方だろう。勘定してください金を払ってバーを出たまだ夜更けでもないのに飲み屋街にはほとんど人通りがなかった彼はその暗い道を半ば走るようにして大通りの方へ急いだそのころ相馬良介は例のガード下の十字路の方角へふらふらと歩いていたすれ違う人には泥酔者に見えた 事実酔ってもいたけれど彼のこの無勇病者のようなふらふら歩きは酔いのためばかりではなかったさっき打ったところが痛むのか歩きながら時々後頭部に手を当てて顔をしかめた歩道の小らい隅に寒さにもめげぬバーの客引き女やパンパンの姿がちらほらしていたその中の一人が酔っ払いと見て涼介と並んで歩きながら 糖の袖を引いたねえ、いいでしょちょちっとよ。涼介は見向きもしなかったまるで耳が聞こえないように前を向いたままふらりふらりと歩いていたちゅやなちゃんよく見るとみなりがみすぼらしいので客引き女は舌打ちをして引き下がっていった涼介は 何事もなかったように、そのままふらついていった。ちらほら雪が降り出していた。大通りは多くの店が戸を閉めて暗かった。向こうに十字路のガードが見えてきた。いつの間にか涼介の横に別の女が寄り添っていた。寒いわね。雪だわ。こんなとこ歩いてないで、どこかへ行きましょうよ。ね あが温めてあげるわ。そのパンスケは奇妙な格好をしていた2 2歳のそんなに醜くない女だったが真っ赤なセーターの脇の下に松松絵をついてぴょいぴょいと飛ぶように歩いていた片足は宙にぶら下がって地面につかないのだ寒いのにオーバーも着ていなかった涼介はやっぱり見向きもしなかったその頃から、 彼の彫刀が一層乱れてきた。前のめりになって、今にも倒れそうに見える。どうかなすったの？ねえ、早く部屋に行って休みましょうよ。彼はうるさいというように激しく手を振った。女はびっくりして身を避けたが、龍之介は手を動かしたはずみに体の中心を失ってそこへ倒れてしまった。あら。 こんなへころへ転んじゃうダメじゃありませんか女は親切に松葉杖を置いて手を貸して起こしてやっただが涼介はやっぱりうるさそうに女を払いのけるようにして前かがみによろめいていった女は諦めてその場に立ったまま不思議な男を見送っていた涼介はもうろうとした意識の中で胸苦しさに耐えなかった タクシーを拾っって帰りたた。いと思ったすると彼の目の前に歩道に接して1台のキャディラックが止まっていた凌介の目にはそれが客待ちのタクシーに見えたのかその方へよろめいて行って後部席のドアを開いて中にのめり込んだドアを閉めるのがやっとだった彼はクッションに腰掛ける力もなく絨毯を敷いた車の床に 横になってし,まったしばらくすると交番を出て十字路を横切った伊勢の姿が急ぎ足に近づいてきた彼は自動車の前で頭や肩に降りかかった雪を払い落とし運転席に飛び込んでハンドルを握ったスタートしようとしてふと窓の外を見るとすぐ近くの街灯の下に妙な若い女が立っているのに気を引かれた。 その女は口紅の濃い厚化粧をしているくせに松葉杖をついていたからだ赤いセーターの両脇に松葉杖の腕着が食い込んでいたガラス越しにのぞいてやると女はちょっと手を動かしてこちらへ呼びかけそうな様子をした「おや?」と思ったがその時伊勢の手はもうチェンジレバーにかかっていた車は動き出した 女は元の場所にじっと立ったまま遠ざかっていく車をいつまでも見送っていた 5. 侵入者伊勢のキャディラックは新宿から青梅街道を荻窪の方向に走っていた雪はいよいよ降りしきり 前方を見通すのがやや困難なほどであった。もう見渡す限り屋根も道路も白くなっていた。運転席の時計は十時十分だった。公園寺のあたりに差し掛かっていた。前方から大きなヘッドライトの二つの目が恐ろしい速さで近づいてきた。規定を無視した暴走だった。伊勢はハッとして慌ててハンドルを回した。 車は急角度に曲がって激しく動揺した道路に大きな穴が開いていたのだ彼のローバイを黙殺して暴走トラックは弾丸のように通り過ぎていった下打ちをして車の方向を立て直そうとした時ふと気がつくと後部席のドアが開いていた後ろ手に閉めようとしたが気になることがあった今のショックで、 死体を入れたトランクの蓋に異常が起こってはいないなだろうか。降りてみないではいられなかった雪の中に出て後ろに回ったトランクの蓋を両手で揺すぶってみた異常はないそれから横に出て後部席のドアを閉めようとしてちらと中を見ると座席の下に妙な物体が転がっていた人間だった 伊勢は化け物を見た人のように立ちすくんでしまったとも子の死体が彼女の異常な執念の力でトランクの中から後部座席へ抜け出してきたのではないかとゾーッとしただがよく見るとそれは男だった見知らぬ男だったありえないことが起こったのだ夢でも見ているのじゃないか頭が変になったのじゃないか どう考えててもそこに男がが寝ている意味わかからなかった。しかも君の悪いことにはその男は少しも身動きしないでまるで死人のように黙り込んでいるのだもっとよく調べるために車内灯をつけようとしてスイッチの方へ手を伸ばしたがふと気がついて手を引っ込めた「こんな場面を誰かに見られたら一大事だ」念のためにぐるっと辺りを見回してみた。 するとぎょっとするようなものが目に入ったすぐ後ろに赤い点灯がついていたいいんではない交番だちょうどその時赤い点灯の下のガラス戸が開いて中から制服の巡査が出てくるのが見えた怪しまれてはいけないぐずぐずしていると声をかけられそうな気がした 彼は慌てて後部のドアを閉め運転席に飛び込むと大急ぎで車を出発させたまだスリップの心配はなかった雪は降りしきっていたし道は真っ白だったが凍てつくほどの寒さではなかったよく舗装された台道が一直線に続いていたすれ違う車もだんだん少なくなってきたハンドルを握って前方を見つめながらも 絶えず後部席に倒れている怪人物が気になっていた今にもヌーっと起き上がって後ろから首を絞めに来るのではないかと異常な恐怖を感じたバックミラーにちらちらっと目をやらないではいられなかった突然鏡いっぱいにあの男の顔が現れるのではないかと思うと首筋がゾッと寒くなった荻窪の辺を過ぎてしばらくすると 道が狭くなり両側は際立って暗くなった人家もまばらになりところどころ竹藪などが続いていた彼は横丁に車を入れて後ろの座席をよく調べたいと思った人家のない枝道を探しながら車を走らせた街道の両側にはまばらに街灯が立っていたその光の中を薄黒く見える細かい雪が マイクルーようにして無限に落下していた両側の木立の間にわらぶき屋根の百姓屋が見え始めたそれらの大きな屋根にも一面に雪が積もっていた凍えるような外部の寒気に引き換え車内にはヒーターがあるので暖かかったむしろ暑いくらいだっただがその運気のためにフロントグラスが曇るので絶えずそれを拭き取らなければならなかった 角に竹やぶがありすぐには人家のなさそうな枝道があった彼はそこへ半丁ほど車を入れて停車しヘッドライトもテイルライトも消してしまったそしてしばらく辺りの様子をうかがったが近くには一点の明かりも見えなかった運転台のドアのバックにいつも懐中電灯が入れてあったれはそれを取り出して、 まず運転席から後ろへ体を乗り出すようにして後部席の腰掛けの下を照らしてみたその時一瞬間彼は異様な想像に立然としたもし後ろに誰もいなかったらさっきの人間が消えてしまっていたら背筋を何かがスーッと走り下るのを感じただが彼は気が狂ったのではなかった 懐中電灯の光の中に男が横たわっていたさっき見たままの死体で横たわっていた美術家のような長髪が乱れ痩せたトゲトゲしい顔が目をつむっていた派手な格子島の半街灯窮屈に曲げた黒いコールテンのズボンの先にドタ靴が重なり合っていたやっぱり階段めいた恐怖がさらなかった一体全体 こんな妙な男が車の中へどうして入ってきたのか想像を絶する機会児だった夢でも幻でもないことはもう分かっているとすれば一層不可解な謎であった伊勢は懐中電灯を消して音を立てないように車から降り闇の中に立ってもう一度入念に辺りを見回し耳を澄ました一点の明かりも見えず、 なの物音もなかった。本街道を遠くから近づいてくる自動車の気配も感じられないそこでやっと安心して後部のドアを開き再び懐中電灯を転じて怪人物に触ってみた声を出さないでその体を揺り動かしてみただがだが男は何の反応も示さなかった顔色が。 男の額の辺に手を当ててもう一度ゆすってみたがその額は不気味に冷たかった眠っているのではない死んでいるのだ急いで手首の脈を取ってみた脈は全くなかった男の胸の前に鏡のようにピカピカ光るものが落ちていたので何気なくそれを拾って 男の鼻と口の前にかざし懐中電灯でその表面を照らしてみた長い間そうしていても金属の光る面は少しも曇らなかった確かに死んでいる不思議は一層深まるばかりだった自分が運転している自動車の中にいつの間にか1個の死体が横たわっているこれはまさに怪奇小説の題材ではないか 現実の世界にはありうべからざる出来事ではないかいや1個ではないこの自動車には死体が2個隠されていたのだ一つは後部のトランクに一つは座席の床にこれほど奇怪な偶然というものがありえるだろうか魔術師があってトランクの女性の死体を男性に変えて座席の床に移したのではないか ともこの死体は現実によってこの男に変身させられたのではないか伊勢は正常の世界を離れて狂気の国に迷い込んだような気持ちだった雪の深夜人里離れた闇の中にただ一人二つの死体を前にしてはどんな人間でも異常の心理状態に陥らないではいられなかったであろう彼はにわかにトランクの中が心配になってきた 何もないところに男の死体が出現したのだからトランクの中のトモ子の方は逆に消えうせていないとも限らない。狂気の国の判断力が彼を慌てさせた彼は急いでポケットの鍵束を取り出し車の後ろに回ってそっとトランクの蓋を開いてみた懐中電灯の光を入れると茶色のスーツの肩が見えた見覚えのある頭があった 目をつむったとも子の穏やかな顔があった彼はやっとワンドしてトランクのふたに鍵をかけ元の後部座席に戻ったこの男は何者だろうどうして車の中で死んでいたのだろうそんな隙がどこにあったのだろうすると彼の頭にさっきの追突事件がよみがえってきたそうだ あの時俺は少なくとも20分は交番にいたその間この車は空っぽのまま捨ててあったあの時に違いない何者かが死体をこの車の中へ隠したのだこの男はその前に殺されていたのだろうその死骸を犯人が俺の車へ投げ込んだのだ伊勢がそう考えたのは極めて自然であった。 相馬亮介がバー桃色で倒れた時脳震盪を起こし伊勢の車にたどり着いてから脳の血管の出血が激しくなってついに絶命したというようなことを誰が想像しえたであろう頭部の打撲による死亡は打撲から数日後に起こることさえしばしばある決して想像外の出来事ではないのだがしかし今の場合 伊勢には到底そこまで考え及ぶ力はなかったやはり死体になってから投げ込まれたと判断するのが自然であったおやあれに何か意味があったのかな彼の頭にちらっと若い女の姿が浮かんだ真っ赤に口紅を塗って赤いセーターに松葉杖をついて街灯の下にしょんぼり立っていた 新宿の十字路を出発するとき彼に何か話しかけたそうにしていたあの不思議な女だまさかあのわしの不自由な女がこの大男の死骸を運んだり車に入れたりすることはできないだろうするとあの女は真犯人が死体を入れるところを目撃したのじゃないだろうかそれであんな妙な表情で俺に呼びかけようとしていたのではあるまいか おそらく犯人がまだその辺にいたのだろう。だからあの女は、その犯人を恐れて思い切って俺に呼びかけることができなかったのだ。それともあの女は、犯人の仲間かもしれない。犯人に命じられて見張りをしていたのかもしれない。しかし、あの女自身は決して悪人じゃない。悪人の顔じゃない。だから、 犯人をを裏切ってでも、俺に知らせようとする気持ちを起こしたのかもしれない。そこまで考えると犯人は一体どんな方法でこの男を殺したのかという疑いが起こった彼は美術家らしい男の死体をいろいろに動かして傷を調べたが血は全く流れていなかったし刃物の傷も弾丸の傷もどこにもなかった頭部の打撲の箇所にも裂傷がないので 挑発の上かかららは見分けられなかった首にも考殺の跡はなかった毒殺かもしれないと思ったそれにしてもこの男がもし殺人事件の被害者だとすると伊勢は二重の犯罪に関係を生じたことになる彼自身の殺人一つだけでもこれほどの苦労をしているのにその上また別の殺人事件を処わされたのだこの複雑な重圧に 心も体ももはや耐えきれぬ思いがしたいっそここへ警官が現れてくれればいいと思ったそして2つの死体を発見して俺を縛ってくれたらどんなに楽になるだろうと思った彼はしばらく放心したように突っ立っていた晴美の顔が頭の闇の中に着色映画のように現れたああ 春のことさえ長い間忘れていた彼女は明日の朝熱海で恐ろしい役目を果たさなければならないのだきっとやってみせると言っていたそれよりもあなたの方が心配だわと言ったその晴海の幻影が彼に闘志を呼び戻してくれたこれぐらいのことでへこたれてどうするんだ 犯罪にはあらゆる難関が次々と迫ってくるのだ困難な事業と同じことだ俺はやり抜いてみせるその他に今まで通りの俺として生きていく道はないのだやり抜く他にはどんな逃げ道もないのだ彼はにわかに実務的になった何よりもまずこの男の身元を調べなければならない さっきは無心で使用した鏡のように光ったものが銀のシガレットケースであることに気づいた死人のポケットから落ちたものにそういない彼はそれを開いて伝統の光を当ててみた内側は金メッキがしてありゴムバンドにピースが56本残っていた蓋の裏に何か文字が彫刻してあった「愛するお兄様へ Y」 これによってこの男には少なくとも1人の妹がありその名がや・ゆ・よのうちどれかで始まっていることが分かった次に死体の全部のポケットを探してみた街灯のポケットからはタバコ屋でくれるマッチとアート紙に印刷したどこかの広告リーフレットと古い革手袋上着のポケットからは札入れとハンカチ ズボンのポケットからは10円どうかがいくつかと丸めた花紙が出てきた半街灯にも上着にもネームはついていなかったひょっとしたらワイシャツに洗濯屋の目印があるかもしれないと思ったので上着の襟をはだけてカラーの下を覗いてみると茶色の糸でカタカナが縫い付けであったカラーのボタンを外して裏返してみた「相馬、ま」 反読できた相馬に違いないそのほかに思い当たるせいはなかったポケットから出た広告リーフレットをよく調べてみたそれはアートペーパー三つ折りの洒落たもので表紙にシュールレアリズムの画風で美しい女の姿が印刷してあった 銀座の島真珠店の島店リーフレットだ。この画家は島真珠店の図案係をやっている相馬という画家なのであろうそれだけであった着衣にも持ち物にも犯罪の手がかりになるようなものは何も発見されなかったさてこの死体の処置をいかにすべきであろうかもしトランクに智子の死体のない場合ならば ありのままを届け出るのが最もたやすくまた安全な道だがそれは考えのほかに置かなければならぬといって男の死体を車から出してどこかへ捨てておくことは無論できないそこから足がついて彼の真実の犯罪までも暴かれてしまう懸念があるやっぱりこの死体もダムへ運んで永久に隠してしまうほかはない 他人の犯罪を補助するようなもので実にバカバカしい話だがそれ以外に適当な方法がないのだどうせ智子の死体を隠すのだからついでにもう一つの死体を同じ場所へ運んだところで2倍の手数を要するわけでもないただ一つだけ非常に気にかかることがあったそれは今夜何か大きな犯罪があって このの沿道に非常線が張られていいいるのではないかという不安だった。その場合はたとえ真夜中でもいや真夜中なれば余計に車はいちいち停車を命じられ免許証を調べられ住所・生命や行く先を尋ねられるまさか後部トランクまで開かれることはあるまいがこの尋問が恐ろしいどんなことで疑いをかけられ 一層詳しく取り調べられるかもしれないからだそういう際にこの男の死体は致命的だトランクの中へ2つの死体は入らないクッションにかけさせて病人とでも見せかけるほかはないが非常線にぶっつかったらそんな疑問はたちまち見破られるだろう画家の死体をこの辺の林の中へ捨てて出発するのとそれを後部石に乗せてダムまで運び 完全に抹殺して後腐れを残さないのと非常線という万一の場合を考慮に入れてどっちが安全率が多いかこれは難しい問題だった伊勢は脳髄の真ん中へ試作の霧を揉み込むようにして考え抜いたそして結局画家の死体を運ぶ方にかけることにしたどんな事業にも計算しきれない部分がある 彼は今その部分に出くわしたのだそれは賭博以外のものではなかった長か半かは盲目の意思で決めるよりほかはないそして彼はそれを決めたのだ決意すると彼はすぐに画家の死体を抱き上げて座席に腰掛けさせ上半身をクッションの隅にもたれかけさせて病人か泥酔者のように見せかけることにした ポケットから取り出した品物は全部元に返したがリーフレットと銀のシガレットケースだけは伊勢自身の内ポケットへしまい込んだこの死体検査と決意のためにほとんど30分を費い出した急いで出発しなければならない彼は運転席に戻って車をバックさせ本街道に出るとヘッドライトテイルライトを転じて青梅の方向へ走り出した 時時計は11時30分を示していた。雪はやや小降りになっていた行き交う車もほとんどなく無人の峡を疾走する感じだった道は悪くなかった田無のあたりを過ぎた頃から両側は林や田や畑ばかりになった街道に立っている街灯の間隔が恐ろしく広くなって見渡す限り はくが,いがいたる闇の荒野であったごくまれに交番の赤い電灯の前を通過したが巡査の姿は見られなかったこの分なら非常線が張られている様子もない彼はほっとため息を漏らして一層車の速度を加えただがこの先に青梅の町があるそこに犯罪事件が起こっていたらやはり非常線の危険がある まだだ。安心はできないのだ彼は顔にも体にも汗をかいていた暑さに耐えなかったのでヒーターのスイッチを切ってしまったそうすればひっきりなしにフロントグラスを拭く手数も省けるのだ40分も走ると向こうに青梅市の明かりが見えてきたこの難関を越せばあとは奥多摩の山道にかかるのだ 山道には山道でまた別の危険があるけれども差し当たっては眼全の不安であった交番の赤い電灯が見えるごとにひやひやしたが何事もなく街に入った雪の夜の11時半町はみんな寝静まって人通りもなかった青梅警察署の前さえ通過したけれど警察そのものも廃墟のように 静まり返っていた6固定の秘密青梅の町外れから道は二つに分かれている一方は氷川町を経て小河内から山梨県に入る街道一方は北に折れて谷沢町から富士瀬を通って埼玉県に出る街道だ 伊勢のキャディラックは北に折れて谷沢町を通過し天川支流の渓谷沿いの険しい山道に差し掛かった道は急角度のジグザグコースを取り刻一刻高度を増していく右は急傾車にそば立つ山左は底知れぬ渓谷その谷底から岩に激する流れの音がエンジンの響きに混じってかすかに聞こえてくる もう振り絵んではいたが、山路は一層雪が深く、山も谷も街道も白一色に塗りつぶされ、道と谷とのけじめもつかず、急角度の曲がり角に立っている。道と谷とのけじめもつかず、急角度の曲がり角ごとに立っている。自動車のための表示板も雪に覆われて見分けられず、運転は極度に困難になってきた。本当ならこの辺で。 タイヤに滑り止めのチェーンを巻くところだが街ばかり走っているキャディラックにはチェーンの用意がなかったしかし幸いなことにはこの街道は富士ダム建設のために幅の広い舗装道路になっていたのでゆっくり走れば谷間に転落する危険はほとんどなかった急角度の曲がり角の外側には車止めの石垣が築いてあったし谷との境目の見分けられぬ箇所は できるだけ山沿いに走ればまず安全であった山道に入ってからは沿道にブラクらしいものは全くなかった自動車は白外外の無人の橋を独りぼっちであえいに登っていった遠くからヘッドライトを見られはしないかという心配はあったけれどそれを消してはとてもこの山道を進むことはできなかったヘッドライトの光の中は 何の変化もなのもい白一色でともすればキラキラ光る深い霧のただ中をめくらめっぽうに突き進んでいるような錯覚に襲われたもう真夜中の12時に近くなっていた夜が更けるにつれードを増すにつれ雪道はコチコチにいててきたともすればタイヤが空回りして肝を冷やした運転者にとってこれほど恐ろしいものはない しかもそこは一つ間違えば先人の谷底に転落する急角度の坂道なのだ伊勢は全神経を運転に集中しなければならなかった車内のヒーターは消したままだったけれど彼は全身に汗をかいていたチカチカする真っ白なものばかり見つめているのでぼーっと視力がかすんでくることがあったそういう時はしかたがないので 車を止めて力いっぱいブレーキを踏んでいたがそれでもグッグッと車が後方に滑った奇妙な想念がちらっと頭の隅にひらめいたトモコの音量が後ろかか。ら引き止めていいるんじゃないか伊勢はそんなことを考える性格ではなかったが雪に閉じ込められた深夜の山中という環境が ふと彼の心に隙間をつくったのだその想念がひらめくと背筋をつーっと何かがはい上がって盆の窪の毛が音を立てて逆立つのを感じた彼はこんな雪の夜に死体を藤瀬ダムまで運ぼうとした無謀を後悔し始めていたこんな冒険をしなくてもいくらも死体処理法があったに違いないと思った 水入れ直前のダムの底という独創的な死体隠匿場所に見寄せられたのがいけなかった我と我が着想に惚れ込んでしまったのがいけなかった悲観的な想念ばかりが次々と湧き上がってきた晴海の方でも今夜か明日の朝取り返しのつかぬ失策をやるかもしれないそして全てが失敗に終わって彼は愛人と一緒に法廷に引き出され のの前に集を晒すのだ。法廷の場面が瞼の裏にまざまざと描き出された彼はそこでハッとして我に返ったもう崩れそうになった最後の一戦で気を取り直した持ち前の根強い闘志が心中の地味猛狂を一挙に叩き伏せた「しっかりしろお前はそんな弱い男じゃなかったはずだ どんなことだってやる気になればやれるものだという信念を持っていたんじゃないかその信念をるい起こせそして困難な事業を成し遂げてみせよ外貨をあげる日を想像しろ晴海が可愛くないのか彼女との天下晴れての同棲を楽しいとは思わないのか彼はまた慎重な運転を始めた。 走行メーターから推定すると富士瀬ダムまではあと 5km 余りの計算だった山道の5キロは決して楽な工程ではなかったがもう半ば以上を越したのだ最後の胸棟き八丁を征服すれば富士の山頂を極めることができるのだ道はいよいよ上り坂になった車輪の空回りもますます激しくなった 虫のううような運転だったもう車の操縦のほかは何も考えなかったヘッドライトの光の中の白一色にもやや慣れてきたジグザグの曲がり角に来るたびに一つ二つと感情したその数が増えるに従ってゴールへの距離が縮まっていくのだ果て知らぬ難行苦行の後にやっと峠の頂上に達した そこからはやや平坦なな道になるはるかに伝統の光がいくつも見えた園庭付近の工事用の伝統だそれが凍った光を辺りの雪山に投げその下に園庭の巨大な直線が見えている園庭はもう完成され今から4日後の3月1日には工事中の洞水トンネルの口を潰し淡水が始められる。 だから園庭付近の工事場に残っているのは必要な事務所と半売だけでもう野行などはしていないましてこの雪の夜事務所も半売も寝静まっているに違いないしかし犯罪は他のいかなる事業にも増して綿密入念でなくてはならない一部の隙があっても発覚のもとになるのだもし半売か事務所の窓から はるかの峠道のヘッドライトを見られたら後日どのような不利な証言とならないものでもない幸い道は平坦になったこの先はやはりジグザグの下り坂で運転の困難は上り坂に劣るものではないが事務所や半ばからだんだん見られやすい位置になるのだから万難を拝して全ての明かりを消してしまうほかはなかった彼はヘッドライトのスイッチを切って車を止めた そして、じっと外の闇を見据えていた視力を鳴らすためだすると雪明かりの不思議さは辺りの景色がだんだん見分けられるようになってきたもうこれなら大丈夫と思った時車をスタートした注意に注意をしてゆるゆると進めたが道の平坦なうちはよかったけれどやがて下り坂にかかると運転は困難を極めた 雪の坂道は上りよりも下りが危険であることが分かってきたまたしてもジグザグコースが始まった曲がり角がだんだん急になってきた彼の注意力に目にも止まらぬほどの隙間があったハッとした時には車が止めどなく滑っていたブレーキをかけて車輪そのものは止めているのだがタイヤが硬い雪の上をズルズルと滑った もうダメだと思った。全身の汗が一瞬に凍ったすぐ目の下に自動車道の端があったその向こうは先人の断崖だしかし彼の必要な気力は最後の試みを放棄しなかったギアをバックに入れてブレーキを外した後部車輪が激しい勢いで逆に回転した だが空回りだ。がりピューンという機械のこぎりのような嫌な音を立てて空転したその時ガクンと恐ろしいショックを感じた断崖から転落する時のショックだったかいやそうではなかったそこには道と谷との境目に低い石垣があった雪に覆われた車止めの石垣があった 全部バンパーがそれにぶっつかったのだその石垣と後部車輪の逆回転との2つの力が合わさって車はかろうじて停止したのだ助かった無限の谷底へスーッと落ち込んでいく予感に目をつぶっていた伊勢はやっと死ななかったことを自覚した助かったのだ最後の瞬間に 車を逆回転させたとっさの努力によって彼は助かったのだそれから全身の神経を手と足に込めてそろそろと車を正しい方向に向け直したそして虫をはうような速度で坂道を下っていった晴天の昼間ならば5分の行程に30分を要した全身汗みどろの 息も絶え絶えの30分を要したそしてやっと藤瀬部落へ下る分かれ道に差し掛かったその辺りからは工事のための明るい電灯がところどころに立っているのでやや運転が楽になったそれから分かれ道に入ってからも滑りやすい下り坂にたっぷり20分はかかった部落の中の平坦な河原に着いた時には もう1時20分を過ぎていた。アパートを出発したのが9時20分ごろそれから新宿十字路の追突事件途中で画家の死体調べと無駄な時間を費やしその上山の難路に普通の数倍の時間がかかったので往路だけで4時間が経過した予定の2倍である帰りは何の事故も起こらないと仮定しても 夜明け前に東京に着くのがやっとであろうだがまだ2つの死体処理という大仕事が残っていたそれを完了するまでは決して安心はできない部落の闇の中にどんな障害が待ち構えているかもしれないのだできるだけ例の古井戸の近くまで車を進めて雪の上に降り立った時には全身ヘトヘトに疲れ切っていた 身を切るような寒さもほとんど感じなかった寒さのためではなく手も足もしびれたようになってものの役に立たないのかと案じられた何よりものどがカラカラに乾いていた見るとすぐそばに白い大乳うどのような立ち木があったので彼はそこへよろめいて行って木の葉に積もった雪をつかんで口に入れただが 雪では満足しなかった後ろの河原に音を立てて水が流れている彼はまたその方へよろめいていった雪の河原に腹ばいになって凍るような水をガブガブと飲んだそしてそのまま起き上がる力もなくぐったりとしていた寒さはまだ感じなかったお前は 眠ってしまうつもりか。眠れば凍死するばかりだぞ自動車の中に2つも死体を放っておいてこのまま死んでしまうのか何という育児なしだ最後の5分間だぞしっかりしろしっかりしないかやっと起き上がったそして最前よりはしっかりした足取りで。 自動車のところへ帰った。まず最初に相馬という画家の死骸だ彼は後部席のドアを開けて死体のドタグの足首をつかむと全身の力を込めてずるずると外へ引っ張り出したそして肩と腿に手をかけて体を二つ折りにしてやっと抱き上げることができた遠くの伝統の横と雪明かりで 古の見当はついていてたそこまで3 0ルはあるだろうそのくらいなら重い荷物を持って歩けそうださっき峠を越してからは積雪の量がぐっと減っていたこの富士瀬ブラクの盆地も案外雪は深くなかったそのかわり地面はコチコチに居てているのでよほど足元に注意しないと滑って転びそうだった その上ここには大小の石がゴロゴロ転がっている疲れきった体で重い荷物を運ぶのは容易なことではない滑らないように一歩一歩足を踏みしめて狭い歩幅で歩いた死体は痩せているけれど大男なので疲れた腕には耐え難い重さだった右の方の遠くの高台にダム工事の伝統がキラキラしている 光線そのものが凍りついたような寂しい光だ頭の上にどす黒い空がかぶさっているやがて人口の湖水になる広い谷間の盆地その巨大な雪のくぼみの中にたった一人の人間が死骸を抱いてとぼとぼと歩いているその孤独な哀れな姿をどす黒い空の上から 何者かがじっと見つめている豆粒のような人間をじっと見つめているはっとすると彼は死骸を抱いたまま前のめりに転んでいた注意に注意していてもつい石ころにつまずいたのだ相馬画家の死骸が激しく持ちをついて地面に横たわった伊勢は起き上がる前に ポケットに入れてきた懐中電灯を転じて地面を照らしてみたもし何かの痕跡を残してはという不安のためだ犯罪者の神経は無用なまでに細かくなる地面には何も落ちていなかったそれよりも彼を喜ばせたのは雪の上に死体が尻餅をついた後も彼の靴跡さえもほとんど残っていないことであった 雪がいてててくなっていたからだ淡水まではまだ4日あるその間無人の盆地の雪の上に自分の足跡だけが点々と残っているかもしれないという考えが彼をひどく不安にしていたのだが極寒が彼を救ってくれたその唯一の不安が解消した再び死体を抱き上げてようやく古い戸に達した そこで一度死体を下ろし懐中電灯で井戸の底を覗いてみた深さは3メートルほど底は雪に覆われていたが3ヶ月前に覗いた時と変わりはないように見えた井戸川はなくて周りに富士製紙の角材が不規則に置かれているばかりだった死体を抱き上げ井戸の周りの雪を崩さないように注意してゆっくりと 暗い穴の中へ落とし込んだ鈍い地響きとともに何かぐしゃっという嫌な音がした伊勢は井戸のそばに立ったまましばらくじっとしていた河原のせせらぎの音が聞こえてきたどこかでキーッと物のきしるような音がした向こうの林の中からのようだ かんやにもよどりが鳴くのであろうか彼は気を取り直して自動車に戻った鍵を出して後部トランクの締まりを外したしかしその蓋を持ち上げるのに手間がかかったこれから彼の最も嫌なことをしなければならなかったからだとも子の死体は最初入れた時とは全く違った姿勢になっていた 自動車の長時間の振動のためと分かってはいてもこの無人の山中では異様に不気味であった彼女の恨みの執念が死体を移動させたのではないかとふと疑いの念さえ湧き上がったぼんやり薄白く見えるものがすぐ目の前にあったとも子の仰向むきの顔だ闇の中でその顔だけがくっきりと。 浮き上がるように見分けられた細かいところまでありありと見えた目が半目に開かれ白目でじっと伊勢の顔を見つめていた伊勢の方にはもうほとんど悪はなくなっていた憐れみの情が心を占めていた智子との結婚生活のそれぞれの時期の短編が素早く脳中をかすめていった。 そっと顔に手を当てて白目をつぶらせてやったそれから頬を柔らかくさすってやったその頬は氷のように冷たかった指先が唇に触れた時ガッとかみついてくるような恐怖を感じた「この女は永遠に俺を憎んでいる決して許すことはないだろう」 そう考えた時彼の心中に彼女の生前と同じ名乗しがたい憎悪が蘇ってきた子供のようにわあっと泣きわめきたい衝動を感じたそして彼の手のひらは死人のほうをピシリと叩きつけたポロポロ涙がこぼれた憎悪に押しふさがれた奥の方の連瓶が涙に出口を求めたのかもしれない どうして泣くのだろうと不思議に思いながら泣いていたとも子の体をアパートの階段を降りるときと同じ抱き方で抱き上げたやっぱり頭と足がブランブランした滑らないように注意しながらゆっくりゆっくり歩いた早々の儀式のような気がした今度は一度もつまずかなかった 何か物忘れしたような感じが後頭部にあった何だろうと考えたああそうだどこかから誰かが見ているというあの感じだったその監視者が暗い空から地上に映っていた地上のどこかにもう一つの魂がじっと見ているような気がした抱いている死体のほかに 何者かが井戸のそばにそっと死体を置いて懐中電灯をつけた念のために井戸の底を照らしてみる画家の死体は消えうせてはいなかった元のままの姿だったそれから光を智子の死体に当てた顔はもう見たくなかったわざと顔を下げてベルトの部分に当てた そこにハンカチで包んだ担当がくくりつけてあるのを忘れてはいなかったハンカチを解いて担当を井戸に投げ込んだハンカチは死体の上着のポケットに入れたそれから懐中電灯をスカートから足のほうに向けていった靴下の足先が露出していた変だななんだかおかしな格好だあ靴だ 靴がない思わず声に出た闇と静寂の中に突拍子もない声だったその瞬間もう一つの別人の靴のことが映画のようにひらめいた去年ここへドライブした時晴美のハイヒールがやはりこの辺りでもげたのだ明るい昼間で富士山岩の六章色が美しかった 懐中電灯の光を雪の地面に当ててその辺りを歩き回り自動車まで帰った真っ白な地面だから一目でわかるどこにも黒い靴は落ちていなかった自動車のトランクを開いてその中を照らしてみたここにも靴はなかったもう一度念入りに地面を見ながら井戸まで帰ったともかく死体を処分しなければならない靴は後から投げ込めばいい 死体を抱き上げてそっと井戸の中に落としたとも子は大きな風呂敷包みか何ぞのように黒い穴の中に消えていったそしてもう一度あの嫌な音が聞こえてきた死体の置いてあった地面を照らしてみた靴がその下敷きになっていたのかもしれないと思ったからだ しかし何もなかったアパートを出るとき死体が靴を履いていたことは間違いない彼女は晴美の部屋へ靴履きのまま上がったのだ浴室に倒れたときにも靴を履いていたとも子に化けることを晴美に教えたとき死体の靴を脱がすのは嫌だしサイズも合わないだろうからそれと似た晴美自身の黒い靴を履いていくように言いつけただから トモコの死体は靴を履いたままだった自動車から井戸まで運ぶ間に落としたとしか考えられない長い時間の自動車の振動で死体の位置が変わり靴も脱げそうになっていたのであろうそれを井戸へ来るまでに振り落としてしまったのだ伊勢は諦め悪くもう一度自動車との間を往復してみた広い面積を懐中電灯で照らしながら探した しかしやはり何も発見できなかった不思議だったなくてはならないものが消え失せてしまったのだ彼は山の奇体な動物を想像した黒い猿のようなやつが靴を拾って逃げていく姿を想像したとも子の靴には無論ネームなどついてはいなかった同じ外形の同じサイズの靴は世間にいくらでもある もしあの靴が誰かの手に入ったとしても大して気にすることはないのだ死体さえ完全に抹殺してしまえば一足の靴だけに何の証拠力があるものか大丈夫だ大丈夫だそう自ら慰めてはみたもののやっぱり気がかりだった一本の髪の毛さえも名探偵の手にかかれば恐ろしい意味を持ってくるまして 大きな靴が一足だ。これが破綻の糸口にならないとどうして断言できるだろう自動車に帰った時もう一度トランクの中を照らして調べたあとで車体の下に落ちているかもしれないと車を少し動かしてみたがそこにも何もなかったもう諦めるほかはないと思った彼は井戸のそばに戻ってその辺の雪にうずもれた富士製紙の角材を起こし 両手に抱えて井戸の中に投げ入れた耳を塞ぎたいと思ったが塞ぎはしなかった地響きとそしてもう一つの恐ろしい音が物の潰れる音が聞こえてきたその辺にはたくさんの角石が置きっぱなしになっていた次々と雪の中からそれを起こして投げ入れた 二本、三本、四本、五本。もう大丈夫だろうと懐中電灯で照らしてみると井戸の底は角石ばかりで死体はほとんど見えなくなっていた大きな石を投げ入れたのは言うまでもなくこの辺一帯がダムの枯水となっても井戸から死体が浮き上がらぬためであったあとは小石を投げ込んで隙間をうずめるだけだ 彼は少し離れた場所の地面の雪を靴で蹴って小石をかき起こしハンカチに何杯も運んでは井戸に捨てたそして懐中電灯で二つの死体が完全に覆い尽くされたのを確かめるとほっとしてそのまま自動車に帰ったこれでとも子とも永遠におさらばだ藤瀬部落の石切り場とも永遠におさらばだ悲しくはなかった 大事業をついいいいに成し遂げたたという安堵感でっっぱいだった恐ろしく疲れていた喉はもう渇かなかったけれども腹が減っていたそれよりも酒が欲しかった出発の時飲食物を用意するほど心のゆとりがなかったことを悔やんだこれからまた東京まであの道を帰るのかと思うとうんざりしたが来る時のような恐怖はなかった トランクにも座席にも、もう死体は入っていないのだいつ非常検査を受けても少しも恐れることはないこの夜更けにどこへ行くのかと問われてもその言い抜けはいくらだってある死体という重荷がなくなったからにはもう少しもビクビクすることはないのだ車をスタートした時もう一度古井戸の方を眺めた。 たにうをながしよかりだがはっきり見分けられるものは何もなかった深い霧に閉ざされているような感じだったその薄墨色のもやの中に何か動いているものがあった白っぽい大きな動物らしく思われたはっとして車を停めその方を見つめたがもう何も見えなかった 今のはなんだか大きな白い犬のように感じられたさっきの奇妙な不安がよみがえってきたこの藤瀬ブラクの無人卿に目に見えぬ何者かが彼の行動を見守っていたというあの不安がよみがえってきた幻覚だ犯罪者の恐怖心が生み出す幻覚に過ぎない何をビクビクしているのだ死体は 完全にこの世から消滅してしまったじゃないかあと4日たてばここは大きな湖水になるその湖水の底のそのまた古井戸の底の大石小石の下に埋まっているのだなんという安全な隠し場所だろうどんな動物だって神様だってもうあれを掘り起こすことはできはしない安心しろ これですっかり片付いたい何の不安も残っているはずがないのだ彼は再び車をスタートしたもう振り返らなかったヘッドライトは消したまま車はブラクから本街道に出るあの坂道をあえぎながら登っていった 7. 南探偵事務所空も海も波止場も陰鬱な灰色に閉ざされていた桟橋には黒い影のような多勢の人が立っていた彼女はその後ろから船を見ていた500トンほどの真っ白に塗った美しい遊覧船だった船尾の甲板から 船客たたちが手すりにもたれて桟橋を見下ろしていたその先客の中に異様に目立つ陰鬱な男の姿があった兄の相馬良介だった失踪した時と同じ荒い孔子島の半街灯を着てぼんやり突っ立っていた彼女の存在には少しも気づかぬ様子でじっと空間に目を据えていた 行方不明の兄さんがこんなところにいたのかと思うと彼女は飛び立つ思いで声をかけようとした兄さんと叫ぼうとしたしかしなぜかどうしても声が出なかったぼーっと汽笛が鳴って船は緩やかに動き出した船尾の甲板が目に見えるほどゆっくり遠ざかっていく彼女は喉を振り絞った 胸をいっぱいに膨らまして死に物狂いに叫ぼうとしたしかしいくら口を動かしても声にならなかった涼介はまるで銅像のように身動きもしないで立っていた目もそっぽを向いたまま動かなかった彼女は駆け出そうとした船が桟橋を離れないうちに船尾の下まで行って兄を呼ぼうとしたしかし いくら足を動かしても少しも前に進まなかった黒い影のような見送り人達は彼女がそんなに苦しんでいるのに見向いてもくれなかった早く兄さんを呼び止めて船を止めてその言葉の半分ぐらいからやっと声が出た声が出たかと思うとハッと目が覚めていた そこは西銀座の洋装店和美マリーの店であったも馬良枝はこの店のデザイナーとしてもう2年以上も務めていた社長の和美マリ子は服飾会に名を知られた女丈部だったが良枝の美貌と優秀な技量を買って彼女を3人のデザイナーの首位に置いていたそこは店の間とは区切りのあるデザイン室だった良枝は一りぼっちで そこの大デスクに持たれていた他のデザイナーたちは仮縫い室に入っていたり店に出たりしていて部屋には誰もいなかった外は雨だった5月初めまだ梅雨には早いのだが気象の変調で毎日のようにリングが降り続いていた客もまばらだったし陰鬱な天候のせいで彼女はついうたた寝をしていたのだ嫌な夢だった この頃はいつも決まったようにあの夢を見る兄の亮介が行方不明になったからもう二月以上になる亮介は一月以上も無断で放浪旅行をすることがあるけれどたまには旅先からハガキをよこすのに今度はそういうハガキが一度も来ていないのだ親戚や友人は残りなく聞き合わせた知っている旅先の旅館へも問い合わせた 高い広告料を奮発して写真入りの尋ね人広告まで出したが何の反響もなかった手段に尽きてついに警察に願い出る決心をした増田幸彦と相談して警視庁少年課の家出人係を訪ね凌介の捜索願いを出したそれからもう一月つになるがその方からも何の音沙汰もなかった夢の中で 兄はいつもそっぽを向いている何か妹の顔を見るのを恐れでもするようにそっぽを向いている物さみしい不吉な姿だひょっとしたら兄はどこかで死んでしまったのではないだろうかそれを思うといても立ってもいられなかったそうだわもう後には私立探偵が残っているだけだわよしえは 前々から私立探偵のことは考えていた彼女は一月ほど前兄と共同生活をしていた千早町のアトリエを引き払って真下幸彦のアパートに移っていた幸彦との結婚は兄も許していたのだし義しは良介がバー桃色で幸彦に承諾を取り消したことは知らなかった幸彦がそれを隠していたからだ女一人のアトリエ住まいに耐えられなくなって ことと同棲することにした。結婚式はまだ挙げないけれどもいわば新婚生活に入ったわけであるある日2人の間に私立探偵に依頼する話が出たことがあったそういえば銀座の喫茶店ブルーの向こう側に「南探偵事務所」という看板が出ていたね幸彦がすぐそれを思い出したあれはもう半年も前になる 二人がブルーの2階で出会い帝劇のシネラマを見た日だった兄の亮介の誕生祝いに銀のシガレットケースを買ったのも同じ日だったよしえは南探偵事務所の看板は忘れていたけれど私立探偵南重吉の名は新聞広告で知っていただがそれにも及ばないだろう警視庁にちゃんと届けてあるんだからそれ以上の手段はないよ 全国に大きな組織網を持っている警察にもわからないことが私立探偵なんかの貧弱な力でどうなるものでもないまあもう少し待ってみるんだね幸彦は涼介のこととなるとどこかしら冷淡だった幸彦は申し分のない愛人であり夫であったけれどよしえにはその点だけが不満だった兄の涼介が行方不明になった夜更け幸彦が 千早町のアトリエへ駆け込んできた時のことを思い出す雪が降っていた幸彦のオーバーは雪で真っ白になっていたあの夜幸彦は新宿の桃色というバーで兄と議論をして酒癖の悪い兄に殴られて唇から血を出していたその喧嘩のすぐあとで兄は一人でバーを飛び出してどこかへ行ってしまったというのだ そそしてそれっきり今日まで行方不明が続いている幸彦はその時後からバーを出て寒い町をうろつき回って兄の行方を探したけれどとうとう見つけることができないでもうアトリエに帰っているのではないかと吉江のところへやってきただがその時吉江は一人ぼっちで留守番をしていたのだ外は雪だし夜は更けたしいつまで待っても兄が帰らないので 彦はアトリエに泊まってしまった2人が一晩同じ部屋にいたのはあの時が初めてだったよしえにはその夜の甘い海藻があった喧嘩別れをしたまま亮介が行方不明になったのだから幸彦はその責任を感じていないではなかっただから尋ね人の新聞広告は文案から申し込みから一手に引き受けてやってくれたし警視庁へも一緒に行ってくれたのだが それは表面のことで、心の奥では決して兄を好いてはいなかった愛人の兄だからというので仕方なく付き合っている気持ちがよしえにはよく分かっていた二人はまるで性格が違っていた純粋で天才肌で短気で怒りっぽい兄祭神で人触りがよく現代青年の幸彦お互いに獅子反目するのが当然であった その上、亮介は妹の義江に対して異常なほどの愛情を持っていた相手が何者にもせよ妹を手放すことが惜しくてたまらないように見えたそれも兄が幸彦に反感を持つ一つの理由だった義江はそういう心理をもよく知っていたただ義江が少しも知らないことが二つだけあった一つはバー桃色で 兄の輝介が幸彦に向かって妹を君にやることはよしたと宣言したこともう一つはそれから殴り合いになって幸彦に突き倒され陶器の洗面台で頭を打って一時人事不正に陥ったこと一つは酒の上で議論の腹立ち紛れに口走ったことだしもう一つの方も殴ってくる輝介を避けようとしたずみの出来事で幸彦に悪意があったわけではないのだが ししか幸し彦は亮介の妹である愛人にそれを打ち明けることを躊躇した一度言いそびれると改まって話しにくくなりついそのままになってしまったのだよしえはこの2つのことを少しも知らなかった想像さえしていなかっただが恋人の間に爪の先ほどの秘密があればそれとなく神経に感じるものだ 幸彦の態度についてのかすかな不満の中にはそういう陰避の感動も混じっていなかったとは言えない幸彦が私立探偵に依頼することには反対だったのでよしえも二度とそれを口にしなかったが心の中では絶えず考えていたそしてあの嫌な夢を見たのがきっかけになってまたそれを思い出しいっそ幸彦には何も言わないで 今日ににも南探偵事務所を訪ねてみよううという気になったのだった月給日からまだ間もなかったので彼女の札入れにはたっぷりお小遣いが入っていた私立探偵に前払いを要求されても多分大丈夫だと思ったそう決心すると店の引ける時間が待ち遠しかったその夕方の6時ごろよしえは銀座裏の南探偵事務所の入り口に立っていた 洋菓子店路月堂の2階3階が貸事務所になっていて南探偵事務所はその3階にあった路月堂の横手の狭い入り口から木造りの汚い階段を3階まで上るとガラスのドアに「南探偵事務所」「南重吉」という色あせた金文字が見えたよしえはそのドアをノックしたがひっそりとして返事もない。 ノブを回すと鍵もかかっていないので、そっと中へ入っていった。大きなガラスのついたてで、部屋が二つに仕切ってあって、その手前に受付らしいデスクや客用の丸テーブル、椅子などが並んでいるのだが、受付の係は不在と見えてガランとしている。しかしついたての奥には、人のいるらしい気配が感じられたので、そっと覗いてみると、向こうの窓際に立っていた背の高い男が、 ひょいとこちらを振り向いたよしえははっとして思わず声を立てそうになった兄の亮介がこんなところに隠れていたのかと思ったからだだが一瞬間で別人であることが分かった非常によく似た別人だった顔の輪郭や体つきはそっくりだが兄よりもずっと美男子だった服装などもはるかに整っていた 男のほうでもびっくりしたような顔でしげしげとこちらを見ていたその目つきに女たらしの甘い色がちらと見えたよしえは鋭敏に警戒心を起こした失礼しました南さんの探偵事務所はこちらでしょうか相手の顔をじっと見つめて訪ねた男は窓際を離れて事務机の間をこちらへ近づいてきた 私なみですお初めてのようですが事件のご依頼ですかええー、ちょっとああそうでしたか私が社長の南ですどうかおかけください男がついたてのこちらへ出ようとするのでよしえは身を引いて彼を通した南社長は丸テーブルに向かい合っている椅子の一つをガタンと言わせて位置を直し さあどうかと身振りで彼女に勧め自分も向こう側の椅子にかけにこやかにこちらを見つめているよしえはおじ儀をして行儀よく椅子にかけ膝のハンドバッグから小型の名刺を出してテーブルの上に置いた紹介していただく方もなかったものですから失礼だと思いましたけれどでもお差し支えはございませんかしら 南は名刺を取り上げてああかずみさんの洋装店にお勤めなんですねかずみさんにはお会いしたことはありますよあらそうでしたのでも今日は全く個人的なことでお願いに上がったのですからうちの社長にはおっしゃらないでいただきたいのですがそれは大丈夫です秘密主義は探偵者の生命ですからねあなたの秘密は決して誰にも漏らしません 安心してお話しくださなみは長い足をゆったりと前に組んでタバコに火をつけたい,いえ秘密というわけではありませんけれどよしえは慌てて打ち消してあの家出人を調べていただきたいのですがお家出人をねあなたのお身内の方ででもええ兄なんですの。 ああ、それはご心配ですね一つ詳しく事情をお話しくださいませんか南は兄と同年配の356歳に見えた目にどこか色っぽいところがあって警戒心を起こさせるけれど美男子だし兄に似ているのでこの人と話をしているのは決して不快ではなかったというよりも兄に甘えた連想からこの人にも甘えられるような 何か心安い感じであった。彼女は千早町のアトリエでの兄と2人の生活のこと婚約者の真下幸彦と兄とがバー「桃色」で口論した後で兄が行方不明になった天末そしてそれ以来2ヶ月手を尽くして捜索したがどうしても見つからなかったことなどを知っている限り詳しく話して聞かせた。のの長話の間に、 どこからから少年給仕が帰ってお茶を運んできたがその時皆実はこの少年の他に3人ほど大人の社員がいること彼らは皆捜査のために外出していることをそれとなくよしえの耳に入れた彼女の話が終わると皆実は少し体を乗り出すようにして私も元警視庁に勤めていたことがあるのですが家出人の捜査などは何しろ数が多いので。 そんなに細かくやれるもんじゃありませんやっぱり我々にお頼みになるのが賢明ですよ我々の方では一つ一つの事件に全力を注ぎますからねところでビジネスのお話になりますが私の社では事件のご依頼を受けた時契約金というものをいただくことになっているのですがあなたの事件ではこれが5000元ですそれからあとは捜査に使った実費をいただければよろしい そしして事件が解決したらつまり兄さんのお行方を私の社の力で突き止めた時は謝礼金として2万円から5万円の程度でその時の事情に応じて金額を決めることになっておりますそのお含みでよしえはそのくらいのお金なら幸彦に相談しなくても自分の貯金だけで都合がつくと思った彼女は承知した旨を答えて契約金の5000円を渡し なみが持ってきた調査申し込み書に署名したそれが済むとなみはいよいよ探偵らしい物腰になって何かと調査資料について質問した兄さんの相馬良介さんは最も新しい画風の新進画家でいらっしゃるのですね私は絵の方はあまり詳しくないのであなたから伺いたいのですがどこかの団体に属していらっしゃるのですかい,いえ 兄は変わわり者でで孤立ですわ美術学校を出たのですが先生のところへも意見が合わないと言ってあまり伺いませんしお友達もごく少ないのですそのお友達の方もみんな調べましたがあの日以後には誰も兄に会っていらっしゃらないのですそれにしても警視庁へ捜索願いを出されたとすれば新聞記者が気づいているはずですねでも 兄はそんな有名な絵描きじゃありませんわ時たま新聞の美術論で批評はされますけれど社会部の記者に騒がれるほど偉くはないのです彼女は兄を偉いと思っていた良介も結衣が独尊の自信を持っていたよしえのさりげない言葉のうちにもほのかにその含みがあった今変わり者だとおっしゃったがすると 兄さんはよく芸術家にありがちの何か奇妙な性格がおありになったのですかお酒の上が悪いのです怒りっぽくてよく喧嘩をするんですそれから放浪癖がございます黙ってどこかへ旅行をしてしまって一月と帰らないこともありますだから今度もそれじゃないかと思っていたのですがどうもいつもと様子が違います私、 不吉な予感がして仕方がありませんのどこかで喧嘩でもして殺されてしまったんじゃないかっていうようないやそこまでお考えにならない方がよろしいそういうことはめったに起こらないものです何とかして兄さんを探し出そうじゃありませんかところで兄さんはあなたと2人でアトリエにいれ知ったというのだから独身だったわけですね何か愛人というような方はなかったのですか 私が知っているような方はありませんそういうことよりもお酒の方が好きなのですわよしえは少し顔をわからめてニッと笑ってみせたなみも引き入れられるように微笑したところでその新宿のバーから姿を消される直前ですねさっきの話だとえー、っとそこで手帳に書き留めてあるのを見ながら 真下幸彦さんでしたね今あなたはアトリエではなくてこの真下さんのアパートにいらっしゃるのでしたねええ渋谷のアパートです皆実が一種の微笑を浮かべてじっと見ているのを感じた今度は赤くはならなかったけれど郷愁の表情を抑えることはできなかったその真下さんとバーで飲んでいて美術論からちょっとした争いになって 兄さんマシタさんの顔を殴って唇に怪我を出させたそうでしたねええその時マシタさんの方からは何もしなかったのでしょうかマシタさんはお酒は大して飲めませんの酔っている兄はまるで猛獣のようですから幸彦さんなんかとても悲っこありませんわ傷を抑えてうつむいているうちに兄はプイとどこかへ行ってしまったというのです それから真下さんはバーを出てその辺を探し回った後で夜更けにあなた一人のアトリエへ来たんですね殴られた男をどうしてそんなに探し回ったのでしょうね南は何か意味ありげに言って人の心の奥底を探るような目でそしてそれはやっぱり女たらしの目でもあったのだがじっとよしえの顔を見た言われてみると 義しにもそれほど探し回った意味が分からなかったこの私立探偵はさすがに鋭い頭だなと感心した「兄がひどく酔っていたからだと思いますわ」さりげなく答えたが南の目はまだ何事かを追及していたそれだけでしょうか彼はポツンとそう言ってしばらく黙っていたが今度は別の方角から切り込んできた 探し回った後であなた一人のアトリエへ行ったのが11時頃だったのですねそれからお二人で兄さんの帰られるのを待ったのでしょうねええ寒い雪の晩でしたからアトリエのストーブに当たりながら待っていたのですけれど兄はとうとう朝まで帰りませんでしたすると増田さんはアトリエに泊まったわけですか南は無遠慮に訪ねた ここで彼がニヤニヤ笑ったら吉江は怒ったかもしれないのだが相手はそういう隙を見せなかったわざと怖い顔をしているように見えた吉江はなんだか警察官に取り調べられているような気がしたええ遅くなって帰れなくなったものですからそれじゃあその時真下さんは兄さんがバーを出られる前後のことについていろいろ話されたでしょうが その中に何か捜査の手がかりになるようなことはなかったでしょうか思い出してくださいちょっとしたことでも非常に参考になる場合があるのです真下さんが唇を傷つけられてうつむいているうちに兄さんが出て行かれたただそれだけですか兄さんが出て行かれる時に何か変わった素振りでも見えたのじゃありませんかそれをバーの女給が真下さんに告げたので心配になってすぐに兄さんを追っかけたとでもいうような 何か特別の事情があったのではないのですか真下さんの話の中にそういうことが出てこなかったですかまたしても話がそこへ戻ってきた南はこの点をあくまで追及しようとしているさすが専門家の着眼は違っていた頼もしいと思ったしかしよしはそれを思い出そうと努めたが何も出てこなかった その点だけが不思議な空白になっていたそこだけポツンと切れているような感じがしたひょっとしたら南が疑っているように幸彦は何か隠しているのではあるまいかよしえは心の地平線に不気味な一点の黒い雲が現れたような気がしたその時彼女はふとあることを思い出したああそうでした ここんなことをご参考になるかどうかは分かりませんけれど兄はいつもベレー帽をかぶっていたのですがそれをバーへ置いたまま出て行ったのです幸彦さんはあの晩くしゃくしゃになった兄のベレー帽を持ってきました今でも私の旅行カバンの中に入れてありますですから兄は無謀で出かけたわけですわ南は何か考えていたがふと明るい顔になって そのメレー帽を私に貸してくださいませんかちょっと考えたことがあるのです。それから、兄さんの写真と兄さんの書かれた手紙かなんか。筆跡を見るためです。えっ、ー、と、もう一つあります。兄さんが使っておられたスケッチブックを一冊。これだけを明日にもお届けください。揃いましょうね。ええー、揃いますわ。明日、店へ行きがけにこちらへお届けします。 もろんお分かりでしょうが兄さんの写真はできるだけ最近のものですよなるべくふだんの兄さんに似た写り方のがいい半年ほど前幸子さんが兄のアトリエで撮ったのがありますわ素人写真ですけれど一番兄さんらしく写っていますからよしえはいようか言うまいかと躊躇したがなみの人柄に好意が持てたのでつい言ってしまう気になった彼女はクスクスと笑って 兄は、あなたに似てますのよ。本当にそっくりですのよ。さっきあちらの窓際に立っていらっしゃるのを見たとき、私、兄がこんなところに隠れていたのかとはっとしたほどですわ。でも、兄はあなたよりも身なりをかまわない方ですし、顔も。僕の方が、いくらか高談師ですかははは。<laughs> 例の女たらしの音色になって。 いや、それは捜査には非常にに合です。場合によっては僕は兄さんのいとこだと言って人に会うかもしれませんよ兄さんのいとこならあなたともいとこになるわけですねはははしかしこれは探偵の方ではよく使う手ですから気を悪くしないでくださいね自分のことを私と言っていたのがいつの間にか僕に変わってきたその慣れ慣れしさは やはりヨシエの警戒心を刺激したけれど、必ずしも不快ではなかった。ミナミは、そんな口を聞きながらも、目にはフェミニストの霊人賛美の色を浮かべていた。彼女に好意を持っていることがよくわかった。ヨシエは、兄に似た男のそういう態度が決して嫌ではなかった。ああ、それから、兄さんの絵の方の先生やお友達、それにご親戚、 一般の知り合い、つまり兄さんのこういう名簿にある方達は男女にかかわらず一応住所生命をお聞きしておきたいのですがこれも一つ名簿を作ってお持ちくださいそういう人たちはあなたの方でとっくに調べておられるだろうが僕としてはやはり一通り知っていないと具合が悪いのですよしえは無論それも承知した南はしばらく黙っていた後でふと気づいたように これは万一の場合のことですよそういうことはないと思うが念のために調べておくことが一つあります警視庁の鑑識課に身元不明編集者写真閲覧所というのがあるんです西洋のモルムにあたるものですねあなたはあそこへ行ってみましたかいいえそういうものがあることを知りませんでしたでは僕の方で調べておきましょう 兄さんの写真と引き合わせますあなた自身で行くのは気味が悪いでしょうからね交通事故で死亡して身元のわからないものがずいぶんあるのですまさか兄さんがそういうことになったとは思いませんよただ念のためですそんなに心配することはありません義江が顔色を変えたのを見て気休めを言ったそれについてやはり兄さんが家を出られた時の服装を詳しく聞いておきたいのです よしえが思い出しながらそれに答えると南は手帳に詳しく書き入れていたそれからしばらくこまごました問答が続けられたがそれも終わってでは明日の朝必ずさっきお話の品々をお届けしますからとよしえが辞去しようとすると南もドアのそばまで見送りながら何かふと思い出したようによしえに顔を近づけて妙なことを言った向かいい合って立ってて立たので 彼の顔が眼前一尺の近さに迫った。色白の顔が汗ばんで油ぎっていた。彼女の顔を見つめている目の隅に赤い血管が張っていた。あなたあれを知っていますか？多分知らないでいるのでしょう。え、何をですの？よしえは少し気味が悪くなって硬い表情で聞き返した。 あなたが何者かに尾行されていることをです。え尾行ですって私をどうしてそれをご存知ですの窓から見ていたのです。さっきあなたがいらした時、僕は窓のそばに立っていたでしょう。実はあの時、あなたが向こうの角を曲がって、下の入り口をお入りになるのを見ていたのです。あなたのすぐあとから一人の男が。 六の背広の男ですそれが角を曲がってきて向こう側に立ち止まってあなたが入った入り口をじっと見ていましたそれから2階と3階の窓をじろじろ見上げていましたあれは女の綿を覆う不良屋なんかじゃありませんよくろうとの尾行者ですあなたは気づいていないのでしょうええー、ちっとも。 まだ表にいるよしえは尾行者と聞くとにわかに不安になってきた。見てあげましょう。みなみはつかつかと窓際まで歩いていって、こちらの体を相手に見られないように用心しながら、しばらく下の通りを覗いていたが、やがて笑い顔になって戻ってきた。もう誰もいません。急いでお帰りなさい。大丈夫ですよ。 よしえは別れを告げると大急ぎで階段を降りた外は電飾まばゆい夜になっていた一階の入り口を出て曲がり角まで来た時そこに立ち止まって辺りを見回したが尾行者とおぼしい人物はどこにも見えなかった8公的種 あんな素晴らしい女に出会ったのは実に久しぶりだぞ知性があって色っぽいんだからな真下幸彦というやつは幸せもんだかわいい目をしている鼻がツンと上を向いているところがたまらないねそれで上唇が引っ張られてああいう口の格好になるんだ俺の一番好きな口だ鼻のところでキューッと細くなって お尻が蜂のようにかっこよく膨らんでいるそれに足の線が何とも言えないよあれほどの足を俺は見たことがないねそうまあ、よしえかいい名だ俺が家出した兄にそっくりだというのでひどく好意を持っている兄よりも講談したと言いやがった真下という男に惚れきっているが こっちの出方によっちゃ脈がないとは決まらない一つ大いに働いてやろう事件そのものはつまらないし大して報酬が取れるわけでもないがもしあの女が手に入れば実に莫大な報酬だからな全力を尽くして捜索をしてやろう俺の親切ぶりを存分見せてやろう私立探偵社長南重吉はその晩所の中で、 義家の美しい面影をまぶたに描きながらそう心を決めた彼は吉江に「元警視庁にいたことがある」と言ったがそれは本当だった平刑事から叩き上げて各所を回り歩き最後の2年は本庁の捜査一課に属する警部補だった刑事としての腕には非常に優れていたが彼には被疑者を過酷に取り扱う癖があった 拷問は厳しく禁じらられていたにもかかわらず、彼は拷問に近い取り調べをやることがしばしばあった被告が法廷でそれを訴えて問題になったことも一度や二度ではなかった初めのうちは課長係長などの庇護によってかろうじて処罰を免れていたがついに上司も彼をかばい得ないようなことをしでかしたある時彼は 手ごわい不良の被疑者を調べていて殴る蹴るの暴力を振るい相手を傷つけてしまったそれを被告の弁護士が大きく取り上げたので確証もあることだしもうどうすることもできずようやく刑事上の処罰だけは免れて懲戒免職となった彼は生まれながらのサジストだったのである1年ほどはおとなしくどこかに隠れていたが おとぼりが覚めると銀座の真ん中に事務所を開いて私立探偵を始めたサジストの常として他人の秘密を暴くことにこよなき優越を覚え従ってその才能も優れていたので事業は順調に発展したしかしまともな調査事業だけで満足する彼ではない警官自体に習得した法律知識を悪用し法律の隙間を狙って 犯罪とすれすれのあくどい金もうけをうのめたかのめで探していたまず手始めはバー、まあ、桃色だそこのマダムや女給の口から本当のことを聞き出してやろうよしえの兄の相馬亮介がなぜそこから飛び出していったのか真田幸彦がどうしてあんなに相馬を探し回ったのかそこに何か秘密があるその秘密を嗅ぎ出してやろう そしてもしよしえの愛人の真下に何か臭いことがあったらこいつは閉めたものだぞ真下が兄をどうかしたということになればよしえはこっちのもんだからな南重吉はその翌朝よ恵からベレー帽やスケッチブックその他の参考品を受け取ったまあ桃井の絵は そのベレー帽をかぶりスケッチブックを持って出かけるつもりだったが夜でなくてはまずいのでその前に警視庁鑑識課の写真閲覧室へ行ってみることにした警視庁は昔の古巣だったから知り合いも多くまるで自分の勤め先へでも入るような気安さで正面の大玄関を上った中央ホールから右の廊下に曲がると刑事部屋のドアがずらっと並んでいる そこを通り抜けた突き当たりに鑑識課の身元不明編集者写真月録室がある彼はその部屋に入って見知り腰の係り官にちょっと声をかけておいてすぐ棚の引き出しを開けてカードをくり始めた図書館のカード室のようにその棚にはたくさんの引き出しがついていて編集者の死体を貼り付けたカードが収めてある 今朝、吉江から受け取った相馬亮介の写真と見比べながらそのカードを一枚一枚丹念に調べていった30分もかかって残りなく調べたが相馬らしい変死体は一つもなかったこれで捜査範囲が1点だけ狭められたわけである閲覧室を出て刑事部屋の並んだ廊下を歩いていると1つのドアが開いて 四十あまりの立派な紳士が出てきた出会い頭に南の顔を見るとその紳士はハッとしたように立ち止まり今にも言葉をかけそうな様子を示したがそのまま何も言わないでじっとこちらの顔を見つめていた南は不審に思ってこちらも先方の顔を見つめたが全く見知らぬ人であった紳士は なみが変な顔で見返しているので照れたような表情になってくるっと向きを変えると急いで入り口のホールの方へ立ち去っていった妙な男だな一体誰の部屋から出ていったのだろうそのドアの上を見ると花田警部という名札がかかっていた花田ならば昔の同僚で心安い間柄だったちょっと入って話していこうと思った やあ南くんかしばらくだったね花田警部はデスクから立ち上がってニコニコしながら近づいてきたちょっと編集者閲覧室に用事があってこの前を通ったものだからまあかけたまえその後仕事の方は順調にいってるかいああまあまあだね上司というものがないのだからのんきはのんきだよ 2人はデスクを挟んで椅子にかけた彼らは同じ時期に本庁勤務を命じられたいわば同期生の関係だった花田はなみが私立探偵を開業したこともよく知っていた羨ましいよこっちは相変わらず宮遣いだ捜査に成功したからといって君のようにもうかるわけじゃないからねそれは口先で、 花田は原色に満足しきっているように見えた南と同年配の356歳でっぷり太った頑丈な体日に焼けた無骨な田舎顔背広の着こなしも田舎めいているだが君は捜査活動が飯よりも好きなんだから不服を言うことはないよ大警視庁の捜査網を自由に使って思う存分の活動ができるんだもの 家出人の調査なんかで飯を食っている僕などとは比べものにならないよそういえばそんなものかなだがやっぱり君の自由な身の上は羨ましいね事実花田警部は町内でも名探偵の聞こえが高かった新聞雑誌などにも「花田名探偵」と書かれることがしばしばあった彼は文字どおり探偵を生きがいにしている男だった さっきここから出て行った人ね先方では僕を知っているらしいんだがどうも思い出せないんだ誰なの南はやっとそれを切り出した伊勢精進会社の社長だ伊勢正吾というんだ崔く君が家出をして捜索願いを出していたんだがどうやら自殺らしい熱海の鏡ヶ浦から飛び込んだらしい 崖の上に街灯やカバンが遺留してあったのを土地の漁師が猫ばましていたので発見が遅れた自殺したのは2月26日なんだがそれが最近やっと分かったんだよ今の社長はそのことを確かめにやってきたのさそうかそれならやっぱり僕は知らない人だだがその伊勢正吾という社長が どうして俺の顔をあんなにジロジロ見たのかな今にも声をかけそうなそぶりをしたのはなぜだろう待てよその崔君が自殺をしたのは2月26日だと言ったななんだ1日違いじゃないか相馬良介が家出したのが2月25日だ偶然の一致だろうかおかしいぞその崔君というのは いくつくらいの人だい確か36だった美しい人かね写真でしか見ていないが美しくはないね男みたいな顔をしている信仰宗教にこって神がかりになっていたんだそうだそれじゃまさか35歳の相馬良介と恋愛関係があったわけではなかろうそれに あの社長は俺を誰かと人違いした様子だったおや人違いはこれで2度目だったぞよしえが俺を兄の亮介とそっくりだと言ってびっくりしていたするとあの伊勢翔吾という社長も俺を相馬だと思って声をかけそうにしたのかもしれないハハ <laughs> なんだか面白くなってきたぞ あの社長は相馬凌介を知っているんだ今度よしえに会ったら訪ねてみようだがあの驚き方は普通じゃなかったぎょっとしたような表情だった何かあるなこいつは探ってみる値打ちがあるぞ花田君僕も今家出事件を一つ頼まれているんだよその家出の日が 君の事件と偶然一致している。僕の方は2月25日の夜から行方不明になっているんだ1日違うだけだよ当ててみようか相馬良介の事件だろさすがの南もこの不意打ちにはぎょっとしたどうして知ってるんだ僕もその事件を担当しているからさ忙しくて深くはやれないが 部下を動かして一応は手をつけている今のところ僕の方は手がかり皆みはそれを聞くとハッと思い当たることがあったさては昨日吉江を尾行していたやつはこの男の部下だったな手がかりのない事件では捜索願いを出した本人から調べてかかるのがちょうどだ花田はそれをやっているんだな 危ない危ない今日ここへ来なかったら知らないでいるところだったそうするとよしえが兄の捜索を俺に依頼したことを花田はとっくに感づいているはずだ感づいていながら知らん顔をしていやがる相変わらず食えないやつだこいつが競争相手とあっては油断はできないぞそうだったかだが 僕も依頼を受けたからには調べないわけにはいかぬ僕は僕でやってみるよお互いに情報は知らせ合うことにしたいねよかろうドキドキ連絡してくれたまえ。僕の方では情報の出し惜しみをするようなことはしないよ今頃編集者の写真を探しているところを見ると君は最近依頼を受けたばかりらしいねあの中には相馬良介らしいのは一つもないよ 僕も無論調べたからねちゃんと知っていやがるもうこの辺で引き下がることにしよう長居をしてはボロが出るだがこいつはいくつも事件を持っていて忙しいのだこの事件一つにかかりきりになっている俺の速度にかなうはずはないよし全力を尽くしてやってみよう花田な,なら相手にとって不足はない それに事件そのものがなんだか面白くなってきた伊勢社長の崔君はどうして相馬の家田の翌日自殺したか伊勢はその相馬を知っているらしいが二人の間にどんな関係があるのか二つの家田がどこかで結びついているとしたらこの事件は予想以上の大物になってくるぞそこでさりげない世間話にお茶を濁して 南はまもなく花田の部屋を自去したその夜8時頃三波探偵は新宿のバー桃色に現れたお手の物の変装で美術雑誌の記者という風采を整え相馬良介のベレー帽をかむり同じくスケッチブックを小脇に抱えて桃色のガラス戸を開いたいっぱいに並んでも5人ぐらいしかかけられない狭いスタンドに 雨のせいか客は一人もいなかかはもなった。スタンドの中には洋酒瓶の棚を背にしてマダムらしい女がただ一人で控えていたおや相馬さん一体どこへ行ってたのよあら失礼しましたひ違いしちゃってでもよく似てらっしゃるわなみは多少それを予期してベレー帽をかぶり 美術家臭い服装をしてきたのだがこうまで効き目があろうとは思わなかったしかしこれで話のきっかけを作る面倒が省けたというものだ相馬良介かいええそうなのあなた相馬さんとそっくりだわそれはいとこだものまあいとこさんでしたのあなたも絵の方ですのええ、そうじゃない 美術雑誌の編集をやってるんだがねまあそれよりも早く一本つけなさい無論日本のお酒だよ名刺があれば名刺がいいね月経感があるというのでそれをつけさせてチロリの厚感をグビグビやったマダムにも杯を刺したこいつはなかなか踏めるぞ顔もかわいいが第一肉付きがよろしい 肌も綺麗だし、それに大いにテクニックを心得ていそうだぞ。そのうちにマダムは、彼がスタンドの上に放り出しておいた相馬のスケッチブックに気づいた。あら、そのスケッチブック見覚えがあるわ。相馬さんのじゃないそうだよ。それをマダムに手渡した。彼女はページを一枚一枚くってスケッチに見入っている。 これで十分マダムの信用を博することができたぞ顔が似ている上に相馬のスケッチブックを持っているんだからなボツボツその方へ話を持っていくとするかいとこと言っても相馬とは飲み友達なんだよあいつどっかへ雲隠れしやがって寂しくってしようがねえんだまあそうなのでもうちへは一度もいらしたことないのね おあ、俺はもっぱらカラス盛りだからね。だが、相馬に聞いてたんだ。桃色のマダム、桃色のマダムって、うるさくってしようかなあった。やつとできてたんだろう。まあ、失礼ね。何言ってるのさ。でも、相馬さんいなくなっちゃって、実は私も心配してるのよ。どこにいるか、あなたもご存じないの誰も知らない。 の妹さんってよしえさんっていうんでしょはあよく知ってるそこまで知ってるとこを見ると君はやっぱり相馬と怪しいなそんならそうしておいてもいいわするとあの人あたしっていう女房にも知らせないで雲隠れしちゃったというわけねはっバにしてるわその実 ねや寂しくってしようがないんだろうどうだ相馬とそっくりの俺が代わりを務めようかチロリがもう3本並んでいたあら願ったり叶ったりだわ相馬さんよりあなたの方がハンサムだものよし約束したぞだがそれはそうとしておいて相馬のことだがね君は全く心当たりがないのかい 実は今晩はそれを聞きに来たんだよ俺もいとこの失踪についちゃ胸を痛めているもう行方不明になったから二たつきだからねそりゃあ私だって同じよ酔っ払うとだらしがなくて喧嘩っ早いけれど本当にいい人ですもの嘘や手札がなくって芸術家で喧嘩っ早いといえばあの晩も真下君と喧嘩したんだってね 真下君は顔を殴られて唇が切れたって言うじゃないかええそうなのよあたしどうなることかと思ったわそれに相馬さんの方も気を失う騒ぎでしょなみはハッとしたが少しもそれを色に表さなかった果たしてそうだよしえの知らぬ出来事があったのだ真下は隠していたのだ そのこともちょっと聞いているがそんなひどいけんかだったのひどいと言っても真下さんが悪いんじゃないわ全く時のはずみよ相馬さんが殴りかかっていったので真下さんが相馬さんの胸をついたらあおぶけに倒れてしまったのよ酔ってフラフラしていたからですわそしてあの洗面台の角にひどく頭をぶっつけたものだから気が遠くなってしまって 大騒ぎだったわなるほど時のはずみだねそれであたしが顔に水をぶっかけたらやっと正気に帰ったのそれっきりケンカをする元気もなくなってこのスタンドの上にうつむいてじっとしていましたがしばらくするとぷいと立ち上がって物も言わないでどっかへ行ってしまったそれっきりよおお 変だね頭がどうかしたんじゃないのか私も変だと思ったので真下さんに追っかけるように頼んだのよ真下さんすぐに出て行ったが見つからなかったらしいのねあのまま自分の家を忘れてしまってとんでもないところへ行ってるんじゃないかしらアムネジアっての自分が誰だか忘れてしまう病気があるわね相馬さんあれになったんじゃないでしょうか これは重大な聞き込みだぞよしえはこの失神一件を知らなかったそれは間違いないだから真下幸彦がよしえに隠しているんだこのマダムを知らないことをもっと隠しているかもしれない明日は真下に会ってみようあいつをたたけば何か出てくるに違いないおうアムネジアか そういういいいことも考えられななじゃないね。しかし写真入りの尋ね人広告も出たんだし警察にも捜索願いが出ているんだから今まで見つからないというのはちょっとおかしいね警察といえば刑事がここへ調べに来なかったかいいいえ誰も来ないわ刑事と言わないで客のような顔をして聞き出しに来ることもあるんだぜだって 相馬さんの噂をしたのはあなたが初めてよ。真タさんはその後二度ばかり見えたからいろいろ話したけれど誰かにそれを聞かれやしなかった。そばに人がいたらこんなこと話しはしないわ。おかしいぞ。花田ともあろう者がこの出発点のバーを調べないはずがない。この事件をあまり重大視していないので。 形式的に部下だけにやらせているのかないや、油断はならない。調べに来たけれども、マダムの方で気づかなかったのかもしれぬ。それほど巧みに聞き出していったのかもしれぬ。今夜の様子でもわかるが、このマダム、酔っ払うとだらしがなくなるからな。もう一つ聞くがね、二人の喧嘩の音とは何だったの絵の議論をしたことはわかっているが、その他に何かなかったのかい ええ、それはあるのよ相馬さんの妹の吉江さんと真下さんと結婚することになっていたでしょ相馬さんもそれを承諾していたのよところが相馬さんの本当の気持ちは吉江さんを手放したくないのよそれであの晩酔った紛れにお前に妹をやることはよしにするって無茶なことを言い出したの それで増田さんも本当に怒ったんだわほう、はあ、そうかよくあるシスターコンプレックスというやつだよ自分ではそれと知らないで心の奥底で妹を恋人のように愛しているんだだから相手が誰であろうと妹をやりたくないんだよまあ嫌だそれ心理学っていうの深部心理学っていうんだよ その上、気の合わないしたくんだから余計やりたくない。それが酒に酔うと表面に出てくるんだ。だがね、マダム、こんなに探しても見つからないところを見ると、相馬君はどこかで死んでいるのかもしれないね。まあ、あなたもそう思う私もこの間からなんだかそんな気がして仕方がないのよ。実は私 はっけみに見てもらったのよおよくよく恋しかったんだねでっはっけみは何て言ったそれが嫌なこと言うのよあなたはこの人とはもう生涯会えないだろうって死んだのでしょうかって聞くとそれはわからないが死んだも同然のありさまになっているんですってご愁傷さまだから 相馬とそっくりで一枚上の色男がこうして慰めに来たというわけさえどうだい代理は務まらないかねなみはそう言って立ち並んだチロリを倒しながら手を伸ばしてマダムの手を握った懐かしいわ相馬さんが帰ってきたみたいだわマダムは素直に応じて 色っぽい流ししで南を見返した。二人ともそういう仕草が恥ずかしくないほど酔っ払っていた九、犯罪交差点。その翌日の午後やはり美術雑誌記者の風亭をした南探偵が銀座通りの志摩真珠店の前に立ってショーウインドーを覗いていた。 ウウィンドウの中には一人の美術家らしい服装の青年がバッグの飾り付けをやっていた黒ビロードの垂れ幕に実物の2倍ほどもある女の顔の写真を貼り付けていた肌をあらわにした赤い服の胸から上を切り取ったもので頬には実物の真珠の首飾りを幾重にも巻いていたその女はよく広告に使われる女優などとは全く違った新鮮な美人だった どこからこんな女を探し出してきたのかと驚くほど美しかった青年は背景いっぱいの黒ビロードの右から3分の1ほどのところへその大写真を貼り付けるとちょっと体を引き離してとみこみしていたがガラスの外に人の気配を感じたのかひょいとこちらを見たそれは真下幸彦であったショーウィンドウのすぐ前の歩道に ベレー帽をかぶったみなみ探偵が立っていたそれを見た幸彦の目がカッと大きくなり非常な驚きの表情を示したみなみはそれを予期していた相良良亮介と見誤られることにはもう慣れっこになっていた彼は幸彦の顔を見てニヤニヤと笑ってみせた相手はその時やっと人違いを築いた様子だった 南はこの木を逸せずガラスの外から手招きしてみせた幸彦はけげんな顔をしたがしきりに手招きをしているし相手が良介とそっくりの男なのでつい外に出てみる気になった店の中を回って歩道に出ると南はニコニコしながら話しかけた真下幸彦さんですねちょっと相馬涼介君のことでお話ししたいのです 10分か20分そこの喫茶店まで付き合ってくれませんか？あなたはどなたでしょうか？南という私立探偵です。よしえさんからお聞きお及びでしょう。幸彦はよしえからそのことを聞いていた。彼は私立探偵などの力をあまり信用していなかったが、話があるというのを断るわけにもいかなかった。2人は近くの喫茶店の2階に上がって。 ボックスに向かい合った南はおとといの夕方吉江の来訪を受けたことそのために昨日は警視庁の変死者写真と新宿のバー桃色を調べたことなどを正直に打ち明けたその晩あなたが相馬さんの後を追ってバーを出られたのは何時頃だったでしょうかさあはっきりは分かりませんがまだ10時にはなっていなかったと思いますそれから 千早町のアトリエへ行かれた時は11時頃でしょう1時間以上たっているわけですね千早町へは自動車でしたかええ新宿から20分もあれば行けますねそのくらいでしょうすると40分以上あなたはあの寒い雪の中をさまよっていたことになりますね どうしてそんなに涼介君を探さなければならなかったのですかあなたは殴られて唇に傷までしていたのじゃありませんか涼介君がひどく酔っているので心配だったからです酔うと往来にでも寝てしまう男ですからねそれに殴られたといっても酒の上のことですから心底から腹は立てていなかったのです幸彦は不安らしい顔でともかくも弁解した ダメですよそんな嘘を言ったって僕はゆうべバー桃色を調べたのですよマダムにみんな聞いているんです君は相馬君を突き倒して失神させたというじゃありませんかどうしてそれをよしえさんにまで隠しているんです幸彦はさっと青くなって目をそらしむやみにタバコをふかしたタバコを持つ手が 震えていた。《凌介君はよしえの兄ですからそのことは聞かせたくなかったのです》それに僕は少しも悪意はなかった向こうがかかってくるのでやむをえず突きのけたんですすると酔っていたものだから単位なく転がってしまってあんなことになったのです。はじくきのをっと覗き込んだ。 幸彦はそれを見返す勇気がなくあらぬ肩を見て唇を震わせていた不思議な理屈ですね君に悪意が少しもなかったとすれば何も隠すことはないじゃありませんか妹さんには兄さんが一時失神したというような重大なことはむしろ知らせるのが当たり前じゃありませんかそれをひた隠しにしているのは 何か別の理由があるのだと疑われても仕方がないですよえ別の理由って幸彦はビクッとしたように聞き返した僕は何もかも知っている君はアあの晩相馬良介君に対して激しい憎悪を感じていた本当に殺してしまいたいと思っていた良介君に さんと結婚することを許さないと言われたからだ君はし恵さんは熱愛しているが兄の良介君とは反りが合わないちょうど三角関係の恋敵のような感情を抱いている近くに客はいなかったけれどなみはこの辺りから相手に顔を近づけてぐっと声を落としたその良介君にむちゃなことを言われたので と腹を立てた。突き飛ばしたのもそのためだ後を追っていったのもそのためだそうでなければあの寒い雪の晩に殴られた男をわざわざ追っかけていく理由がない君はどこか人通りのない暗い場所で亮介君をやっつけるつもりで追っていったのだそして 亮介君が今になっても現れてこない以上君はその目的を果たしたのだと言われてもしかたがないじゃないかそんな馬鹿な何を言うんですしっけな僕は断じてそんなことはしていない亮介君が妹をやらないと言ったのは事実ですだからそのことをよしえに聞かせたくなかったのだ 兄思いのよしえにそれを聞かせたら結婚を思いとどまるかもしれないからですちっともおかしな理屈じゃない僕はそういう理由でよしえに隠し立てをしたんです少しもやましいところはありません幸彦は声を震わせて言い切ったおん嘘を言っているようにも見えないなこいつがやったのではなさそうだ だが、まだこの男は手放せないぞ。よろしい。それでは深くは追求しないことにしましょう。僕の方には確証があるわけじゃないのだから。しかし、君は君自身でこの疑いを晴らす責任がある。それにはどうすればいいのかというと、僕に一つの案があるのです。君は今晩僕に付き合ってください。そうして、 あの晩と同じ時間にバー桃色を出発して君が歩き回った街を2人で歩いてみるんですそうすれば君は40分をどうして使ったかということもわかるしまたいろいろ細かいことを思い出すに違いない精神分析ではなくて行動分析ですよこのやり方は探偵技術としてなかなか効果がある今晩君にそれをやってもらいたいんです まさかいやとは言わないでしょうね幸彦はそれを聞くとホッと安堵した顔になってやりますよ妙な疑いを受けているのはたまりませんからねじゃあ今夜10時までに間違いなく桃色へ来てください僕もその頃あそこへ行っていますからそれからついでだから聞くが 君は何か凌介君の捜索について意見はありませんか気づいたことはどんなつまらないようなことでも聞かせてほしいのだが幸彦はしばらく考えていたが何か思い出した様子でああそういえば今日志摩真珠店へ妙なことを訪ねてきた女がありました245の美しい洋装の女でした僕がちょうど店に居合わせたので用件を聞きますとお店に とといいいいうう絵描きが務めていないかというのです僕は相馬と聞いてハッとしましたが何気なく名は何というのだと問い返すとその女は名の方は知らない様子でもじもじ口ごもっているんですどうもおかしいのですねそれで僕は思い切って相馬良介じゃないかそれなら私の友達だがと言いますとその方は 島真珠店に勤めているのではないのかと聞き返し「そうじゃないあなたの訪ねるのが私の友達の相馬良介ならどこかへ姿を隠してしまって行方不明になっている」と言ってやりますと女はびっくりしたような顔でそそくさと出ていってしまいましたななさんあなたはこれをどうお考えになりますかおおそんなことがあったのですか。 惜しかったな。僕なら誰かに後をつけさせるところだったどんな感じの女です娘ですか崔くんですか奥さんというタイプじゃない服装もちゃんとしているし口の利き方もインテリで高級勤め人という感じですねしかし非常に美しい女ですいわゆるサラリーウーマンタイプとはどこか違っていました これは花田警部の手先じゃない警視庁関係にはそんな美しい女はいないし花田の手先なら凌介という名を知らないはずはないまた行方不明と聞いてびっくりするのも変だすると俺と花田の他にまだ別に相馬のことを探っているやつがあるんだなその女自身じゃない誰かに頼まれてきたのに違いない 一体そいつは何者だろう面白くなってきたぞそれになんだか複雑な犯罪の匂いがますます濃厚になってきたぞ南探偵は小鼻をピクピクさせながら猟犬のような鋭い目を光らせてじっと空間を睨みつけたその夜十時南探偵と真下幸彦はバー桃色で一杯やった後で そこの前から出発して事件の夜幸彦が歩いた道をたどっていった四つ角に来るごとに立ち止まって当夜の記憶を呼び起こしながら町から町へと歩き回った同じ町を何度も通った夜更けの町にはパン助どもがひっそりとたたずんでいたあ思い出したこの辺りでパン助に誘われたんですよ 断ってもうるさくついてくるこっちはそれどころではないので乱暴に突き飛ばして逃げたものですああそうだ妙なパンスケがいたあれは川の下の十字路の近くだった幸彦はそう言って足を速めたいくつかの町角を曲がって新宿の大通りに出たその辺りはまだ夜更けの通行者がぞろぞろ歩いていた 自動車の行き来も頻繁だった。向こうの方に大通りの空を横切るガードが見えてきたこの辺です僕は妙なパンスケにぶつかったのです今夜はこんなに人通りがあるがあの晩は寒くて雪が降り始めていたのでほとんど人通りがなかった街も真っ暗でしたこの辺を急いで歩いていると僕は何かに突き当たったのです すると、僕の前に女の子が転がっていました。パンスケです。しかし、普通の女じゃない。足が悪くて松葉杖をついているんです。厚化粧をして、真っ赤に口紅を塗って、赤いセーターを着て松葉杖をついているんです。僕はあんなパンパンに出会ったのは初めてです。僕は仕方がないので抱き起こしてやりました。そして、 雪の上に転がっている松葉杖を拾って持たせてやりました寂しい顔立ちだがなかなかいい女でした腰を打ったらしくすぐには歩けないで顔をしかめているのでかわいそうになって千円札を一枚握らせてやりましたそれはいいことを思い出したその女を探そう松葉杖のパンスケなんてめったにないから尋ねたらすぐわかるだろうひょっとしたら その女が介くんのがたを見ていたかもしれない。それから2人はその辺りにたたずんでいるパンスケたちに聞き回ったがよほど有名な女と見えてすぐに分かった松葉杖のマリコと呼ばれていた今夜もその子は出ていた今にきっとこの辺りへやってくるここから山頂町の辺りが彼女の持ち場だから その方へいけば出会うかもしれないということであった二人は三幸町の方角へ歩いていったすると小らい街角でばったり松葉杖の女に出会ったよほど赤い色が好きと見えてやっぱり真っ赤なセーターを着てその両方のわきの下に黒塗りの大きな松葉杖の腕が食い込んでいた一方のわしが宙に浮いてブランブランしていた ああ、君マリコって言うんだろうちょっと尋ねたいことがあるんだユキヒコはつかつかとその前に近づいて札入れから千円札を抜き取りいきなり女の前に差し出した女は刑事ではないかとちょっと警戒の素振りを見せたが千円札をつかまされるとじっとユキヒコの顔を透かしてみてから嬉しそうな声を出したあらあんたいつかも千円札をくれたわね 雪の晩に私を突き飛ばしてさ。よく覚えていた。みなみはふと思いついて、女の正面に立ち、相手に自分の顔を見せるようにしながら。その同じ雪の晩だよ。この僕のような男に出会わなかったかい。帽子は被らないで、荒い格子島の半分の街灯を着ていた。するとたちまち反応があった。あら！ あんたたただっっわ。酔ってたの、ね、私を突き抜けようとして自分で転んじゃったじゃないのそれから誰かの自動車の中へ入り込んでしまったあれタクシーじゃなかったわ自家用車だわあれからどうしたのさ私心配してたのよ無邪気によくしゃべる女だった片はも物だけれども ひねくれたところのない善良なパンスケだった仲間内に人気があるのも最もに思われたこのマリコの言葉には非常に重大な意味を含んでいたあの夜の相馬良介の行動がほとんど判明するのではないかと思われ予期せぬ大収穫に南は小躍りするばかりであったなや君あの時の男は実は僕じゃなかったのだよ 僕のいとこなんだそのいとこがあれっきり行方不明になってしまったんだそれで僕たちは手がかりを探し回っているんだよ君はあの晩僕に似た男とどこで出会ったの十字路のガード知ってるでしょあのガードの一丁ほど手前よ凍るように寒い晩で雪が降り始めていたから人通りがなくてあぶれてたのよだから あの人をあんまりお金持ってそうに見えなかったけれどそばへ寄っていったのなんだか変だったわひどく酔ってるのかと思ったが酔ってるだけじゃなかったなんだか病人みたいだったわ私が話しかけても返事もしないで突きのけようとしたのよその拍子に自分の方が転んじまったの仕方がないので私を起こしてあげたのよそれでもあの人 まだ何にも言わないでふらふらしながら歩いて行った私何だか心配だったから後をつけて行ったのあの人の歩き方本当に変だったわ酔っ払いとも違う確かに病人だったわ今にも倒れそうになるのよそれでもよろよろ歩いて十字路のガードの下まで行ったわするとその車道の端に 立派な自家用車が止まってたの。運転手もいない空っぽの車だったわあの人その自動車のドアのところへよろめいて行ってどうにかそれを開いて中へのめり込んだのよそして中からドアを閉めたのあの人目がくらんで円卓と間違えて自家用車へ乗ったんじゃないかと思うわそこへ自家用車の紳士が戻ってきて あの人が後ろの席に入っているのも知らないでそのまま運転していったのよ自家用車の持ち主が自分で運転していたんだねそうよあんな立派な運ちゃんってないわその紳士は自動車を放っておいてどこへ行ってたんだい交番へ呼ばれてたの後で聞いたんだけどその紳士の自動車とトラックが衝突して トラックのうんちゃんが因縁をつけてたもんだからお巡りさんが交番へ連れていって示談にさせたんだっておおそうかそれはあの十字路の角の交番かいそうよこんなにスラスラと手がかりがつかめようとは思わなかった全く予期せぬ幸福だったそこで2人は松葉杖のマリコに分かれて角の交番へ急いだ 南は交番の巡査に名刺を出して元本庁の捜査課にいたものだと名乗り2月25日の夜自動車事故を取り扱った警官に会いたいと言った幸運は重なるものだちょうどその巡査が今夜も交番に勤務していて同僚に呼ばれて奥から顔を出したそして手帳を送って当時のことを思い出してくれたのでその自家用車の番号も それを運転していた持ち主の名もすぐに分かった巡査の手帳には持ち主の名が伊勢翔吾と記入してあった伊勢翔吾どっかで聞いた名だぞ皆実は目をつむって頭の中を探し回った分かった昨日警視庁の廊下であったあの男だ俺の顔を見てびっくりした男だ 花田警部が彼の名を教えてくれた。伊勢商事会社の社長でその細君が熱海の鏡ヶ浦から投身自殺をしたらしいというあの男だ花田は自殺したのは2月26日だろうと言ったつまり相馬良介が行方不明になった25日の翌日だはてなしかもその相馬は 25日の夜更けに伊勢の自動車の後部席へ転がり込んだということが今分かったのだ伊勢はそれを知らないで発射したらしい妙なことになってきたぞ南は交番を出ると手よく真下幸彦と別れてしまったそして一人になって夜更けの歩道を歩きながら夢中になって考えた難しい数学の問題が今解けようとしているのだ 掴んだ糸口を見失っては大変だあくまでそれを手繰り寄せて真髄に達しなければならぬ警視庁の廊下で伊勢は俺の顔を見て驚いたあれは決して普通の驚きではなかった多分に恐れの表情が混じっていたその訳が今こそ分かったぞ伊勢は自分の自動車に乗った相馬をどうかしたのだ 殺ししたのかもしれない。だから俺の顔を見て死んだはずの相馬が現れたと思ってびっくりしたのだこれで見ると相馬は確かに死んでいるだがそれと伊勢の崔君の自殺とどういう関係があるんだろう伊勢の崔君は本当に自殺したのだろうかそこに何か秘密があるのじゃないかそれにしても 一体伊勢はあの晩自動車でどこへ行ったのだハハ <laughs> だんだん捜査の網が狭められてきたぞ相馬失踪事件の鍵は伊勢正吾が握っているそしてそれと伊勢の細君の事件とが結びついているいよいよ面白くなってきたわい伊勢正司といえば相当な貿易商だうまくいけばたんまりせしめられるぞ 夜の街をテクテク歩いている皆実の顔に薄気味の悪いニタニタ笑いが大きく広がってくるのであった10人の孤独者、伊勢正吾とその愛人沖晴美とは伊勢夫人智子の意外なき告別式を終わるまでの2ヶ月余りを 言,うに言われぬ苦悩のうちに過ごした2人とも注意深い観察者には面がわりをしたように見えるほど痩せていた彼らは恐ろしい殺人罪の共犯者であった伊勢はその大がかりな死体隠匿行によって犯罪は絶対に発覚することはないと信じつつも悪夢にうなされ全身汗びっしょりになって目の覚めるような夜が続いたその2か月余りの間 彼らは会社では毎日顔を合わせていたし晴海のアパートの若葉荘でもしばしば会っていた広い世界にたった2人という犯罪者の孤独感が彼らをますます強く結びつけ罪の前と後とでは彼らの欲情の形式が一変したほどその病的な親愛感は深くなっていたがそのことが心にあればあるほど彼ら自身の罪について語ることがはばかられ 智子に関連した話題は二人の間のキンになっていた晴美は熱海での智子の身代わりを少しの手ぬかりもなく使用せた彼女の場合は伊勢の死体隠匿校の場合のような思いがけぬ障害もなく予定通りの行動を順序よく果たすことができたあの夜智子になりすまして遅く熱海に着くと駅に近い中級の温泉宿富士屋に一泊した 宿帳に智子の住所姓名を残すことも忘れなかった。春の筆跡ではまずいので口実を作って宿帳は番頭に書かせた翌早朝宿を出ると鏡ヶ浦の断崖の上の林の中に智子の街灯とかばんとハンドバッグを残して顔の化粧を直し風呂敷に包んで持っていた自分の街灯を置き自分のハンドバッグを持ち 元の晴美に帰って東京への汽車に乗ったそれから10日ほど置いて伊勢はわざわざ警視庁に出頭してまことしやかに智子の失踪を訴え智子の服装や持ち物を詳しく届けたそして智子は静岡の日林教師部へ行くとその帰りに熱海や伊東などの温泉に立ち寄ることもある とと付け加えることを忘れなかった。警視庁からその通報を受けた熱海警察署ではすぐに市内温泉旅館の宿泊人名簿を調べさせたすると藤谷に伊勢智子が1泊していることが分かった服装や持ち物も届け出と一致していたしかし晴海が鏡ヶ浦の断崖状に残してきた智子の街灯やカバンは 約2ヶ月の間発見されなかったそれは付近の漁師で飲んだくれの小犯罪常習者が晴海が立ち去った直後遺留品を見つけて猫ババを決めてしまったからである無知な漁師で深い考えがあったわけではないがさすがに1か月余りはそれらの品を処分しないで我慢していたそのうちに金の必要にも迫られたしもうほとぼりが冷めた頃と 知り合いの熱海の古物商に売ったものだからたちまち足がつき漁師は熱海署に引っ張られてそれらの品を鏡ヶ浦の断崖の上で拾ったことを白状したこの遺留品が東京の警視庁に届き係の原田警部が伊勢正吾に来庁を求めて智子の持ち物に相違ないことを確かめたのが5月9日のことであった私立探偵南重吉が 花田警部の部屋の前で伊勢とすれ違ったあの日である警視庁から遺留品は伊勢智子のものに相違ないという通知を受け取った熱海署では早速鏡ヶ浦の海底捜索を行ったが無論死体が上がるはずはないしかし2ヶ月という時の経過が都合よく事態を曖昧にしてくれたその付近には早い潮流もあることだから 死体は沖の方へ流されてしまったという解釈も成り立つわけで熱海署は前後の状況から智子は投身自殺をしたものと判定した5月12日その判定が警視庁に伝えられると花田警部はどうや伊勢の都合を聞き合わせた上目白の伊勢の宅を訪問して海底捜索が無駄に終わったことを知らせ投身自殺と判定されたことを告げただが 警部がわざわざ出向いてきた要件はそれだけではなかった投身自殺とすればその動機を一応確かめておかなければならないそれを夫の伊勢の口から聞くためであったここに一つの危機があったしかしあらゆる場合を考慮していた伊勢はあらかじめこのことあるを予期しその応答を考えておいたのでその場になってうろたえることはなかった 彼は利口な犯罪者がよく用いる正直戦法を取ることに決めていた危険のない限界をよく考えてあくまで正直に無邪気に相手をびっくりさせるような恥ずかしいことまでも洗いざらい喋ってしまうという捨て身の戦法であるだから彼は花田警部から智子自殺の動機を聞かれた時自分の愛人晴美への嫉妬ということをズバリと言ってのけだ これは一見危険ななようででいて最も安全な戦法であった隠しておく方がどれほど危険か分からなかった彼らの夫婦喧嘩は絶えず女中たちに聞かれている花田警部が女中たちを調べればすぐ分かってしまうことだ女中たちのうちでも智子の登園にあたる和子というのが最も危険だった彼女は智子の腹心として伊勢に強い敵意を抱いていた 警部に聞かれたらどんなに尾ひれをつけてしゃべり立てるか知れたものではないそれをこちらから先に話しておけば免疫の予防注射と同じ働きをするわけだそれだけではない伊勢は智子の葬儀を済ませたら大っぴらに晴美と同棲し結婚さえするつもりだったからいずれ晴美との関係は世間に知れ渡るのだその時になって警察にさてはという疑いを抱かせるより 前もってこちらから披露しておく方がはるかに安全なことはわかりきった話だそのために伊勢は間接に夫人を殺したという非難を受けるであろうがそのくらいの犠牲は覚悟しなければならぬ真実の殺人罪に問われることを避けるためにはこの悪名はやむを得ないのだしかし彼はそれを和らげる調味料としてとも子の日輪教教信の事実を 詳しく警部に話して聞かせることを忘れなかったともこは変質教的な異常者であり普通なればそこまで行かないで済むところを自殺という極端な道を選ぶに至ったのだと警部が納得するように話して聞かせたむろん私が悪かったのです他の女を愛したことは今となってはあれにすまないと思っていますしかしまさか ここんなことをしようとは想像もしませんでした実に申し訳ないことですとしおれて見せることも忘れなかった花田警部は伊勢の話をいちいちもっともだというようにうなずいていたが動機の説明が終わると丁寧に悔やみを述べて帰っていった伊勢はこれで全てが終わったのだと安堵の胸をなで下ろした あとは友子の葬儀が残っているばかりだ。それを済ませてから嫌な記憶の残っている目白の屋敷を手放して鎌倉辺りに新居を構え晴美と2人の新生活を始めるのだ人生の再出発をするのだ遺外が発見されないのだから法律上はまだ死亡と決定することはできないのだけれどやはり葬式のようなことをしなければ気が済まなかったそれに 智子の共謀していた日輪教団の人たちが大勢やってきて「智子さんはお耐士の大功労者だからぜひ告別の儀式を執り行いたい」「孤人は自分が死んだら必ず競争にしてくれ」と口癖のように言っていたとやかましく主張するもんだから伊勢は一切を教団に任せてしまったそういうわけで智子の意外なき仮葬儀は5月18日 阿佐部六本木の教団本部でにぎやかに執行された仮葬儀の当日は教会の日野の事の祭壇の前で不思議な太鼓の林に合わせて神がかりの踊りが始まるという騒ぎであった仮葬儀の後の告別式も同じ教団本部で行われたが伊勢夫人の多くの知人に混じって警視庁の花田警部が神妙に昇降をしている姿も見えた 愛人の春美はは別式には遠慮ししして顔出しをしなかった。仮葬儀の翌々日伊勢は丸の内の伊勢商事の社長室の大机に持たれて客の対魔をまたいつもの物思いにふけっていた同室の秘書の晴美は社用で外出していたこれで智子に関する限り全てが終わったのだ。 犯罪はついに発覚しないで済んだ伊勢はすっかり重荷を下ろし心がのびのびするはずであった事実モヤモヤしていた村雲はほとんど晴れ渡ったように見えたしかし何か残っていた罪の意識ではないもっと実際的な何かが心の隅に残っていたそれは青空のはるか彼方の地平線にぽっつり浮かんでいる 一点のののようなものでああっった。たはてなあれは何だったっけ知っていながら彼の身勝手な心がそれを意識下に押し込めていたのでなかなか思い出せなかったあ,あそうだだあいつだそれを思い出すといつも彼はまるで幽霊にでも出会ったようにぎょっとするのだった。いつか、 警視庁の花田警部の部屋の前で見た相馬良介とそっくりの男が気がかりなのだ智子の死体を運ぶ自動車の客席にいつの間にか入り込んでいた画家らしい男の死体その男の名はワイシャツに縫い付けてある洗濯屋の目印で相馬と分かったし死体のポケットに島真珠店のリーフレットがあったので晴美をその店へ調べにやったことがある。 そして相馬は相馬良介という画家であることが分かった彼は志摩真珠店に勤めてはいなかったがそこに居合わせた男が相馬の友達だと言って名を教えてくれたのだ友達は相馬が行方不明になっていることを知っていたその相馬とそっくりの男が警視庁の廊下に現れたのだまさか相馬が生き返るはずはない 藤瀬ダムはもう湖水になっている相馬の死体はその湖水の底の古井戸の中に重い石に押さえつけられて永遠に眠っているそいつが今頃のこのこ警視庁の廊下などへ出てくる道理がないあれはひょっとしたら相馬のソーセージかもしれないそれとも兄弟から いいずれににししててても、他人のににしては似すぎている。身寄りの者のに違いないそれが警視庁へ来ていたというのは一体どういう意味だろう決まっているじゃないか相馬の捜索を願いに来ていたんだあるいはすでに願ってある捜索の経過を聞きに来ていたのだこれは今さら気づいたことではない何度も繰り返し考えたことだ 花田警部に聞けばあれが何者だかわかるだろうしかしそんな危険なことが聞けるものではない警視庁では相馬良介の行方を捜索しているのかもしれないさあそこでもしそうだとすれば一体どうなるんだ危険じゃないかなあの男がどうして自動車に入ってきたか死因が何であるか少しもわからないがその裏にはおそらく犯罪がある 警察の力でそっちの方の犯罪がバレてきたとしたらどうだ自動車に積み込んだところまで調べがつくに違いないそうすればあの自動車の主が俺だということはすぐにわかる交通事故でガード下の十字路の交番に呼ばれたんだからなそして免許証の名前を警察手帳に写し取られたんだからなだがそれから先は 俺と晴海さえ口を割らなければ絶対に分かるはずはない青梅街道の方へ走って行ったというところまでは分かるだろうしかしそれからあとはもう大丈夫だ藤瀬ダムの底に気づかれる心配はまずないと考えていいだろうしかし警察の方ではそこまで分かれば俺に質問して泥を吐かせようとするかもしれないその質問に耐えられるかいや どんなことがあっても耐えなければならぬ何かうまい口実をこしらえておけばいいのだ何の証拠もないのだから少しも恐れるには及ばないしかし待てよ俺はあまりに先走った取り越し苦労をしているのじゃないかもし相馬の事件が割れてくれば花田警部が俺に何か尋ねないはずはない彼はそういう素振りが少しも見えんのだからあの事件はまだ割れていないんだ いや捜査に着手さえしていないのかもしれぬ取り越し苦労だ取り越し苦労だ伊勢はこの点についてはこれ以上心を浪しないことに決めたしかし地平線の国運は一つだけではなかった女中の和子にはすぐにも暇を出さなければいけない他の女中たちはそうでもないが和子だけは友子の身内だし トモコの真の味方だった何かにつけて俺に敵意を持っている最近にもいろいろ妙なことがあった和子は智子の身の回りの世話をしていたのだから智子のタンスや長持ちを分けるのは少しも構わないだがあいつはまるでスパイのようにこっそりと人目を盗んで智子の持ち物を調べている俺は偶然そのことを見つけたことがある するとあいつはひどく漏狽した確かに何かスパイめいたことをやっているんだいつかはまた勝手口で誰かとボソボソささやき合っていた偶然それが耳に入ったので今のは誰だと尋ねるとガス会社からメートルを調べに来たのだと答えたがその時も漏狽の色を隠すことができなかった嘘に決まっている どうも君の悪いやつだそうだすぐ解雇することにしよう伊勢はそれもよしと思ったこれでもう何もないと思ったしかし不思議なことに心の底になんかまだすっきりしないものがあった何だろうどうしても思い出せない気の迷いじゃないかないやそうは言い切れないぞ 何かある。この間からそれを感じているんだがいくら考えても思い出せないそれは意識下に沈潜しているぼやーっとした白いものであった白い幽霊であった大抵のことは考えているうちに水面に浮かび上がるように形を整えてくるのだがその白い幽霊だけはいつまでもぼやーっとしたままだ 彼は椅子から立ち上がって狭い社長室の中を行ったり来たりし始めた歩きながらしきりに煙草をふかし続けたその時ノックの音がしてドアを開き外出していた晴海が帰ってきた彼女は動物園のクマのように歩き回っている社長を見ても何も言わなかった彼の苦悩はわかりすぎるほど分かっていたからだ何も言わないで 社長の大机の横手の自分の机の前に腰掛けた5時だね伊勢は腕時計を見てそっぽを向いたまま独り言のように言った帰ろううわないから僕の車にに乗り給え食事に行こう少し話もあるそれから2人は例のケディラックに同乗し伊勢自身が運転して西銀座のフランス料理ホーライへ行った。 そして、このこじんまりした別室で差し向かいの食事をとった。お互いに嫌な記憶には触れないことにしていたが、必要な打ち合わせまで禁句にするわけにはいかなかった。葬式で2日ばかり会わなかったが、別に変わったことはないだろうね。誰かに監視されているとか、スパイされているとかいうことはないだろうね。伊勢は二人きりになると必ずそれを尋ねた。 確証というものは何もないんだからもし破綻が来るとすればその方面からの他にはないからであった大丈夫そういう感じは少しもありませんわでお葬式はどうでしたの伊勢は顔をしかめながら日輪教の競争というものの不快な騒がしさについて語ったそして花田警部が塩らしい顔で証拠に来ていたことを付け加えた まああの人が何か探りに来たんでしょうかそうかもしれないどうもあの男は油断ができないよ君も十分注意してなけれゃいけないいつも言うとおりたった一つ気にかかるのは警視庁の廊下であった相馬とそっくりの男のことだという意味は警察は相馬の事件を調べているかもしれないということだそして 相馬の死体が僕の自動車に入れられたところまで探り出された時が怖いのだそうすればきっと我々が取り調べを受けるごく近いうちにそういうことが起こるかもしれないずっと先のことかもしれないあるいは全くそういうことが起こらないで済むかもしれないしかし僕らは万一の場合に備えて口裏を合わせておく必要がある あの晩は若葉荘の君の部屋に泊まったというつもりだ2人の関係は正直に花田に話してあるそれはいつかも言った通りだだからいつも僕が泊まるときのことを思い出して答えればいいんだすき焼きを食べたことなんかも正直に言うんだ警察が肉屋の小僧を調べればすぐわかることだからねそして僕は朝帰ったことにするんだ しかしこれには一つだけ矛盾する点がある。るわかるだろう。あの晩僕は新宿ガード下の十字路の交番で住所生命や自動車の番号まで警察手帳に控えられているあれはいずれはわかることだだからこちらから先回りをし正直に言っておく方がいいつまりこういうことにするんだ僕は9時半頃一度家へ帰るつもりで自動車で出た 目白へ帰るのだから新宿は無論通り道だそこで交通事故があって交番で争いをするようなことになりくさくさしてまた気が変わってしまった女房のいない家へ帰ったって仕方がないと思い直してもう一度若葉そへ引っ返し朝まで泊まったということにするんだ若葉そへ着いたのは十時少し過ぎとしておけばいいだが 交番から出た後で、僕の車が青梅街道の方へ行ったことを見ていたやつがないとも限らないそこをつかれたら事故の後でイライラしていたのでうっかり方角を間違えたというつもりだ気がついてすぐ引っ返したことにするんだこれは君には関係のないことだけれどねそこで相まの死体がお前の車に入っていたはずだあれはどうしたと来るに決まっている だが、これは全く知らないことにする。目撃した証人が出てくるかもしれないが、それは見間違いだろう。よく似た別の車だったろう。俺は絶対に知らないと言い張るつもりだ。そうすれば、結局、水かけろになってしまう。確証というものはないのだ。これも、君に直接の関係はないが、僕はそう答えるつもりだということを知っておいてもらいたい。わかったね。 ええ、分かったわずいぶん先のことまで考えているのねやっぱりあなただわはるみは頼もしそうに伊勢の顔を見た伊勢はさっき社長室で考えていた和子のことやぼやーっとした白い幽霊については何も言わなかった和子は彼自身が始末すれば済むことだし白い幽霊の方は全く取り留めのない不安なのだから話してみたところで ただ晴海を怖がらせるばかりで何の利益もないと思ったからださあいよいよ引っ越しだよ目白の屋敷は売り出すことに決めた君も若葉荘を引き上げるんだそして嫌な記憶を一掃して二人の新生活に入るんだ君は無論秘書なんかよして家庭婦人になるんだよ新しい家はどこにしよう鎌倉編がいいね 鎌倉には黒沢君がいるあの男はそういうことに詳しいから手ごろの家を探してくれるだろう鎌倉はどう夜かい素晴らしいわ夢みたいだわあなたは私のためにあれほどの苦労をしてくださったんですものそれだけでも泣きたいくらいだわ堪忍してねまた始まったつまらないこと言うもんじゃない みんな、運命だよ。友子があそこへやってこなければ、こんなことにならなかった。僕だって、何もあれを殺そうなんて考えてはいなかった。偶然なんだ。だから、運命だよ。君が原因にはそういないが、君のためにあんな苦労したわけじゃない。運命と戦ったんだよ。苦労といえば、君だって僕と同じぐらい苦労したじゃないか。 お互い様だよ。何も卑下することはないよ。もう泣かない。と言いながら、アルミはハンカチを顔に当てた。体がかすかに震えていた。ダメだなあさあ、帰ろう。泣き顔を見せるんじゃないよ。二人は再び車上の人となり、青山の若葉荘へ急いだ。春美は助手席に乗って、 伊勢と体をくっつけていた。もうすっかり夜になっていた赤と緑の目立つネオンの街を通り過ぎ真っ暗な住宅街を通り過ぎ車は若葉荘へ近づいていった2人はもう何も喋らなかったお互いの体温を感じ合っているだけで全ての意思が通じていたもう一つ街角を曲がると若葉荘だった 伊勢はハンドルを回してカーブを切ったヘッドライトの強い光が真っ暗な街の向こう側を移動したずっと続いている生垣の前に一人の男が立っていたライトがその顔をかすめて通ったその途端車が激しく動揺したハッとすると目の前に電柱が突進してくるように見えた は伊勢のひざにしがみついていたしかしきわどいところで電柱をよけることができた車は再び道の真ん中に出た伊勢は恐ろしい顔でさっきの男を見送っていたその男はもうライトの光からはずれて黒い影が若葉荘とは反対の方角へ歩いていくのが見えたそれはあの男だった いつか警視庁の廊下で出会った相馬良介とそっくりの男だった化け物を見た人はすぐには口がきけないものだ2人は若葉荘の晴美の部屋に入るまで黙り込んでいたあれだよ部屋に入るとそこに立ったまま伊勢が怯えた声で言ったあれって今の男さ 亮介はあれとそっくりの顔をしていたじゃああれが警視庁の廊下であった人そうだよ今頃こんなところへ何をしに来たんだろうあの人なら会社へ来たことがあるわえ会社へそれはいつだ伊勢にとってそれは恐ろしい衝撃だったあの君の悪いやつが ののこのこととへやってきたとはもう1週間ほど前よあなたのいない時廊下であの人に捕まったのあなたは伊勢商事の人かって聞くので「そうです」って答えると「社長さんはいるか?」というのよ「今外出しています」と言うとなんならまた出直してくるけれど確か伊勢さんは藤瀬市の石切工場を持っていましたねって聞くの。 実は私は建築をやっているものだが、藤井聖子が買い入れたいのだというのよ。で、君は何て答えた本当のことを言ったわ。藤井聖子の工場はダムになるので、ずっと前に辞めてしまいましたって。うん、それで。それは残念です。どこかであの石が手に入るところはないでしょうかねって聞くの。 社長さんがお帰りになったらわかるかもしれないがここにいる社員は誰も石のことは知らないでしょうというとそれじゃあもう一度来るが社長さんはダムに水が入るまではよく石切り工場へ行かれたですかって聞くのよなんだか変にネチネチしたしつこい聞き方なの私気味が悪くなっていい加減にして逃げてしまったわでも あれが相馬という人とそっくりだったとするとはるみもなんだか得体の知れぬものにぶっつかったような恐怖の表情になっていたやっぱりそうだあいつは何か企んでいる会社へ来たり君のアパートへ近づいたりするようでは油断がならないだがあいつ一体何を企んでいるのだろう君ウイスキーまだあったね ちょっと出して伊勢は茶舞台の前にあぐらをかいてはるみの出したウイスキーをグラスに注ぐとぐいっと煽ったはるみも茶舞台の向こう側に座ってじっと彼の顔を見つめていたまさか生き返ったんじゃないでしょうねばかなそんなことはありえないよ双子かもしれない それともよく似た兄弟かいずれにしても相馬と密接な関係のあるやつだそいつが僕たちに目をつけ始めたとするとこれは危ないぞそれにどうも気に入らないのは藤瀬氏のことを尋ねたことだ相馬と同じ顔のやつが藤瀬ダムに目をつけているというのはこれはどういう意味だろう 偶然だろうかいや偶然とは言い切れないきっと何か企んでいやがるんだ伊勢は独り言のようにブツブツつぶやいて3杯目のグラスをあおった晴海はさっきの姿勢のまま息を詰めるようにして彼の顔を見つめ続けていた相馬のことは島真珠店で君に調べてもらったが中途半端でよしてしまった あまり突っ込んでいくとかえってやぶ蛇になると思ったからだしかしこんなやつが出てくるとそして藤瀬医師のことまで尋ねたとするともっと調べてみなければいけない死んだ相馬の住所を突き止めそれから探っていけば今の男が何者だかわかるに違いない <laughs> おい君また戦いだよ一つの犯罪を隠しおせるということは 並大抵の仕事じゃない。消し止めたと安心しているとどっかでくすぶり始める放っておけば大火事になるんだ誰かが犯罪者は実に忙しいものだと言ったが思い当たるねどんな大事業だってこれほど規模の折れるものはない事業の場合は社会全体が敵ではないからだ 勢の味方がいいてて安心しらられるからだ犯罪には味方がないあらゆることを自分一人で処理しなければならないあっちでもこっちでも火事の卵がくすぶっているそれを片っ端から叩き消していかなければならない伊勢は饒舌にしゃべった悲痛な顔はしていなかった 唇の隅に妙な微笑さえ浮かべていたそれはひどくふてぶてしいものに見えたあれは計画してやったことじゃない偶然だ偶然の後始末だから一層面倒なんだしかしあくまで戦い抜く他はないそれ以外のことは考えられない今になって負けるくらいなら最初から戦わなければよかったのだよし もう一度苦労をするんだあの時よりもっと難しい仕事だってやってみせるぞ彼は目をいっぱいに開いていた役者のように立派に見えたしかしその大きな目は澄んでいなかった白目に赤い血管が張っていた犯罪者の目はいくら立派に見えても いつも充血しているものだ彼はまた何杯目かのグラスを開けたそしてしばらく黙っていたがやがてポツリと言った頼りなげな寂しい声だっただが間に合うかしらそうだそれが問題なのだ孤独な犯罪者には誰も教えてくれるものがなかったので。 彼が少しも気づかないうちにそのくすぶりはもう消し止められぬほど大きく広がっていたかもしれないのださっきから人形のようにじっとしていた晴美の顔にその時激しい感情が動いたそしてむせむような声で言ったあなた、かわいそうね。彼女はいきなり伊勢の体に飛びついてきた その目からは言葉知るように涙が流れていた広い広い世界の中の二人ぼっちだった彼らは身も心も一つになれと死に物狂いに抱きしめ合った孤独なる共犯者の意識が彼らの愛欲を世にも異常なものに変えていた二人の体は熱病の息吹の中で2匹の蛇のように もつれねじれもだえたお前もかわいそうだあなたもよあなたたももよよあふれみなぎる涙が二人の皮膚の間の潤滑油となったそれは意識下に潜在する絶望の涙であったそしてこの世にたった二人ぼっちという 歓喜の涙であった11花田警部。その翌日も伊勢はいつもの通り会社に出た意地になってもそれだけは怠らない決心をしていたはるみも一足先に出勤していたしかし事業上の仕事は何もできなかった 来客の話も社員の報告も上の空で聞いていた心には彼のいわゆるくすぶりをもみ消すことのほかは何もなかった午前中はこれという考えも浮かばないままに過ぎ去ったが午後になってふと気がついて晴海を近くの書店へやって美術雑誌を3冊ほど買ってこさせたどれにも相馬良介の名は出ていなかったがそのうちの 一番発行部数の多そうな雑誌社の編集部へ電話をかけた社から電話をしてはまずいかなと考えたがこちらの名を言わなければ相手の方で電話の主を探すこともあるまいしまた社の交換手も盗聴するような心配はなかった編集者が出たのでこちらは一読者だが行方不明を伝えられている相馬良介の元の住所を教えてくれと頼むと気軽に調べて 豊島区千早町3丁目の番地を読み上げてくれた地図を調べてみると千早町というのは池袋の奥にあったすぐにそこへ行ってみることにした変装などという小細工は好まなかったこのままの姿で出かけるほうがいいと思った社員には車用で外出すると言い残してキャディラックに乗った千早町のその番地は 美術家部落と呼ばれているアトリエ付きのバラック長屋であった元相馬良介の住んでいた家には別の洋画家が入っていた彼は相馬君とは親しい関係ではないと言ったがしかし相馬のことはかなりよく知っていた彼は妹と2人きりで住んでいたことその妹は何とかいう商業美術家と愛し合っていて 兄の亮介が行方不明になって間もなくここを引き払ってその商業美術家と同棲しているらしいということが分かった残念なことに彼はその商業美術家の名を知らなかった隣近所の人達にも聞き合わせてくれたが誰も知らなかったああそうだったのか志摩真珠店に関係があったのはその商業美術家なんだな晴美があったのもその男に違いない だから相馬のことを友達だと言ったのだ晴海に聞けばそれがどんな男だかわかるのだがしかし名前を知らないのだから真珠店に電話をかけたぐらいではわからないかもしれぬそれよりも郵便局へ行ってみよう配達人の中にはその妹へ来た手紙を転送した者がいるかもしれない所轄の郵便局を訪ねてそこへ車を走らせた 配達人だまりへのこのこ入って行っていきなり訪ねてみたが伊勢が立派な服装をしているので誰も怪しまず親切に仲間内を聞き合わせてくれたそしてかなりの手数をかけた上結局相馬の妹は芳枝という名であることその転居先は渋谷区代々木富ヶ谷町の代々木アパート内真下幸彦方であることが分かったそれで十分だった 相馬凌介の素性も分かったその妹の行く先も分かった妹の恋人がかつて晴美が島真珠店であった青年であることも推察できたそれでいいのだ相馬という画家がどうして自動車の中で死んでいたかということはわからないがそれを調べるために妹やその恋人と再会するのは危険だ一応これで満足しておくほかはない これ以上の調査はゆっくり手段を考えてからでも遅くはないそれに今日は目白の家へ帰らなければならないそこにも急な要件が待っているのだ智子の財産整理のことで弁護士と会わなければならない智子の意外が発見されないのだからすぐに遺産相続はできないが他に相続を争う者も,もいないのでいずれは伊勢のものになるだから やはりその整理だだ。けはしておく必要があるのだそのそ弁護士は電話をかければいつでも来てくれることになっていたそれと何かと怪しい挙動をする女中の和子を一刻も早く追い出してしまわなければならない今夜はその申し渡しをするつもりであった目白の宅へ帰ってみると来客がある様子だった出迎えた女中が 警視庁のお方ですと言ったギクッとした常に傷持つというのはこれだなと思ったしかし彼は決して怯えた顔など見せなかったまだ証拠皆無という自信があった誰が対応しているのだと聞くと和子さんですと答えたフッ <laughs> 和子のやつまた出しゃばっているな逆は 花田警部に違いない。いつ頃来たんだもう長くいるのか A30 分ほど前に30分も話し込んでいるとは一体和子から何を聞き出そうとしているんだろう彼は洋風の応接前へ急いだいやあ花田さんでしたかよくいらっしゃった 快活に声をかけた和子の腰掛けている後ろ姿がビクッとしたのがよく分かったやっぱり何かやましいことを告げ口していたのだ警部はさすがに少しもうろたえなかった「ああお帰りなさいお留守中に上がり込んでしまって実はあなたにご報告したいことがあって伺ったのですがもうお帰りになるだろうというので」 この方とお話ししてて待っていたのですよ。そこは十二畳ほどの洋室だった。中央の丸テーブルを囲むアームチェアの正面に原田が腰掛けていた。和子はもじもじしながら席を立って下がろうとするのを呼び止めて、ウイスキーを持っておいで。ホワイトホースがいいよ。いつもの通りだ。プレインソーダとつまみ物。と命じておいて、 警部の向こう側のアームチェアに腰を下ろした。あなた、酒は無論おやりになるのでしょうね。少しはやります。しかし、勤務中はやらないことにしているのですが。じゃあ、やりながらお話を伺いましょう。まさか、ここで勤務中というわけではないでしょう。二人は声をそろえて笑った。花田警部は、 しの濃い髪を七三に分けてなでつけているのだがよほど怖い毛と見えてそれがピンピンと立ち上がっていた濃いグレーの背広を着ていた出来合いではなさそうだったが体つきが無骨なのと着こなしがまずいので神田辺りにぶら下がっている安洋服のように見えたネクタイの好みなども田舎めいていた。 ウイスキーが運ばれると伊勢は自分で2つのコップにウイスキーソーダを調合して1つを警部に勧めた警部はうまそうにそれを飲んでニコニコしながら話し始めたこの間の奥さんの告別式にはお焼香に行きましたよご挨拶もしなかったのでお気づきにならなかったかもしれませんがいやこちらこそご挨拶しないでよく知っていました どうもありがとう変わった葬式でしたね日輪教の儀式というのは初めて見ましたが天理教に輪をかけたようなものですねあれに凝っていたのですからね死んだ家内の悪口を言うのじゃありませんがずいぶん悩まされましたこのうちにも大げさな祭壇があるのです家内は毎日その前で神がかりになったものです やっぱりどこか異常なところがおありになったのですねでなければ自殺までしなくても警部はこの前伊勢が言ったことをオおむがしにしていた遺体のない葬式でした考えてみればかわいそうな女です伊勢は目をしょぼしょぼさせたそれについては我々も申し訳ないのです 熱海所では潜水譜まで入れて随分探したのですがどうしても発見できなかったのですあの鏡ヶ浦は海岸の近くを潮流が流れているのですね一度その潮流に入ったらどこまで運ばれるかわからないんですまして奥さんの場合は二月も立っていたのですから見つからないのが当然かもしれませんそういうふうに 死体が遠くへ流されて人目にかからないで済むというのが自殺者にとっては一つの魅力なのですね鏡ヶ浦が自殺の名所になったのもこの点が大いに関係していると思いますよ花田はそこで言葉を切って何か考えていたが後編に一種異様の薄笑いを浮かべてまた話し続ける。自殺者ばかりでなく 犯罪者にとってもあの鏡ヶ浦は実に便利な場所ですよ景色のいいところですからね2人連れで景色を見るために断崖の突破しまで行くのは少しも不自然じゃありませんそして油断を見すまして後ろから突き落とせば死体は潮流が遠くへ運んでくれるのですからねあの辺は波の荒いところですから 漁船の通り道ではありませんし後ろは林になっていて街道から見通しがききませんあそこで殺せばいわゆる完全犯罪になる公算が非常に大きいのですですから鏡ヶ浦は自殺の名所というばかりでなく殺人事件もよく起こるのですというのは警察に分かった事件のことですが 全く分からないで見逃しているのが相当あるんじゃないかと実はひそかに考えているくらいですよ殺人犯人にとっては死体をどう処理するかというのが一番大きな問題です死体さえ巧みに隠してしまえばそれはもういわゆる完全犯罪になるのですからね大きな声では言えませんが鏡ヶ浦はそういう意味で実に理想的な場所ですよ あなたは唇をペタペタ言わせながらさも楽しそうにしゃべり続けたこいつは一体何のためにこんな話を始めたのだろうやっぱり俺を疑っているのかもしれない長々と話し続けてそのうちのどの点が俺の急所に触るかとじっと俺の表情を伺いながら話しているんだ油断はできないぞ伊勢は なるべく穏やかな顔をして相手の話を軽く聞き流そうとした私は職長柄この死体処理についてはいろいろ研究しております犯罪史などの本も読みますがそれよりも自分が犯人の立場になって考えてみるのですね殺人者は自分が手にかけた死体を前にしてこれが今消え失せてくれたらと願うものです それは実に何にも変えがたい願いですねしかし死体は消えうせてはくれませんそこで犯人は絶対に発見されないような隠し方を考える手は手足は足と死体をいくつにも切り離して別々にどこかへ捨てるあれは実にまずい処理法ですが持ち運びの便ということだけでなくて 死体を消してしまいたいといいととう願望がさせる技だと思います少しでも小さくして目につかないようにしたいという犯罪者の切羽詰まった心理の表れですね死体を土に埋めればそこだけ土の色が変わって気づかれる川とか海に投げ込めばたとえ重りをつけておいても死体の体内ガスの膨張によって浮き上がる心配がある そこで死体を大きな暖炉で焼いてしまおうとした犯人がありますしかしこれは煙突から火葬場のような悪臭が出るので近所の者に気づかれてしまいました一番安全なのは硫酸のタンクの中につけて溶かしてしまう方法ですアメリカには大きな建物を建てて硫酸のタンクを備え 次々と死体を妖怪させた大がかりな殺人犯人がありましたしかしこんなことは誰にでもできるわけではありませんところがそんな大がかりなことをしないでも至極簡単だしかも最も安全な死体の隠し場所があるのですよ実はある探偵小説で読んだのですが実際にもその方法を使った犯人がなかったとは言えません それは、都会にでも田舎にでも、どこにでもあるものです。地面にあるものです。ははは、まるでクイズですね。どうですお分かりになりますか花田はおかしそうに笑ったが、伊勢は笑えなかった。じりじりとまわたで首をしめられているような不快を感じた。地面にあるものと聞くと、 それが何かはまだわからなかったが。心臓の周りに恐怖が押し寄せてくるように感じた。わかりませんね。わざとゆっくりさも興味がなさそうな声で答えた。古い戸ですよ。カーンと頭を殴られたような気がした。心臓の鼓動が速くなった。顔色が変わったかもしれない。 相手に悟られはしなかったかそれが何より心配だっただが花田は何も気づかぬような顔で話を続けた東京にもまだ古井戸は方々にあります殺人罪を犯す前にあらかじめ古井戸のある土地を買っておくというのですねそして家を建てるのに邪魔になるから古井戸を埋めると言って土を運ばせておくのです 殺人は夜行われますでその夜のうちに死体をそこへ運んで古井戸の底へ投げ込みその上から死体が隠れるまで土を落としておきますそれから朝になるのを待って仕事しに井戸を埋めさせるそしてその上に家を建築すればさらに安全だというわけですねなるほどそういう方法もあったわけだな しかしダムの人造湖水の底の古井戸に比べたら住宅の井戸の底なんてまだまだ危険だ問題にならないこの男は普通の古井戸のことを言っていたのだダムの腎臓湖までは考え及ばないのだあの雄大な着想が警察官なぞに想像できるものか大丈夫だ大丈夫だ この男はまだ何も知らないのだ伊勢はやっと平成を取り戻すことができたウイスキーソーダのおかわりを作ってぐっと飲み干した花田のコップも残り少なりになっていたので新しく調合してやった手は少しも震えなかったさあお開けください花田はコップを取って、 かすかに泡立っている透明な液体を透かしてみるようにしながらうまそうに飲んだそれはそうと奥さんが熱海の宿から出られたまま行方不明になったのは2月26日の早朝でしたねそうですそのことはあなたも熱海へおいでになって宿帳などを調べたとおっしゃったように記憶しますがええ宿帳は奥さんがお書きにならないで 番頭がししていましたよそして奥さんが26日の朝の6時ごろ宿を出られたことも間違いありませんところでその前の25日の晩にもう一人妙な家出人がありましてねその行方がいまだに分からないのですもろん奥さんとは何の関係もありません奥さんは熱海で行方不明になられたのだがこの男は 25日の夜、新宿のバーから出たまま、全く消息が絶えているのですからね。場所がまるで違うのです。しかし、1日違いの家出人という点と、両方とも私の係になっているものですから、どうしても一方を考えていると、またもう一方の方も思い出されてくるわけですよ。また、 真綿がぐーっと閉まってきたような圧迫を感じたひょっとしたらあの男のことを言っているのではないかと思うと怖くなってきたあくまで平気を装っていなければならないこの場合むしろこちらから尋ねるぐらいの余裕を示さなくてはそれはどういう人ですかまだ行方がわからないんですかわかりません 死体も出てこないし、遺留品も発見されないのです。その男にあったという証人も一人も現れません。その男は洋画家なのですが、美術家などにありがちな一種の奇人でしたね。放浪壁もあると言いますから、勝手にどこかをうろつき回っているのかもしれません。相馬良介という画家です。例の、 アブストラクトとかいう我々には訳のわからない油絵を描く絵描きですがねやっぱりそうだった今度は用心していたのでガクンとくるほどではなかった平然として受け止めることができたそれにしてもこの男はなぜ相馬良介のことを持ち出したのだろうまさか気づいてはいまい彼自身が言った通り 家での日が一日違いというところから偶然思い出したのであろう。だが、そんなに単純に考えていいのかなあなた警部は一体どの程度の頭の持ち主なのだろうしかし、とっさにそれを判断することはできなかった。26日朝、あなたは。 非常に早く6時前にご自分で自動車を運転してお宅へお帰りになったそうですねいやいや決してあなたに疑いをかけているわけではありません少しもご心配なさることはありません実はそのことをこちらの女中さんの和子さんからずっと前に聞いてあるのですが奥さんが熱海の宿を出られた時間と同じくらいにうちへ帰っておられたのですからこれはもう何よりのアリバイですよ 熱海から東京までいくら急いだって2時間以上かかるのですからねあなたが奥さんの歴史と何の関係もないことは非常にはっきりしておりますしかしまあ、念のために伺っておきたいのですがあの26日の朝早くお帰りになるまであなたはどこにおられたのですかお差し支えなければお話願いたいのですが 花田はそう言って穏やかな目でじっとこちらを見た伊勢はこの質問を待ち構えていたと言ってもよかったこれに対する答えは十分考えてあった晴美とも打ち合わせ済みだった実は25日の晩は秘書の沖晴美のアパートに立ち寄ったのですが宅には家内もおりませんしそれに。 雪が降って寒い晩だったので一度自動車で帰りかけたのですがまた思い直してアパートに引き返し晴海のところへ泊まってしまいましたしかしあまり明るくなってから帰るのはなんとなく気が引けるのでまだ暗いうちにアパートを出発したのです会社へ出る前にうちにちょっと用事もあったものですからそうでしたか私も多分そうじゃないかと思っておりました 花田はそれだけで満足したように見えたもしもっと突っ込んで聞かれたら新宿の十字路で事故を起こし交番に呼ばれたことも話すつもりだったが先方が尋ねもしないのにそういう危険なことに触れる必要はないと思ったので黙っていたそれからしばらく雑談を交わして花田警部は別談のこともなく帰っていった今夜の花田の訪問はなんだか変な具合だった 何か感づいているんじゃないかなまだ安心はできないぞしかしまさか藤瀬ダムのことは気づくはずがない微塵の手がかりもないからだ大きな湖水の底のそのまた古井戸の底に石の重しで絶対に浮き上がらないようにしてある体内ガスの膨張ぐらいであのたくさんの石が持ち上がるものではないだから 死体は絶対に発見されない。死体さえ発見されなければ他のことで多少疑われても大丈夫だあくまで否認すればいい否認し通せばいい花田警部が帰って夕食を済ませると伊勢は今夜中に2つのことをやってしまおうと考えた1つは気に食わぬ智子の身内の和子に暇を出すこともう1つは 会社の顧問弁護士を呼んで智子の財産整理を依頼することだ和子には相当の退職金のようなものを与えて明日中に郷里へ出発するように申し渡した和子はあまり急なことだと不服を言いせめて奥様の百花日まで置いてくださいと泣くようにして頼むのを一切取り合わず無理押し付けに翌日中に立ち退くことを承知させてしまったそれから顧問弁護士に 夜分恐縮だがご足労願いたいと電話をかけたいつでも来てくれるように約束がしてあったのでじきにやってきたそこで先ほどまで花田警部のいた応接間に通してとも子の金銭追悼の控え帳証券帳現金通帳知見証など一切の書類をテーブルの上に持ち出していちいち説明を加え弁護士の質問に応じ 夜がけけるまで調査を続けた。そして計算をしてみるととも子所有の財産は預金と証券類だけで1,000万円を超え土地の時価を加えるとその3倍の額になることが分かった弁護士は証券類の名義書き換え土地の登記などに要する書類を揃え相続税の計算をした上、近日またご相談に上がると言って 帰っていった12対決それから五日ほど伊勢の身辺には別段の出来事もなく経過したそして五月二十日の夜彼の運命は急転直下破局への道を踏み出すことになるその夜伊勢は また自宅へ顧問弁護士を呼んでとも子の財産整理のことで夜更けまで打ち合わせをしていたそこへ女中が電話を知らせてきた若葉荘の晴海からだというもう9時に近かったのでこんなに遅く何の用事かと少し不安になって電話口に出たがすると晴海の声がいつもと違っていた何かひどく興奮しているのを わざとさりげなく話しているような声であったあなたですの省吾さんですの妙に念を押して聞くのでなんだ僕の声がわからないのかと叱るように言うとあああなたですわね今相馬良介さんのいとこという方がここへ来ていらっしゃいますのあなたに至急をお会いしたいのですって お宅の方へいらっしゃってくださいと言ったのですけれどそのことはあなたに電話をかけてここへ呼んでくれとおっしゃるのよねえ分かってすぐ来てくださいます以前はまたしてもガーンと頭を殴られたような気がした相馬のいとこという一言でたちまち何もかも察し知ることができたあいつだ会社へ来て晴海に藤聖氏のことを尋ねたやつ 警視庁の廊下で出会ったやつそれからつい数日前の夜晴海のアパートのそばをうろついていたやつ相馬良介とそっくりの顔をしたあの男に決まっている晴海はその男の前で電話をかけているので何も言えないのだしかし恐怖に震えた人変わりしたような声で何もかも察しがつくいよいよ 敵が乗り込んできたのだこの家へ来ないではるのところへ来て俺を呼びつけるという態度で敵の手強さが分かっているさあ対決だぞ一瞬間にこれだけのことを考えて電話口に答えたそばにいる男に盗み聞かれないほど声を落としてよしすぐに行く 僕が行くまで何も言うんじゃないよ。他の話でごまかしているんだ。わかったね。じゃあ、20分でそちらに着くから、それまで待っててくれるように伝えてくれたまえ。電話を切ると、弁護士には、休養ができたから今夜は引き取って、また出直してくれるように頼み、すぐに外出の用意をしてキャディラックに乗り、青山の若葉荘に急いだ。走っているうちに、 だだんだん相手が凶暴なやつではないかという気がしてきた死んだ相馬とそっくりの顔をしているやつ何かこそこそとこちらの様子を探っていたやつそいつがいよいよ対決を求めてきたからにはよほどの決意を持っていると覚悟しなければならない腕力に訴えるようなことが起こらないとも限らぬ伊勢はピストルが欲しいと思ったしかしピストルなどは持っていない 何か武器になるようなものはないかと考えていると運転席のドアの内側のポケットにちょうど手ごろのスパナーが入れてあることを思い出した彼はそこへ手を入れて探ってみたあった重さといい大きさといい武器にはおあつらえ武器だ彼はそれを上着のポケットに忍ばせたこれでいくらか心丈夫になった若葉荘に着くと 門の前に車を止め暗いコンクリートの階段を3階まで登っていった36号のドアをノックすると中から晴美が開けてくれた真っ青な顔をしているその肩越しに向こうの部屋に座ってこちらをにらみつけている男の顔が見えたやっぱりあいつだ警視庁の廊下で見たあの男だ つかつかと入っていって、その男の前に座った。男は平然としてタバコをふかしながらじろじろこちらの顔を見て黙っている。僕が伊勢正吾です。何か僕にお話があるのですか。そう口をきっても、男はまだしばらくの間黙っていたが、やがてにーっと唇を歪めて。 嫌味な口の聞き方をした二度お目にかかりましたねいつかは警視庁の廊下でそれから四五日前にはこのアパートのそばの暗闇でその警視庁で会った時あんたはどうしてあんな妙な顔をして僕をジロジロ見たんですあれは失敗でしたねあの時から僕はあんたに目をつけ始めたのですよ それからこの間暗闇で出会った時だってそうですあんたはハンドルを切り損なって電柱にぶつかりそうになったじゃないか僕の顔を見てどうしてあんなにびっくりするんです伊勢はあらかじめ覚悟を決めていたのでこんな嫌がらせには動じなかった黙って聞いていてはキリがないと思ったそんなことより早く用件を言いたまえ それに君はまだ名名前も名乗らなないいじゃないか。キッとして言うと相手はにやりと笑ったそしてゆっくりと上着の内ポケットから札入れを取り出しその中から名刺を1枚引き抜いて伊勢の前に差し出した手に取ってみると「南探偵事務所」と肩書きして「所長を南重吉」と印刷してあったああそうだったのか。 このの男は私立探偵だったのか。しかし決して善良な探偵じゃない悪党探偵に決まっているするとこいつの目的はゆすりかもしれないぞそう考えると伊勢はいくらか気分が軽くなったゆすりならば金で始末がつくと思ったからだで君の要件は すると南探偵はまたニヤッと笑って横に置いてあった風呂敷包みを膝の上にのせゆっくりとそれを解いて一足の靴を取り出した婦人用の黒い革の靴であったこののをあんたたに買いいいってもらいたいのですそう言ってじっとこちらの表情をうかがっている伊勢はとっさにその意味を悟ることができなかった 靴に見覚えがあるわけでもなかった。この靴がどうしたというんだなぜ僕が買わなければならないんだ <laughs> お分かりになりませんかあんたもおかつなもんだな。そんなことでよくあれだけの大それた罪が犯せたもんだ。あそうかあれだったのか伊勢はやっとそこに気がついた。そして にまかにか動機が早くなってきたこれは智子の靴かもしれないこんなような黒靴を履いていた井戸に放り込む時靴が脱げていることを気づいて随分探したがどうしても見つからなかったあの時の靴をこの男がどうかして手に入れたのかもしれないどうして手に入れることができたのだろうこいつが藤瀬ダムへ行ったはずはない 警視庁の廊下でこの男に出会ったのはダムの淡水が終わってあの辺が湖水になってしまったからずっと後だった警視庁で会った時に疑いを持ったと言っているくらいだからその前にダムへ靴を探しに行ったというようなことは考えられないいずれにしても入手経路を確かめてからの話だやっと気がついたようだね俺はあんたの奥さんが行方不明になった時に履いていた靴ですよ <laughs> そうかもしれないね。だが、その靴をなぜ僕が買わなければならないんだね。もともと僕のうちの靴なんだから、君にお礼を言って受け取っておけばいいようなもんだがね。どうも手数がかかるな。あんた、そんなこと言って知らばっくれてるのか、それとも頭が悪いのか、どっちなんだ仕方がない。 納得がいくように順序を追って話すことにしよういいかねよく聞いていてこの靴にどれほどの値打ちがあるか判断してくださいよ南探偵は居住まいを直して話し始めた伊勢はともかくもおとなしくその話を聞いてやることにした晴海はさっきから伊勢の体の陰に隠れるようにしてやはり聞き耳を立てていた 南の話は相馬良介失踪事件の捜索をその妹・芳枝に依頼されたところから始まった新宿のバー桃色の調査そこで2月25日の晩相馬は芳枝の恋人の真下幸彦と争い誤って洗面台で頭を打ったことそれからふらふらとバーを出たまま行方不明になったこと後に松葉杖のパンパンの証言で 相馬が十字路のガード下に止まっていた立派な自家用自動車の後部席にのめり込んでしまったことその自動車は何か交通事故があって運転者は十字路の交番に呼ばれていたがやがてその運転者が戻ってきて運転席に入るとそのまま青梅街道の方角へ走り去ったことなどが分かりまた十字路の交番の巡査の手帳から その自家用車の番号や所有者の住所生命が分かったことなど順序を追って話していっただがそれは実に意地の悪い話し方で一つ一つ事実が分かっていくに従って伊勢の表情が変わるのを唇をペタペタ言わせて楽しんでいるように見えた伊勢は相手の一言ごとに多かれ少なかれショックを感じたが持ち前の投資を駆り立ててこれに対抗した どんな感情も色に表すまいとして懸命に戦っていたその後ろに座っている晴海も命がけの表情で聞き入っていたもうダメだとくなくなと心が崩れそうになるのを歯を食いしばってこらえていたその自動車を運転していたのは所有者の伊勢商事の社長さんだと分かったがするとすぐに。 伊勢正吾という名はどこかで聞いたぞと感じたああそうだ警視庁の廊下で俺の顔を見つめていたあの人だ花田警部の部屋に入って今のは誰だと聞いたら伊勢正治の社長さんだと教えてくれた花田君と俺、ね、昔の同僚ですよ僕も長く警視庁にいましたねねえ社長さん あの時あんたが僕の顔を見てなぜあんなに驚いたかそのわけを言ってみようかそれはね25日の晩あんたが知らない間に自動車の後部席に倒れていた相馬良介の死体と僕の顔がそっくりだったからでしょうあんたは僕の顔を見てあの相馬が生き返ったのではないかとギョッとしたのだそう考えると あんたのあの時の顔つきがよくわかるなぜそれほどギョッとしたかあんたは相馬の死体を人知れず処分したからだ今頃こんなところへ現れるはずはないと思っていた相馬がいや相馬とそっくりの男が警視庁の廊下を歩いていたからだねえ伊勢さんあの時のあんたの気持ちは 僕にはよよ。くわかりますよ南はそう言って伊勢の顔をチロリと眺め肉くしく唇を曲げてニヤリと笑った伊勢の心は怒りのように震えていたその震えが肉体にまで伝わらないように制御するのがやっとだったそこで僕はこう考えたもし伊勢さんがほかになんのやましいこともなければ 自分の自動車に相馬の死体が転がり込んでいることを知ったらすぐに警察へ届けるはずだそれをしなかったところを見るとあんた自身にも何か秘密があるひょっとしたら犯罪があるんじゃないかこれは一つ相馬事件なんかよりもこの方を調べてみなければなるまいと思案を決めたってわけですよ 相馬があんたの自動車の中で死んだことは大体確かだと思う酒をたらふく飲んだ上に頭をひどく打っているんだから自動車にのめり込んだまま息が絶えたということは十分考えられるねえそうでしょあんたは青梅街道を走っている途中で相馬の死体に気づいたのでしょうその時あの男は絶命していたのでしょう <laughs> あんたのその顔色でわかる僕は今までこの点にはやや疑いを持っていたのだがあんたの顔に驚きも否定も現れないところを見るとこの想像は当たっていたんだあんたは身も知らぬ男の死体を抱えて随分苦労したでしょうねそこで僕の捜査の方向はあんたの身辺に向けられたするとすぐに思い浮かぶのは 奥さんのさんんのの失踪事件だ。僕は花田警部からもそれを聞いていた奥さんが熱海で行方不明になったのが相馬亮介の失踪の翌朝だったことも分かっていた僕はこれは臭いぞと思った熱海の宿屋に泊まったのは偽物のとも子さんかもしれないとも子さんはその前の晩に殺されていたのかもしれない そうすればあんたが相馬の死体を警察に届けなかったという事実とぴったり当てはまってくるその時南はちょっと居住まいを直して伊勢の心の底を見通すような薄気味の悪い目つきをしたあの自動車には相馬の他にもう一つ死体が積み込んであったんだねえ そううでしょうそこへ来るのは予期していたしかし言葉に出して言われてみるとやっぱりガクンときた今度こそ顔色が変わったことが自分でも分かった顔からスーッと血の毛が効いていった後ろの晴海がガクガク震えているのが分かった気狂いのようにわめき出したい衝動同時にその場にワッと泣き伏したい衝動を感じた それを自制するのがやっとの思いだった。そのもう一つの死体というのは、むろん奥さんの智子さんだ。後ろのトランクでしょう。えそうじゃありませんかトランクのほかには隠し場所がないはずだ。そこで僕は目白のお宅を訪問した。もっとも表門からじゃないガス会社のメーター調べに負けて裏口から入った。そして、 和子さんという女中さんと仲良しになってねいろいろ聞き込みましたよ果たしてそうだ和子が勝手口でボソボソ囁いていたのはこいつだったのだ一つの犯罪を隠しおせるというのはなんと難しいことだろう警視庁の探偵には目を配っていただがこんな鋭い悪党探偵がいるとは知らなかったこいつはまるで 彼自身が犯罪者ででもあるようにこちらの心理をつかんでいるそれにしてもこいつが偶然相馬とそっくりの顔をしているなんて実に恐ろしいことだそういう恐ろしいことがこの世の中にはあるんだなあの女中は奥さんの身内なんだねだからあんたを憎んでいたここの女秘書との関係もあの女中が教えてくれた それからあんたが2月26日の朝、どこかから自動車で帰ってきたこと。あんたがげっそり疲れていたこと。また、自動車がひどく汚れていたことなんかも教えてくれた。あんたはあの晩、自動車を運転して青梅街道からどっか遠くまで行ったのに違いない。新宿の十字路で事故を起こしたのは夜の十時ごろだった。そして、目白のうちに帰ったのが朝の6時前だ。 往復8時間かかっているあの晩は雪が降っていた運転は骨が折れたに違いないことに山の方向へ走ったとすれば天気のいい昼間のドライブに比べたら倍も時間がかかっているだろうそういうことを考えに入れて僕は地図を調べてみた新宿を中心にして普通のドライブならば2時間か2時間半で行ける地点を調べてみた するとその演習の中に富士瀬ダムというものがあったのだよなみはここでまた言葉を切ってじっとこちらを見据えた富士瀬ダムという地名は伊勢にとって最後の衝撃であったはずだが予想していたせいかそれほどにも感じなかったああとうとうそこまで来たかという感慨のようなものが心中の暴風の中に透明な真空帯をつくった この男が会社へ来て藤井聖司のことを訪ねていたと聞いた時からおぼろげにこのことあるを察していたそれが今確実になったというにすぎないだがよくもそこまで推察した敵ながらあっぱれだと思った一方僕は会社名鑑であんたが藤井聖司の工場に関係していることを見つけたそれを確かめにあんたの会社へ行ったこともある その時対応したのはここにいる秘書の奥さんだったからあんたは多分オさんから僕の人相を聞いていたでしょう所要時間から割り出した演習内にかつてあんたが経営していた藤瀬市の石切り場があるこれは偶然ではないと思ったその石切り場は今では藤瀬ダムの湖水の底になっているあの人造湖の水入れはいつだったか それは当時の新聞に大きく出ていたので調べるとすぐに分かった3月1日が水入れの日だったあんたが青梅街道を飛ばしたのは2月25日の夜だ3月1日までには中3日しかないそこまで考えた時僕はあっと驚嘆したあんたを尊敬したなんという雄大な しかも完全無欠な隠し場所だろう。これは天才の着想だと思った。4日後には水入れと決まったダムの湖水の底へ死体を隠して石か何かで浮き上がらないようにしておく。4日の間見つかりさえしなければそこはまんまんたる湖水になってしまうのだ。実に素晴らしい着想ですよ。僕は職長柄。 死体の隠し方については相当研究しているがあんたの考え出したこの雄大な隠し場所には僕も兜を脱いだ犯罪にも想像力というものが必要だがあんたの想像力は驚嘆に値しますよ皆実は皮肉でなく褒め上げていた伊勢にもそれはよく分かったけれども彼の虚栄心がそれで満足するというわけではなかった その創造的な犯罪を見破り得るものは俺の他にはあるまいという相手の自負だけが強く感じられたしかしそれも無理はない実は伊勢の方でも南の探偵的才能には驚嘆したのだからこれで2つの死体の隠し場所は推定できただが僕にはまだ難関があった25日の夜死体を処理されたはずの智子さんが 翌26日の朝まで熱海の宿屋に泊まっていたこの矛盾をどう解決するかということが残っている僕は熱海に現れた智子さんは替え玉に違いないと思ったあの宿屋は智子さんの常宿ではないし宿長の署名も万刀に代出させているではその替え玉は誰が務めたかそれは決まっているあんたは ここにいる奥さんとの関係を全うするために嫉妬深い奥さんを亡き者にしたそうとしか考えられないだから替え玉を務める人は奥さんの他にはなかったはずだそれであんたが来るまで奥さんにいろいろ訪ねてみたがこの人は何も言わないさっきの電話で俺が行くまで黙っていろと口止めされたのだろうと思って深くも訪ねなかったが いいよいよ今度は奥さんあんたの番ですよなみは例の公職の目で伊勢の体を盾にしている晴美の顔を追い求めた晴美はもう震えてはいなかった恐怖の峠を越したからだ何もかも分かってしまったとなるとかえって心が落ち着きやや冷静を取り戻していた奥さん 僕はこのアパートへ来て調べたのですよ。この向こう側に島村という人が住んでいますね。その奥さんに尋ねたのです。2月25日の晩から26日の朝にかけて何か気づいたことはないかと言ってね。すると、あの雪の降った晩というので思い出してくれたのですが、あの晩は確か男のお客様があったようだが、早く寝てしまったのでいつ帰られたかは知らないというのです。 26日の朝はいつものようにお勤めに出られた様子がないずっとドアが閉め切ったままで牛乳や新聞なんかも取り入れてなかったので夕べおそらく外出したまま戻られなかったのかもしれないと思ったそうです9時頃になってもそのままなので少し気になってドアをノックしてノブを回してみたが鍵がかかっていて開かなかったといいますそして やっと、昼の十時頃になって、オさんはどこからか戻ってきた。それが、どうも、会社からではなくて、どこか遠方から帰ったような感じだったと、島村の奥さんは言うのです。お勤めに出る服装ではなくて、旅行でもしたような服装だったというのです。奥さんが、二十五日の夜、何時頃、アパートを出たかははっきりわからないが、少なくとも、 早朝から10時まで不在だったことが確かめられたのですそれでこういう着想が成り立ちますとも子さんがどうかして25日の夜遅くこのアパートへやってきたあるいはあんた方がとも子さんがここへ来るように工作したのかもしれないともかくあんた方2人が待ち構えているところへとも子さんが飛び込んできたそれからどういう手段で殺したかは僕にはわからないが いずれにしてもこの部屋が犯罪現状になったと考えるのが最も自然なように思われるさて殺してしまってからアリバイを工夫したそれには年こそ違え同じ女性の奥さんがいる共犯者の奥さんがいるそこで奥さんに被害者の服を着せ持ち物を持たせて遅い記者でおそらく最終の記者でしょう それで熱海に立たせ、も子さんとして宿に一泊し、翌早朝、鏡ヶ浦にも子さんの街灯やカバンを残して、投身自殺と見せかけておいて、すぐに東京へ引き返す。そうするとここへ着くのは10時ごろになるわけです。これですっかり辻褄が合うじゃありませんか。どうです、おきさん。僕の言ったことが違っていますかえ 違っていますかはるみは今さら否定してみてもしかたがないと思ったので目を伏せて黙っていた伏せた目にも相手の公職な顔がいやらしく感じられた伊勢が来るまでの間になみは彼女にみだらな口を聞いていたそれを思い出すと今相手が勝ち残っているだけに悔しくてしかたがなかった 伊勢も晴海の表情から大方はそれを察していたそれが悪党探偵への憎悪を倍化させた伊勢はもう冷静になっていた南の推理はほとんど事実そのままだったけれどそれを承認して負けてしまうのはまだ早いと思った彼は商売道の連磨によって負けきるまでは負けないという魂を持っていたまだ負ける時ではなかった 僕も君の想像力には驚嘆したよよくもそこまで考えたねそういうふうに言われると僕は実際君の言った通りの罪を犯しているような気持ちになるくらいだよだが今まで君の言ったことは実によく辻褄があってはいるがことごとく君の想像に過ぎない君が作り上げた小説だよ全て状況判断に過ぎないじゃないか 確証というものが一つもないじゃないかそれを聞くとなみはまたにやりと笑った実に不気味な笑いだったまだ奥の手があったのかまだ切り札が残っていたのかところが確証があるんですよあんたが 今までの僕の話だけから鷹をくくって楽観しているとしたらとんでもない間違いですよ南は口笛ではにやにやと笑い続けていたがその目には恐ろしい底光が加わってきた十三、第二の殺人 伊勢と晴美は南が何を言い出すのかとやはり緊張しないではいられなかった確証も確証生き証人がいるんだと言っても分かるまいねあんた方の盲点に入っているんだから先方はあんた方をよく覚えている現に石切り場の古井戸へ2つの死体を投げ込むところをちゃんと見ていたこれより確かな証人はありませんよ あっさり言ってのけてまたにやりとした伊勢ははっとして目をつむったすると暗いまぶたに何かぼーっと白いものが浮かんできたあれだあの白い化け物だどうしても思い出さなかった白いやつだ犬かしら白い犬だったかしらああ まだ思いい。出せない水が入る間際まで藤瀬部落に踏みとどまっていた男がある田中倉蔵という男が目撃者だよあっ分かったあの男だ白い犬を連れていたあの着ぐるいみたいな男だ晴美と二人でピクニックをした時に出会ったやつだ ハルミがハイヒールをかかして困っていると助けようとしてくれたそしてブラックが湖水の底になることを呪っていた帰りには出発する自動車の後ろにつったっていつまでも俺たちを見送っていたああ思い出したその時俺はこの男にはきっともう一度会うだろうという予感がした そしてやっぱり会っていたのだこちらは知らなかったけれどあいつは古いのそばの暗闇からじっと俺のやることを見ていたのに違いないあの時なんだか白いものがぼーっと闇の中を横切ったような気がしたそれがあの男の連れている白犬だったのかもしれないどうだね 僕はそこまで突き止めているんだよ。藤瀬部落の住人は返地をもらって移住している僕はその移住先を訪ね回ったすると水が入るまで部落に頑張っていた男があることを聞き出した先祖の土地を離れるのが嫌だと言って墓石にしがみつくようにしていたそうだそれが田中倉蔵という一りぼっちの変わり者だった 僕はこの男が最後まで部落をさまよっていたとすれば何か見ているかもしれないと思った行く先を訪ねたが誰も知らない東京へ行くと言っていたことが分かったばかりだ僕の直角はこの田中倉蔵造がただ一人の生き証人かもしれないと考えたあくまで探し出そうと決心した幸いなことに この男には一度出会ったら忘れられないような特徴があった風亭はボロボロの百姓姿だそれが古い塔婆をしょって大きな白犬を連れているんだちょっているのは父親の塔婆だということだったまさか先祖の墓石を背負うわけにもいかないので父親の古い塔婆だけを持ち出したのだろう元の部落の人たちが 田中倉蔵がそういう姿をして東京へ歩いて行ったと教えてくれた変わり者だからそのままの姿で東京に入ったに違いないということだった僕はこの男を探し出すのに随分苦労をしたもんだ自動車を雇って藤瀬部落から東京へ帰る途中町や村に差し掛かるたびに車から降りて こういう風体の男が通らなかったかと尋ね回ったすると誰かしらその男を見ているものがあったやっぱり当場をしょって白犬を連れていたというのだだが東京に入ってからは足取りが分からなくなってしまった僕はそういう田舎者の立ち回りそうな新宿浅草 上野などの下がり場を探し歩いた。幾日も幾日もこっちが不老者になったきで訪ね回ったそしてとうとう見つけた田中倉蔵は浅草公園や上野の地下道などを転々して今では上野公園の徳川家の墓地の中にできている青い部落の小屋に住んでいることを突き止めた。 つい2日前のことだ僕は倉蔵の喜びそうな土産物を持ってその小屋を訪ねたが話してみると僕の直角が当たっていた彼は2月25日の夜中の出来事をすっかり目撃していることが分かったあんたはまず相馬の死体を古い土まで運んで投げ入れた それから自動車の後部トランクからとも子さんの死体を出して井戸まで運んだが投げ入れようとする時あ靴がないと叫んだとも子さんの靴が途中で落ちたのだあんたは懐中電灯をつけて自動車と古井戸の間を何度も往復して調べたが靴はとうとう見つからなかった それでそのままとも子さんの死体を投げ入れその上から大きな石をいくつも投げ込んだ社長さんこれでも僕の想像に過ぎないというのかね想像だけでこんな詳しい話ができるもんじゃない蔵造が闇の中からあんたのやったことを何から何まで見ていたそれをすっかり聞いたからだ 恐ろしいもんだねぇ天網開会というやつだね絶対に誰も知らない完全犯罪と思い込んでいたのが一人の愚かな田舎者の先祖の土地への執着心がもとになってたちまち暴露してしまったんだしかもその蔵像が何よりの物的証拠をちゃんと保管していてくれた それがここにある靴だよ。あんたが懐中電灯で探し回る。先に蔵蔵が拾い取ってしまったんだ。そして、それを大事に風呂敷包みに入れて持っていたのだ。みなみはそこで言葉を切って油断のない目でじろじろと2人を見比べながら黙っていた。 もう言うだけのことは言ってしまったという顔つきだったそして右手を上着のポケットに入れたままじっとしていたそのポケットが妙な形に膨れていたどうもピストルらしく思えたなんて用意周到なやつだ俺が切羽詰まって殺意を起こすかもしれないと用心しているんだな だが、俺はまだへこだれないぞ。まだ大老が残っている。こいつの論理の輪には小さな切れ目がある。伊勢の方でもここまで追い詰められるとかえって度胸が座ってきた。彼は、ふふんと鼻の先で笑ってみせるだけの余裕を取り戻した。それが、ともこの靴だという証拠があるかね。 そんなありふれた婦人靴なんかどこにだって転がっている君はそれを古靴屋の店先で手に入れたのかもしれないじゃないか田中倉蔵という生き証人がいるこの靴は倉蔵の風呂敷の中から持ってきたんだその田中という男は俺も知っているこの晴美と富士製ドライブした時に出会ったことがある あれは君、白痴だよ。いや、気狂いだよ。世の中には、アホーのくせに嘘だけは上手なやつがいる。あいつは、夢でも見たんだろう。どこか道で拾った古靴から、そんなおとぎ話を作り上げたんだろう。第一、もしあいつがそれほどの大事件の目撃者だとしたら。 今まで警察にも届けないで黙っている道理がないじゃないかそんなバカな作り話を誰が真に受けるもんかそれにね君白痴や精神異常者の証言は法律上の証拠力にはならないもんだぜこの反撃にはさすがの南もあきれかえった顔をしたほほ <laughs> そんな手もあったものかねえ。えらいもんだ。社長さん、あんたがそれほどの悪党とは知らなかった。だが、こっちにはまだ切り札があるんだぜ。俺の力ではどうにもならないが、警視庁ならやってくれる。富士瀬ダムの湖水に潜水譜を入れるんだ。そして古井戸の底を探せば、 のっぴきならぬ証拠が出てくるだろうよ。友人の原田警部に話しさえすれば、すぐにもその手続きを取ってくれるだろうよ。それじゃあ、警視庁にはまだ話していないってわけだね。伊勢はもう最後の決意を固めていた。靴を折りつけに来るからには、警視庁には何事も知らせていないことは明らかだ。 そこに一縷の望みがある思い切ってやってのければそれで事が済むのだもちろんだよ警視庁に知らせたら俺は一問にもならないこの秘密は広い世間に俺だけが知っているんだそこに値打ちがある花田警部もこの事件の係だから色々やっているだろうがあの男は 役人肩ョで固まっているボンクラだ上司の鼻息ばかり伺がている花田なんかに、何ができるもんか。こっちは命がけでやっているんだからね。大事な獲物を警察に献上するようなヘマはしないよ。で、君はこの靴をいくらで売ろうと言うんだね。掛け値なしの一千万円だ。 あんたには即座にそのくらいの現金は集められると睨んでいるそれにとも子さんの莫大な遺産も転がり込むんだしねおお1000万円かそのくらいなら俺にとって致命的ではない本当に買い取っても差し支えないのだしかしゆすりというものは一度で打ち切りにはならない いつでも欲しいときにやってくるこっちの弱点は時効になるまで消えないのだからなこんな悪党を生かしておいては生涯ビクビクしていなければならないやっぱり殺すほかはないようだこいつの言う通り警察官にはこんな型破りの謎が解けるものじゃないこいつさえ消してしまえば 生涯安全なのだ田中倉蔵造という白紙が残っているがこれは問題じゃないあいつには警察に届ける気持ちなんか少しもないのだたとえ届けるようなことがあっても南のような鋭い解説者がついていなければあんな白紙の片言なんか普通の人間に分かりっこないこいつさえ始末すればいいんだ だがそうするとまた死体を隠す苦労をしなければならないぞしかしそれはもうちゃんと考えてあるこの間花田警部と話しているうちにもし死体隠匿の必要が生じたらあそこを使えばいいと考えておいた鏡ヶ浦だ花田が他殺にも理想的な場所だと教えてくれた のすぐ近くを潮流が流れていて死体を遠くへ運んでくれるからだ自動車で熱海まで往復すれば事が済むそれだけのことを一瞬間に考えたそして相手に疑いを抱かせない前に答えることができた一千万円は僕には大金だが値切、ね、ったところで負けるわけでもなかろう よろしい。買うことにしよう。今ちょうど智子の財産整理をやっているので、うちの金庫の中に一千万円ぐらいの有価証券がある。なんだったら今から一緒に行ってもいい。こういうことは、一日でも伸ばせばお互いに不利だからね。今まで頑固に抵抗していた伊勢が思いがけなくあっさり承知したので、 ほうがあきれたほどであったほうそうかいやさすがは実業界のやり手だけあって話が早いねもう逃れる手がないと悟ると未練らしいことを言わない勝負師の度胸だねそれじゃおともしようみなみはそう言って立ち上がったが右手はやっぱりポケットに突っ込んでいた ピ腕時計を見ると12時に間もなかった伊勢も立って晴美を片脇に呼んだこれで済んだ心配することはないよ今夜はゆっくり寝たまえ明日の朝会社で会おうねそれまでお別れだ彼は、 いきなり晴海を引き寄せて接吻したなみはそれを見ていたそして例の唇を醜くゆがめて苦笑していた伊勢の方ではその苦笑が見たかったのである2人は門前に置いてあったキャディラックに乗った君は後ろの席に乗りたまえ。と言っても南は、 いや、この方がいいと言って運転席の伊勢の隣に腰掛けた間近で監視するためであろうあくまで用心深い男だ自動車が乗り出すと南が正面を向いたまま何気ない体で言った変な真似はしっこなしだぜ俺はちゃんとこういうものを用意しているんだからね そしてポケットに入れていた右手を出してチラッと黒っぽい小型ピストルを見せただがそれは見せられなくても伊勢の方でもとっくに察していたことだ実に嫌なことだがやむを得ない第二の殺人だとも子の場合は無我夢中だった過失殺人と言ってもいいだが 今度は冷静な計画殺人だ殺すのは嫌でしょうがないけれどその他に方法がないのだこの男は殺す他には扱いようのない奴だこいつさえ消してしまえばあとは永久に安全なんだ今夜一晩の辛抱だ殺すのは一瞬間で済む 死体を鏡ヶ浦まで運ぶのには手数がかかるけれどもそれも明日の朝までに済んでしまうのだそして明日から何の心配もない晴美との新生活が始まるのだ殺人の手段は自宅から若葉荘へ車を走らせている間に着想を得ていた伊勢はいつか有名なドイツ人作家の長編小説で そういう場面を読んだことがあるアメリカ版がベストセラーになって日本でも翻訳され評判だったのであまり読書家でない伊勢もそれを読んでいたあの方法がいい非常に簡単で武器らしい武器もいらないポケットに忍ばせている重いスパナーだけで十分だただ勇気と敏称な行動が必要だ 俺にはできるきっとやってみせる車は青山から神宮岩塩を抜けて新宿に出る道をとったもう夜中の十二時を過ぎていた神宮岩塩の広いアスファルト道にはほとんど人通りがなかったので思いっきりスピードを出すことができた速度計の針は五十キロ 60キロ70キロに近づいた風を切りうなりを生じて走った黒い木立が島になって後ろへ後ろへと飛んでいったところどころに立っている街灯の火が一本の光った紐のように見えた伊勢の心臓はその速度と殺人の予想のために妙な打ち方をしていた ぎょっと吐き気がこみ上げてきた彼はそれをこらえるために痛いほど唇をかみしめて彫像のように前方を見つめていた隣に腰掛けていた南はあまりのスピードに不安を感じ始めたらしく見えた彼は暴風のように飛び去る窓の外の風景とハンドルを握る伊勢の横顔を慌ただしく見比べ何か言いたそうになっては思い返して 口を半開にしたまま目をキョロキョロさせていたが落体の加速度のように止めどもなく加わっていくスピードにもうたまらなくなったのかぎゃっと口を開いて何かわけのわからぬことをわめきだしただがそのわめき声は終わりまでは続かなかったわめきだしたのがきっかけになった。伊勢は今だと思った 非常な素早さでブレーキを踏んだ。全身の力をブレーキに集中した車輪はキーッと悲鳴を上げた用心していた伊勢の体さえもガクンと前にのめり胸をしたたかうってハンドルが曲がりそうになったほどだから不意をつかれたなみはクッションから飛び出して前のダッシュ板に恐ろしい勢いで頭を打ちつけた。 だだ。が、がさすがは悪党だとっさの場合反射的にピストルを握った右手をポケットから出し隣の伊勢に向けようとしたが引き金を引く余裕さえなかったピストルを持つ手がだらりと垂れて体全体がクッションからずり落ち前の狭い場所にのめり込んでしまった。頭は、 ぐったりと前に下がっている伊勢はその時ハンドルを離した右手でポケットのスパナーを握っていたそしてぐっと上半身を南の方に向けクッションから腰を浮かしちょうど目の下にある相手の頭を砕けよとばかり叩きつけたスパナーの先が頭蓋骨に食い込む 相手の上半身はくなくなとさらに力なく崩れていった念のために口に手を当てたり心臓部を押さえてみたりしたが息が絶えていることは明らかだった殺人そのものはいつもあっけなく済んでしまうだがその後とが大変だ 犯人の苦労は殺人の前にあり殺人の後にあることに死体隠滅の仕事は絶えざる恐怖と勝利を伴う大事業だった伊勢はガラス越しに注意深く辺りを見回した窓から首を出して後ろも見た広いアスファルト道には全く人影がなかった 死体を後部席に移そうかとも思ったがそれをやる間が危険だったそれよりもこのまま自宅に帰ってガレージに入れる方が安全だと思ったガレージの中で死体を後部のトランクに入れ鍵をかけてしまえばよいのだそして遠乗りの準備をし簡単な食料や水筒なども用意して熱海へ走らせればよいのだ真夜中の3時までには鏡ヶ浦へ着けるだろう 伊勢はアイオーバーを脱いで助手席の前にうずくまっている死体の頭の上からそれをかぶせた何かの大きな荷物のように見えるこれなら窓を覗かれても大丈夫だ目白の自宅に着くまで何事も起こらなかったガレージは表門の横手にありそこの鍵はポケットにある車から降りてドアを開き 自動車を中に入れてドアを閉めてから懐中電灯をつけて死体をもう一度調べた垂れるほどの血ではなかったが髪の毛が濡れていて指が赤く染まった間違いなく絶命している運転席の床に落ちていた南のピストルを拾って自分のポケットに入れたスパナーを調べてみると少し赤いものがついていたので 花紙でよく拭き取って運転席のドアのポケットに戻したそれから車の後部のトランクを鍵で開いておいて死体を引きずり出し抱き上げてトランクの中へ押し込んだそして鍵をかけた暗闇の中で死体を抱いた時に別の2つの死体の抱き心地を思い出したとも子の体は重かったけれど 女のことだから運ぶのは楽だったが相馬と南の死体は骨太で抱き上げても何か抵抗しているような不快な手応えが感じられたこれが3つ目の死体かと思うと嘘みたいな気がしたこの数ヶ月の出来事はたった一夜の悪夢ではないかとさえ疑われた全てがなんとなく本当らしくなかった すぐ出発するつもりだからガレージの戸は閉めたばかりで鍵はかけなかった和子は暇を出してしまったのでうちには2人の若い田舎者の女中がいるばかりだ若葉草へ出かけるとき今夜は泊まってくるかもしれないから戸締まりをして先に寝るように言い残してあった今頃はぐっすり寝込んでいるだろう門のベルを押さなければならない だが待てよ。女中たちを起こせば手がかりが残る起こさないでこのまま出発した方がいいかもしれないぞ食料は途中でパンとサイダーを買えばいいまだ起きている店があるだろうもしなかったら品川駅の構内で買うんだそう考えながら門の前まで来るとどうしたわけか 門のとが一尺ばかり開いていた変だなと思って母屋の方を眺めた時伊勢はぎょっとしてそこに立ちすくんでしまった洋室の2階の書斎の窓が赤赤と輝いていたのだまさか女中たちが今頃書斎に入って伝統をつけているはずはない一体あそこに、 だがいるのだこの深夜書斎に上がり込むような客の心当たりは全くなかった14破局伊勢は逃げ出したかったそのまま家へ入らないで自動車を出発させようかと思った。 しかしそれではいつまでも不安が残る書斎にいるのは誰かということを確かめたい気持ちの方がやっぱり強かったそっと玄関に近づいて入り口のドアに手をかけるとそこにも鍵がかかっていなかった音のしないように戸を開けて靴を脱いで上に上がったそして足音をしのせるようにして2階への階段へ歩いていくと 奥から女中の一人が出てきたあら、おかえりなさいませ小声で言った誰が来てるんだこちらも囁き声だった花田さんでございます警視庁の花田警部かはい女中はおどおどしていた どうして書斎なんかへ通したんだお止めしましたのですけど旦那様にお断りしてあるからといって無理にいつ頃から来ているんだ30分も前からですいよいよただごとではない書斎のギリシャの壺の中にあれが隠してあるまさか気はつくまいが 一人で書斎へ入らせたた。のは失策だったしかし女中を叱ってみても始まらないともかく花田に会って早く追い返すほかはないそのために死体処理の時間が少なくなるのもやむを得ないもう足音を立てて階段を上がったドアを開くといつもの背広服の花田警部が 彼を迎えるように椅子から立ち上がったところだった。真正面に顔を合わせた。そして二人は申し合わせたようににっこり笑って、目で挨拶をした。困りますね。留守中にこんな部屋に入ってくださっちゃ、どうして応接までお待ちくださらなかったのです。それに今夜は若葉荘の方へ泊まるかもしれないと、 女中に言い残しておいたはずですが。いやあ、失礼失礼。しかし、なぜかあなたの書斎へ一度入ってみたくなったものですからね。で、何か収穫がありましたか。上記を一た体言い草だった。そんな変なことを言っちゃいけないと思いながら、つい口から出てしまった。すると、 花田警部はにやりとした。そしてポケットから銀色に光るものを取り出して伊勢の方へ見せつけるようにしたシガレットケースだったああ、やっぱりそうだったかこの田舎面の警部がこれほど敏傷だとは知らなかった油断だった油断だった 相手がポケットへ手を入れたとき、伊勢の方でも無意識に自分のポケットに手を入れていた。そして、さっき南の下衣の下から拾ったピストルを握りしめていた。うまい隠し場所ですね。私はこれを見つけ出すのに三十分かかりましたよ。花田はまだにやにやしながらぐるっと部屋中を見回してみせた。 引き出しという引き出しを全部開けてみたのに違いないそれは「愛するお兄様へ Y」と彫ってあるあの銀のシガレットケースだった自動車の中の相馬の死体のそばに落ちていたのを身元を調べる手がかりとして持ち帰ったあのシガレットケースだった後になって死体と一緒に古井戸の底へ落としてしまえばよかったと後悔したが 今更どうすることもできなかった焼き捨てられる品ではなしめったな場所へ捨てては危険なので書斎の棚の上に飾ってある古代ギリシャの赤江の壺の底へ隠しておいたそれが創作者の盲点になるだろうと鷹をくくったのがいけなかったさすがは警視庁のローレン警部だ30分で見つけ出してしまったこのシガレットケースはね 行方不明になっている相馬良介くんの妹のよしえさんが兄さんの誕生祝いに送ったものですよよしえさんが警視庁の少年課家出係へ捜索願いを出した時家出当時の持ち物としてこのシガレットケースのことも記入してあったのですそれがどうしてお宅の書斎へ来ていたのでしょうかね伊勢は もうダメだと思った。あれほどの思いをして南を殺したことが全く無意味になってしまった南という大敵を抹殺して安堵する暇もなくまるで彼の身代わりのように第二の大敵が現れたのだこいつは花田の肉体を着た南の怨霊ではないかとさえ疑われた伊勢は ヘタヘタとそこの椅子へ腰掛けたままもう物を言う力もないように見えたこのシガレットケースがお宅に隠してあると見当をつけたわけじゃありません実はオルスを狙ってあなたの書斎から何か探し出せやしないかと当てずっぽうにやってみたのですすると偶然この幸運に恵まれたという次第ですよこれで私としては 物的証拠が一つ増えたわけですからね一つ増えたってすると、まだ他にも物的証拠を握っているのかそれは一体何だというのだ少し長いお話になるかもしれません。真夜中に押しかけてきて長話を聞かせるなんて、まことに物質けなわけですが、今日夜になってやっと決心がついたものですから。 ご迷惑は承知の上でやってきたのです何でしたらお茶を持ってこさせてくださいませんかあああなたはもうベルを押す元気もないようですねそれじゃあ私が代わりに押してあげましょう警部は立っていってベルを押したそして女中がやってくるとご主人がお茶を召し上がりたいそうだ なるべく大きな茶碗でねついでに私の分も持ってきてくださいよと優しく命じたでは失礼してタバコをやりますあなたもいかがですかピースの箱を開いて差し出した伊勢は力ない手で一本引き抜いた警部がマッチを吸ってまず伊勢のタバコに火をつけ 次に自分のにつけてうまそうに吸い始めたそこへ女中がお茶を運んできたので伊勢の前に一つ置かせ自分も取ってごくりと飲んだそして女中が立ち去るのを待って静かな調子で話し始めたあなたが奥さんの失踪届を出されたのと相馬良介君の失踪を妹のよしえさんが出したのと あまり日が隔たっていなかったのですまた両方の失踪した日が一日しか違わなかったしかし初めからこの2つの事件がお互いに関係があるなどと考えたわけではありませんいくら疑い深い警察官でもそこまでは想像できませんよただ我々は決してこの2つの失踪事件を軽視していなかった 絶ええず注意を怠らなかったとは言えるのです。失踪届というものは随分数が多いのですが世間で想像されるようにその書類を棚に積んで放っておくというものではありません我々捜査一課の者も時には分担して絶えず気を配っております失踪事件の裏には往々にして犯罪が隠れているからです 失踪は犯罪という大きな氷山の頭のようなもので探っていくと思いもよらぬ大物にぶつかることがあるものですですから我々は失踪事件を決して軽視しないのですよまた我々は失踪届や捜索願いの届け主に注意します場合によってはその人に監視をつけるほどです あなたの奥さんの場合も相馬良介君の場合も2ヶ月経っても全く消息がない我々としては一応変死人を調べましたが変死の様子もないとなればやっぱり殺人を考えてみなければなりませんこの2つの事件は両方とも犯罪の匂いがしたのです第6巻というのですかね 日が経つにつれてそういう感じが強くなってきましたそこで私は2つの事件とも届け人の身辺を調べ始めたのですあなたと沖春美さんとの関係奥さんの嫉妬というような家庭事情も早くから分かっていました一方相馬喜恵さんの方は警視庁に届けただけでなく 写真入りの新聞広告までしてそれでも手応えがないものだから私立探偵の南重吉君この男は私の昔の同僚ですがその南探偵事務所へ出かけて行って捜索を依頼したことが分かったのですその頃からよしえさんには尾行をつけておいたのですよ南と聞いた時 伊勢はやっぱりビクッとしないではいられなかっただがこの男は南が殺されたとはまだ知るまい南の死体が現にこのうちのガレージの中にあるとは思いもよらないだろう一人の探偵は死骸になってガレージにいるもう一人の探偵はこうして俺に手柄話を聞かせているこれは なんというへんてこな立場だろう。ところがこの二つの失踪事件が妙な具合に引っかかり合っていることが分かってきたのですその最初のきっかけはあなたが私の部屋を出て前の廊下で私立探偵の南くんと出会われたあの日でした南くんはあなたに出会った後で私の部屋へ入ってきて 何か意味ありげにあなたの名を聞き出しました私の方では南実くんが相馬良介の事件を引き受けていることが分かっていたのですぐにこの2つの事件には何か関係があるんじゃないかと疑ったのです記録を調べて失踪の日がたった1日しか違っていないことも分かりましたそれからもっと重要なのは 相馬亮介君の写真と南君とが非常によく似ていることでした後になって南君はその顔の似ているのを利用して相馬君のいとこだと言って関係者に会っていたことも分かってきましたその頃警視庁ではあなたの奥さんは鏡が裏から投身自殺をされたのだと判断し捜査を打ち切ると発表しました あなたにもお知らせしたし新聞にもそういう記事が載りましたところが私は決して自殺と信じていたわけではありませんあの発表はもしこれが殺人事件だとすればその犯人を油断させるための一つの手段だったと言ってもいいのです皆実くんはある失策があって数年前に退官させられたのですが しかし捜査官としての腕は大したものでした非常に頭の鋭く働く男で正攻法でなく探偵上の奇襲作戦が実にうまかったそういうわけで私はあの男の捜査力を信じていたものですから自分でも捜査する一方部下の者に南君を尾行させて絶えず情報を手に入れていたのです 南君は新宿の桃色というバーで2月25日の夜相馬君と妹の芳恵さんの愛人の真下幸彦という青年とが酒の上で殴り合いをしたこと相馬君が頭をひどく打ってフラフラになったままバーを出たことを確かめ次にはその真下君と2人で新宿駅の付近を歩き回って 松葉杖の真理子というパンパンを探し出しその女の口から相馬くんがあなたの自動車にのめり込んだことを聞き出したのですその時あなたの自動車は空っぽでしたというのは交通事故を起こしてあなたがガード下の十字路の交番へ行っていたからですあなたは 君が乗っているとも知らず自動車を運転して青梅街道の方へ走り去ったパンパンからこういう事実を聞き出した時南くんは2つの失踪事件があの十字路で交差していることを悟ったのです無論私もそこまでは分かりましたがそれから先の推理は私の負けでした。 それだけの資料から南くんが気気づづいたたことを、私には気づけなかかったのですからね。南くんが何を考えているかということが分かったのはつい10日ほど前でした。南くんは自動車を雇って藤瀬ダムへ出かけその帰り道で方々の町や部落へ寄ってしきりに何か訪ねていたということが分かりました。 部下の者がその後に回って聞き出したところによりますと南君は藤瀬部落にたった一人踏みとどまっていた田中倉蔵という変わり者の行方を探していたのですそれを聞きますといくらぼんくらの私でも気づかないわけにはいきません死体の隠し場所は3月1日に淡水する直前の 腎造湖の底だったのです私はその異表外の思いつきにすっかり驚嘆してしまいましたみなみくんが早くからそこへ気がついていたのはさすがですよそれから私の部下は田中倉蔵造という男を探し回っているみなみくんの後をつけましたその田中は東京へ入ったことが分かっていたのです つい昨日のことですよ南くんはとうとう田中倉蔵造を上野の青葵部落で見つけましたそして今度の事件の真相をつかんだのです私の部下もそのすぐ後で田中から同じことを聞き出すことができましたそれから私自身も田中のバラックへ行って直接詳しく話を聞いたのです伊勢にとっては これらの事実は全て先に南から聞いていたことだから今さら何の動揺をも感じなかった彼が少しも驚きを示さないので花田警部は変な顔をしてしばらく黙っていたがはっと何かを気づいたらしくああそうでしたかじゃああなたはもう南く君にお会いになったのですねもしや今夜沖さんのアパートへ行かれたのは 君があなたをあそこへ呼び出したからではありませんか伊勢は何も答えなかったどう答えていいか決断がつかなかったからだしかしこの場合否定しなければ無言の肯定になるのだということも彼にはよく分かっていた私は南君の性格をよく知っているつもりですあの男は 操作能力は実に優れているけれども私立探偵という仕事には最も不適当な人物です彼は利欲のためには全額のけじめがつかなくなる男だからです探偵として探った秘密を利欲のために利用する気になればこれは実に有力な武器ですからね彼はそういう利用をしかねない男です ねえそうではありませんか彼はあなたにそういうことを申し出たのではありませんか伊勢はまだ黙っていた無言の皇帝と思われても仕方がない何か喋って取り返しのつかぬ現地を与えては一層不利だと思ったそれよりもガレージの死体のことで頭がいっぱいになっていた こんなことならガレージの戸に鍵をかけてくればよかったと刻一刻そのことが不安になり始めた花田は話を元に戻して伊勢が若葉荘で智子を殺害したのだろうと推定しその死体をキャディラックに積んで出発し新宿の十字路で事故を起こして交番へ行っている隙に相馬良介が後部席に転がり込んだことなどを順序を追って話していった。 伊勢はほとんど聞いていてなかった。この危機をどう切り抜けるかということさえもう細かく考える力はなかったイライラと勝利をしながらしかし実際は何も考えないと同じ状態であった穏やかな口調でゅ々と真相を説いている花田の言葉がところどころ真っ白な空白となりまた黒く浮き上がり いいななだ,んだら染めになって続いていた。その黒い部分というのは意味を持って彼の耳に入った部分なのだがあなたは新宿の十字路を出発してからどこかで後部席に転がっている相馬良介に気づかれたのでしょうその時相馬君が生きていたらあなたはあの男を車から追い出されたに違いない。 泥酔していて言うことを聞かなかったとしても引きずり下ろしてどこかへ寝かせておけばよかったあなたとしては相馬君を殺す必要は少しもなかったのです彼が智子さんの死体を見たとすれば生かしておけなかったでしょうけれどあなたはまさか智子さんの死体を後部席に乗せてはおかれなかったでしょうおそらくトランクの中ですね だから相馬君は死体を見たわけではない。従って殺す必要はなかった。それなのに田中倉蔵はあなたが男女2つの死体を藤瀬の古い戸の中へ投げ込んだと言っている。ここがおかしいのですよ。で私はこう想像しています。相馬君は、 真下という青年とバーで喧嘩をして頭を広く打っていたですからあなたの自動車に転がり込んで間もなく絶命したのじゃないかあなたは彼が死体になって後部席に転がっているのを発見されたのじゃないかとね死体となるとうっかり道端に捨てておくわけにはいきませんそこから足がつく危険がある そこであなたはどうせとも子さんの死体を処理するんだから相馬くんの死体もついでに同じ場所に葬ってやろうと決心されたのだと想像しているのですどうです違っていますかだが伊勢は相馬を殺さなかったということさえ口に出す気になれなかった何か一言言えば それからそれへと質問を受けるに決まっているそれが恐ろしいのだそれからまた長々と花田の言葉のだんだら染めが続いた伊勢の心中にはかわいそうな晴美の顔とガレージの南の下糸がひっきりなしに浮かんでいたいても立ってもいられないような焦燥で体がガクガク震えていた 南が探し出した智子の靴今のシガレットケースその他に何があるのだ原田はもっと物的証拠を握っているようなことを言ったそれは一体何だろうもう順序を追った話はたくさんだ早くその物的証拠を見せてくれそれがどれほど致命的なものか早く早く早く見せてくれ 島村民子さん、ご存じでしょう若葉荘の奥さんの向こう側に住んでいる島村という会社員の奥さんですだんだら染めがぐっと黒く浮き上がってきた伊勢は思わず聞き耳を立てた何かしら新しい事実が語られているのだ南くんはこの島村夫人にも会って聞き込みをやっています しかし、南くんはそのとき、たった一つの手ぬかりをやったのです。島村夫人は、沖さんが2月25日の晩から26日の朝にかけてアパートにいたかどうかを確かめたばかりで、もっと重要なことを尋ねなかったのです。私はそこを一段と突っ込んでいました。そして、最後の勝利を収めたのですよ。 伊勢はじっと耳を澄ましていた花田は今何かしら非常に重大なことを言い出すように見えたからだそれはつい23時間前のことです23時間前にやっと確証らしいものをつかんだのですそれでこんなに遅くお邪魔したというわけですよそういう物的証拠を手に入れるまでは あなたにお会いしても仕方がないと思いましたね昨日私が青葵部落へ出かけて田中倉蔵を調べたことはさっき申しましたねそれでとも子さんの死体から靴が噴出していたことが分かりましたあなたは藤瀬部落の闇の中で死体の足から脱げたのだと考えておられるそうでなければあんなに現場を探されるはずはないわけですからね 田中倉蔵もやっぱりあそこで落ちたものと思っているらしいです。南くんにもそういうふうに話したと言っていました。ところが私はもっと別の考え方をしてみたのです。あなたにも見つからなかったし田中倉蔵が明くる日あの辺りを歩き回ってみても発見しなかったとするととも子さんの靴は。 ブラックで脱げ落ちたのではないのじゃないかと考えてみたのですおや変だぞこの男は何を言ってるのだあの靴は田中倉蔵がちゃんと拾って持っていたじゃないかそれを南が手に入れて俺に1000万円で売りつけようとしたじゃないか現にその靴はガレージの自動車の中に置いてある 田中がうそを言ったのか、南がうそを言っているのか、それとも、あなたがとんでもない思い違いをしているのか、藤瀬ブラックでないとすると、どこで脱げたのでしょう自動車の中ではありません。もしそうだとすれば、あなたが気づかれなかったはずはありません。では、 死体を自動車ににせる前に脱げたのではないかアパートの3階の部屋から死体を自動車まで運ぶためには真っ暗なコンクリートの階段を2つ降りなければなりませんそこで死体の足が何かに触ったとすれば抜け落ちることもありえるのですあなたは死体を自動車に乗せた時 靴を履いていることを確かめてご覧になりましたかおそらくそこまで注意する余裕がなかったのじゃありませんか伊勢ははっとして思わず椅子から立ち上がりそうになった数か月以前の古い記憶の中からすっかり忘れきっていたごく些細な出来事がスーッと浮かび上がってきたのだああれだ あれに違いない真っ暗な階段を下りるときブランブランしている死体の足が2階の踊り場で何かにひどくぶっつかった探ってみると乳母車だった誰かがドアの外へ放り出しておいた乳母車だったあれだあの時に靴が脱げて落ちたのかもしれない私は 今日の夕方になってやっとそこへ気がついたのですそれですぐに若松をアパートへ行ってまず島村夫人に2月26日の朝3階から下までの階段のどこかに黒い婦人靴が落ちていなかったかと尋ねてみました島村夫人はしばらく首をかしげて考えていましたがふと思い出したらしく2階に住んでいる山際という会社員の奥さんと ちょうどその頃のある朝階段ですれ違った時その奥さんが手に一足の黒い婦人靴を下げていたというのですあまり親しい間柄でもないのでちょっと挨拶して通り過ぎようとすると山際の奥さんは島村夫人を呼び止めてその靴を見せ「これオタクのじゃありませんね」と聞くのだそうです いいえと答えるとそのまま自分の部屋へ入ってしまったがあれがあなたのおっしゃる靴かもしれませんよと島村夫人は疑わしそうな顔で言うのですよく聞いてみるとその山際の奥さんというのが軽微な頭壁のある人で廊下に置いてあるものなどを時々自分の部屋へ持ち込んで知らん顔をしているのだそうです それで、同じアパート婦人連中にも評判が悪くのけ者同然にされているのだということが分かりましたそこで私は直接山際夫人にぶっつかってみたのです356の小綺麗な奥さんでしたが先方が恥ずかしがらないように穏やかに尋ねてみますともともと悪人ではないのですからすぐにその靴を出してきて申し訳ありませんと白状してしまいました それは2階に上がったところの踊り場に出してあった乳母車のそばに落ちていたのだそうです。山際夫人は早起きなので誰よりも先にそれを見つけ自分の部屋に持ち帰ろうとした時島村夫人に出会ったのでさっきのようなことを尋ねてみたわけですね。島村夫人が自分のじゃないと言ったので安心して自室に持ち込んでしまったのです。 そのうち持ち主を訪ねようと思っていてつい忘れてしまったという弁解でしたよそれがこの靴ですささんんのの履いいてておられたものかどうか、か。どうつ改めてくださいませんか花田警部はそう言って部屋の隅に置いてあった新聞紙包みを持って席に戻りそれを解いて一足の黒い靴を取り出した 見覚えのあるク靴にそういなかったともこの靴のようです。伊勢はそこで初めてことばを口にした。しかし、それっきりだった。そのまままた、むっつりとたまりこんでしまった。26日の朝、階段に落におちていた、ともこさんの靴。それから、 ギリシャの壺に隠してあった相馬君のシガレットケース二つとも実に有力な物的証拠ですよその上に田中倉蔵という目撃者がいます田中はゆうべから警視庁に呼んで身柄を保護しておりますそれだけではありません近日潜水譜を富士瀬の人造湖に潜らせて 古井戸の底から2つの死体を引き上げる手はずになっています花田警部は語り終わってじっと伊勢を見つめた伊勢は目をそらさなかった彼の方でも同じように相手の目を見ていたやっぱりそうだ悪党探偵の南が嘘をついていたのだあいつは 田中倉蔵の話から思いついてどこかの古靴店でそれらしい婦人靴を買ってきてそれを1000万円で俺に売りつけようとしたのだだがその南は殺してしまった南の恐喝よりも俺の殺人の方が何倍も重いのだ今では南に恨まれこそすれ 俺の方から恨む筋合いは少しもないあ,あとうとう心の奥の奥の方で予期していた最後の瞬間が来たこれでおしまいだ昔から世間では犯罪は必ずバレるものだと言っているだが そうでない場合もありうるだろうという空田の身にすがりついてずいぶん無駄な苦労をしたものだ全てが徒労だったあの知恵もあの勇気も今考えてみれば全くの無駄骨折りだったさあどうするのだ お前は覚悟ができているのか。せめて最後を i s a よくしたいのではないか。とらえるものととらえられるものは、そうしてやや五分間もお互いの顔を見つめ合って黙り込んでいた。おともしましょう。伊勢は快活を装った声でぽつりと言った。 そうしてください。実はここに逮捕状も用意しているのです花田警部も穏やかに言ったまるで旅行にでも誘うような口調だった一つあなたの全くご存じない新しい事実がありますこの新事実だけでも僕は講首台に上らなければなりますまい 伊勢ひと事のように言うと花田の顔に一種異様の表情が浮かんだそれは疑惑と驚愕とが混じり合った奇妙な表情だった「新事実」とおっしゃるとそれを申し上げる代わりにあとで2分だけ沖晴美に電話で糸まごいをすることをお許しくださいますか 無論差し支えありませんでその新事実というのは僕はつい先ほど南重吉を殺したのですえ南君をそうですあなたのお察しの通り皆実は僕を恐喝しました今夜若葉荘の晴海のところへ押しかけて そこへ僕を呼び出したのです。そしてこの靴とは別の偽物の婦人靴をどこからか持ってきて田中倉蔵が藤瀬部落の古井戸のそばで拾って持っていたのだと言って僕を騙しましたその靴を1000万円で買えというのです僕は騙されたとは知らずその靴さえ抹殺してしまえば 他には何の証拠もなののもいと考えたので、それだけの有価証券を渡すからと言ってなみを誘い同じ車に乗ってこのうちに向かいましたが途中で自動車を急停車させ皆実がのめったところを用意のスパナーで頭を殴って絶命させました。その死体は、 表ののののガレージの中の自動車のトランクに隠してあります。もう一度同じ方法で死体処理をしようと考えたのですあなたさえ来ておられなければ女中にも姿を見せずすぐに出発して明日の朝までに帰るつもりでしたな田さんその行き先をどこだと思います伊勢は、 不思議な微笑を浮かべて花田にちらっと流し目をしたその場所はねあなたが教えてくれたのですよほらこの間の晩死体隠滅の手段をいろいろお話になりましたねその中で熱海の鏡ヶ浦には岸の近くに潮流があって死体を遠くへ運んでしまうので他殺の場合でも自殺の場合でも 死体発見が困難だ完全犯罪にはもってこいの場所だとおっしゃっていたじゃありませんか僕は南を殺そうと決心した時あれを思い出したのですよ老練な警察官の保証付きなんだからあそこなら大丈夫だと思いましたねいや失礼ついつまらないことを申しました 南の偽物婦人靴はまだ自動車の中に置いたままですこれはあとで何とか処分するつもりでしたがもうその必要もないわけですねでは沖る美に電話をかけますよ花田警部は無言でうなずいてみせた伊勢は部屋の窓際のデスクに近づいて 卓上電話のダイヤルを回したはるみ伊勢だよ家からかけている今までここで花田警部と話をしていたんだ警部は逮捕状を持ってやってきたんだよ警察は全てのことを知ってしまった動かせぬ物的証拠も揃えている花田さんは 南以上に詳しく調べ上げていたんだもう逃れる手段はないえっ皆は僕が殺したよここへ来る車の中でね初めからそのつもりだっただがそれも無駄になってしまったそして受話器を耳に当てたまましばらく黙っていた るが泣いていてのだ。彼はその声をじっと聞いていた「泣いてもいいよ」「君の泣く声を聞くのもこれが最後だろう」<laughs> そしてまたしばらく黙っていた「僕は君と離れたくない」 君の他に心のかかる人は一人もないのだいや今から駆けつけても間に合わないよ君が着く頃には僕はもうここにはいないだろう君の魂をたいていくよ受話器をかけないでデスクの上に投げ出したままにしておいた だが花田警部はその意味を悟りえなかったあるいは悟ったけれどもそ知らぬふりをしていたのかもしれない伊勢は南のピストルが自分の右のポケットに入っていることをすんじも忘れなかったそれがあるので最後まで落ち着きを失わないで済んだのだ花田警部に見えないようにそのピストルを取り出し デスクの前に腰掛けて筒口をこめかみに当てた後ろからは頬杖をついて考え込んででもいるように見えた花田警部があっと叫んで駆け寄った時には弾丸が頭蓋骨を貫通していた伊勢は椅子からずり落ちてくなくなと崩れていった 受話器が外したままになっていたので若葉荘の晴海の部屋の電話にはその物音が聞こえた花田警部が叫んでいる声も聞こえた晴海は全てを察したそれとなく上司を求めた伊勢の愛情が痛いほど胸に応えた彼女は1秒でも遅れまいとして部屋を駆け出した そして4階への階段を駆け上がりさらに屋上への階段を駆け上がった渋谷の盛り場のかがり火が深夜ながらそちらの空をぼーっと明るくしていた目の下には深い暗い谷間があった下のどの窓からも明かりは漏れていなかったアパート全体が寝静まっていた アルミは屋上の手すりを乗り越して身構えをした「省吾さん」と思いきりの声で叫んで落ちていったその声が闇の空間に余韻を引いて例あるもののように擁営していたがそれも消え去ると付近一帯の闇は ごとも知らぬかのごとく再び死の静けさに戻っていた、15. エピローグ代々木の白金アパートの真下幸彦の部屋は小着霊に飾りつけてあった商業美術家らしく中級品ながら家具の選択に神経が働いていた。 昼間は長椅子の役を務める折りたたみ式の大きなベッドに可愛らしいパジャマ姿の相馬よしえがまだ十分目が覚めていないという顔つきで腹ばいになっていた掛毛布を包んだリネンのシーツが真っ白だった幸彦もパジャマを着て安楽椅子にもたれ新聞を見ながらタバコを吸っていたよしえは有名な洋装店のデザイナーだから パジャマなどもお手製の気の利いた仕立てだった随分い,いろんなことが重なってなんだかものを考える力がなくなっちゃったみたいだわ吉江が枕に顔を当てて眠そうな声で言ったまだ6時だったうん4つも葬式をやったんだからなこんなことってめったにあるものじゃない。 一生涯こんな経験をしないで住む人の方がどんなに多いかわからないよ1週間ほど前に芳江の兄の相馬良介の葬儀をやったばかりだ警視庁は潜水譜を使って良介の死体とそれから伊勢智子の死体を引き上げた幸彦と義江は良介の遺体を受け取って葬儀を行ったのだ それからまた5日間ほど前に伊勢正吾と沖晴美のしめやかな葬儀があった殺人者とその共犯というのでごく内輪の者しか集まらなかったがそれから受ける感動の強さは他の2人の場合と少しも違わなかった電話でそれとなく意思を通じた上の遠隔上司という異常な最後が犯罪者ながら人々の登場を聞いた 2人は犯罪者ではあっても決して悪人ではなかったのだからでも伊勢さん夫婦にあんなにたくさん親戚があるとは知らなかったね随分集まってきたじゃないか相続人が決まっていないので相当揉めたらしいねしかし省吾さんの側の親戚が遠隔上司をやった2人の気持ちを組んで合同葬にしようと言い出したのが通ったのは嬉しかったね そうだわ。それはそうあるべきだわでも激しい口論があったらしいわねとうとうロマン主義の方が勝ったのよどんな頑固者の心の中にだってロマン主義は住んでいるんだわだから勝てたんだわねえよっちゃん君は僕を恨んでいないだろうね幸彦がそれを言うと はまたかという顔をしたそれを言われるのが彼女にはむしろ不快なのだ分かってるくせに恨むわけがないじゃありませんか僕自身はやましくない警察でも一応は調べられたが結局おとがめはなかったバー桃色のマダムが証言してくれたし原田警部も本当のことを知っていてくれた 花田ってえらい人だねあんな警察官ばかりだといいんだねうん人情警部ねそして頭もいいわあの悪知恵の南探偵のやってることを何もかも知ってたんですものね花田さんは伊勢さんが自殺することもちゃんと察していたんじゃないかしらそしてる美さんと遠隔上司をすることも それで電話をかけるのを許したんだしピストル自殺も止めれば止められたのをわざと止めなかったんじゃないかしら私何だかそんな気がするそうかもしれないねしかしそんな噂はしない方がいいよ警察官としてそういう人情的な計らいをするのが正しいことかどうかは疑問だからね2人はそれきりでしばらく黙っていた 開け放った窓かから爽やかな朝の陽光が差し込んでいたま幸彦の吐くタバコの煙がスーッと吸い取られるように窓の外へ流れていく今日は日曜日なのでみんな寝坊をしているらしくアパート全体がしーんいとしていただがね物理的な因果関係から言うとやっぱり僕が原因なんだよ。 僕が口論しなければ亮介くんを殴るようなことは起こらなかったのだしたとえ殴られるのを防ぐためにしても僕が突き飛ばさなかったら兄さんが頭を打つようなこともなかったのだからねよしえはベッドの上でくるっと上向きに寝返りして幸彦の方をかわいらしくにらみつけたあなたも存外執念深いのねどうしていつまでもそんなことくよくしてんのよ あなたが本当に兄の敵だったら私こんなにあなたが好きになれっこないんじゃないのその話もうよしたよそれより私さっき美しい夢を見たのよ幸彦は何を言い出すのだというような顔をして吉江を見たロマンチックな美しい夢よ大きな湖に白鳥のようなボートを浮かべて あなたと私とがそれに乗っているのよ。湖水の周りは絵のような山が取り囲んでいて、家は1つもない。そしてあなたと私のほかには広い湖の上に人間は1人もいないのよ。ボートも1つもないのよ。私たちの白いボートの上には美しい。大きな花束が置いてあるの。そこは？ あの瀬ダムの湖水なのよ私たち一度も行ったことないけれど確かにあの湖水だったことが夢の中で分かっているのよ私たちはこの湖水で起こった悲劇を弔うためにあの古井戸のある辺に花束を投げようってわけなのよもう古井戸の底には何もないけれど兄さんとそれから 伊勢智子さんがそこに横たわっていたことがあるんだし、それからあの湖水というものがあったばっかしに、伊勢正吾さんと晴美さんがああいうトリックを考えついたんだし、白い犬を連れた田中倉蔵という男の執念もここに残っているのだし、南探偵だって、やっぱりこの湖水の底の秘密を暴いたために殺されるようになったんだから、そういう。 みんなの人たちのために美しい花束を投げようってわけなのよ花束をバラバラにしてあなたと私が赤いのや黄色いのや白いのや一つ一つきれいな湖水に落としていったのするとたった一つの花束の花がそうして投げ入れるとだんだん増えてきて 私たちのボートの周りは花でいっぱいになってしまったのよ。そしてね水の底の方から何かぼんやりした人の顔のようなものがスーっと浮き上がってきてそれがシネラマの大写しのように恐ろしい大きさになって水の中から私たちを見上げているのよ。そのの、ききな大きな顔の 花の上にも額にも頬にもまぶたにも,にも唇にも赤や木や白の花がそして青い葉が美しい入れ墨のように浮いているのよ。それからぼーっとしていた大きな顔がだんだんはっきりしてきて水の中からあたしたちを見上げて 大きな目を瞬たたいて。にっこり笑ったの？それを見ると私あっと叫んだのよ。そして目が覚めちゃった。それは？涼介兄さんの顔だったわ。よしえはベッドに行がして、天井を見つめたまま微笑していた。幼子のような。 無心の微笑だったそのお兄さんの顔はちっともうらめしそうじゃなかったわそしてあたしだけではなくてあなたにもにっこり笑いかけていたのよほらごらんなさい兄さんだってあの時の喧嘩は自分の方が悪かったことをよく知っているんだわですからあなたにも笑いかけて君じゃない 君,じゃない君が悪いんじゃないってあなたを慰めたのよ2二人はそのまま長い間黙っていた窓の外には青々と晴れ渡った空があったそして6月初旬の陽光が空気いっぱいにまぶしくみなぎっていた 幸彦もそうしてじっとしていると心が明るく和んでいくのを感じた君の夢の話を聞いていたら一度藤瀬港へ行ってみたくなったそう言ってアームチェアから立って窓際に行って大きく伸びをしたええ行きましょう今日がいいわこんないい日曜ってめったにないわ。 ね行きましょうよあの湖水にはカしボートがあるのよ二人でそれに乗って花束を投げましょうよよしえははしゃいで行ってベッドから羽をきてスリッパを突っかけたそして窓際のひ彦のところへ行って後ろから彼の体を抱きしめたうん行こう。 タクシーを交渉してお弁当を持って水筒を持ってそれから無論美しい花束を買ってそれから一時間ほどのちスポーティーな外出着を着た幸彦とよ江の姿が大通りのガラス張りの花屋から出てくるのが見えたガラス張りの中にはあらゆる種類の花々が充満していた そこから出てくる青春の二人も人海の花のように美しく見えた2人の手には一つずつ立派な花束が握られていた彼らは軽やかな足取りで近くに待たせてあった自動車の中に入っていった窓越しに胸いっぱいの花を抱えた2人の姿が眺められた 自動車は滑るように走り出した新宿へそこの思い出深き十字路へそして青梅街道へ。